昨夜襲撃されたのは4番3です聞こえるみんな5番3番8です聞こえるうんはい9番にせかで8番で2位くろあれは聞こえる聞こえる<ー> 聞こえますかん声聞こえますかー皆さんああよかったよかった番がいやーなんか WiFi が落ちた家の WiFi が落ちた うーん9番にせに黒8白かじゃあ2級か2級かなあ 2>, 2級いや待ってよやっぱでもなうーん<番>いやーこれ2連れてたらなうーん まあ、なんかね、Wi-Fi が点滅してて、ふるふるてなんか、エラーね。いや、2番さんの黒要素っていうか、俺が思ったのは、その 17, 17で、これ対抗してるところを釣りをしてるのがおかしいって言及してた人がいたけど、まあただね、7が休んでるのは合わなかったけど、 一番安心でる視点が良かったから2を釣りをしてないんだよね俺それだけ言っとくわはい言わ言ってください6番さんが発言します まあ狂人のふりしてる人狼なのかもしれないけど、まあ狂人かな、まあ狂のシーンがないと思ってるんで、まあ狂、えーまあのご主人が分かってる、えー、ご狂人が、まあ、黒くなりにいってるっていうふうにしか思わないかな、まあ人狼ではもうちょっとうまく立ち回るかなと思ってるんで、まあ狂人かな、だから急にじゃないの、ご視点でニクローに行ったときに、急狂人だった場合って1億の相方がいる状態だから、まあ、それすら出てこないような、まごまごしてゃべってるのって、まあ、狂人が何もないかなと思ってるんで、はいだから、まあ、ごつらに当然、急に行きますけどね。 まずね、9番、2番ともに圧倒的におかしいのは、自視点の2周目においてのスケールを発表するまでに時間を使いすぎてる。2番に関してって、まあ、1番、6番釣りたくだって言うんだけど、昨日段階で、8、5が形になっている状態で、4、7で焼かれてて、3、9が占い自称をね、2人出てるわけで、グレランで1、2、6しか釣り値がなくて、1、6ですねって、その当たり前の話で、1と6しかないですねって。ね、で、それプラス6番の視点だけで80秒使ってるんですよ、2番、さん ちゃんとそういうの見てるんだけど、いや16で迷うぐらいで、なぜ俺だけ80秒使って、大事な時間を使うのか、1番にちょろっと触れただけで、いや、完全におかしいかなと思ってますかね、で、これ、3番歌詞にもあったけど、俺を釣るのは九の新規、新規や、新規やするんだったら、まず9番の要素ね、新要素足りえるもの、3番の偽要素足りえるものを上げた上で、占い精査するべき、一切、ほぼしてないでしょ、それ、で、ケアっていうね、意味不明な発言だけ残してる人物だから、 もう2釣りしかないなと思ったんだけど、残念ながら8がね、落ちていて、あのこれ、8が仮にね、村で、この2番がどんなに黒くったって、村の場合もあるから、うん、最速 PP の負けの可能性もあったから、行ってる、まあ、そこ投票できてるのが3、4、5、6だけだからね、まあ、基本、まあ、9で、8にね、強靭要素もあるなんて一瞬も言ってて、8投票できない9が新占い師のわけがないや、わけがない、はいえー、2番投票しますね。 7番3が発言します。はい。いやーこれは、ね、続切りが痛すぎるね。うん、9番につれたね、これ。うんまあ、特に自分はどっち行くとは言わないですけど。うん。ぐ、うん、らいですかね。まあ、それぞれの、うん、スケールと。 うーん何回や、まあ、っちゃったそうだな。内訳だったりとか。まあ、占い師のあ。バい。ばわさんでした。ありがとう。最高プラス。自分の占い先の黒。ノロ,ローペアになるんだけど。くに。あるかなうーん。何が言った 3番は初日から2のクローズと上げてるよね。だから、にずりにずりって言ってるわけだよね。うん。だから、9番3は、16怪しいんで、1かんだ、当てどこ行ってるか。?1 か。ああ 1> いや、これ2ゴロロあんじゃねえのまあ、それぞれの見えてるその、 スケールというか、ね、まあ、ある程度もお金がたばっちゃってるんですけど。できるだけなんかこう。まあ、例えば、なんか。占い先だ例えば、この黒いとか。んな,ね、なんか、そういうのを重点的に上げてもらったら。納得できた方には。クラウンさん、六つでいいよね、うん。納得できたら。その人の黒先に行こうかなぐらいですけどね。うん。 うんかな、うん、クラムさん6投票してない時点しかないねい9番さんが死んでも3番さんが死んでもちょっとお互い頑張ってほしいですね、うん、あ, 2, あんまり自分の視点落とさないっすそう9 1いって点な9番さんが発言します はい、5番、俺はなって5番、黒でした、まあうん。結果として黒が出てるだけで、俺、5番で黒が出ると思ってないのよ、だからそれは2週目にも答えてるし、6番の発言で言った場合ね、今の発言で言った場合、うん、じゃあもうそのままで言ってください、あの後で後悔するの自分なんで、はい、それだけやっおきます。 あのそもそも3番視点の偽要素っていうのをまず理解した方がいいと思っていて3番視点において1番、6番に対して指摘できるのがおかしいのよ1番、6番ってあの2番、9番っていう風な固定の見方をしており9番から8番に、えー、初週段階から強めがあるという風に触れているところって別段8級、九の ととしてても絶対的に見えるる思ってのそこに関してあの5番の視点において9番教授が8番ローだから8番を釣,る釣りたいそこに関して俺は異論がなかったから5番を占ったところで俺は黒出るとは思ってなかったのよ <laughs> あえて言うんであれば8番9番ローローの目線がないっていうところじゃあそうなった場合って3番視点において1番2番で迷うぐらいだったら絶対的に1番って迷う視点があるんだったら6番伸びるべき。うん なぜならここに関して、8番、9番の人外、二人外っていう予測を全く立ててないから、3番視点において8番が白透けしているっていう証拠にほかならんよね。かにもかかわらず、1番って6番に関して擁護をしている人物、だから俺は1番、3番が濃いんじゃないかって言ってるのね7番視点において、俺、初日段階で1番、6番、両方睨んでます、はい、あの両方睨んだ上で1番、6番の比較をしたときに、1番が黒いと思っているから、1番投票まで入れてます。 8番が投票できんから9番が偽っていうその思考自体は別におかしいと思っていて8番、白が出ているから8番を釣る思考には至らんよ。何を言うてんの6番はって言ってる。俺はね。おかしいんだったら、うん、人に対してそれをおかしいっていうんだったら6番の思考の方がおかしいよ。占いしてって強人だから自分の白先釣れる発言になるわけないや。はい、5番ね。 1番さんが発言しますはいまあ9番さんその結局スケールがどう見てるのじゃなんかさっき3番が1番の白好きを好きしてると思ってたって言ったんならさ9番さん目線俺って白なわけじゃんなん,でなんで9番さん俺に入れてんのって思うしうん まあ2番さんにアンサーすると6番をどう見てるのかって言ったけどまず6番の2を疑う視点は俺合ってるし6番が9を疑う視点はそれは9番が6番にまあ叩かれてたから6番目線で9番のことを殴り返したっていうところでまあ俺は別に叩かれたところを叩き返してる人っていう感じでそこまで別にそれ自体は違和感はそんなに感じなかったかな別に殴り返すのは村でも全然するしねうんまあ どうなんだろう ?2 級狼5強人なのかなもう五番さんもおかしいけどね、普通に。昨日の発言から。うん、2番が1番を釣りをしてたから、えっ、ー、と、なんだっけ ?2 番が1番を釣りをしてたから2番を外したみたいなことを言ってたんだけど、いで,いいよでも結局その7番のい理由を取ったわけだよね。7番が6番の発言を伸びるって言ってたのが、のえと別にそれって評回収じゃないよっていう。 多分その理由を取ったわけだからその理由を取ったのであればその理由を言った8、2を釣りをすべきなのにまあなぜか8、1に向けてるところが、まあ、やっぱ変だけどね5番さんもうんで8にまあ、まあ、8はまあ接続切れたからまあ俺は戻ってくるかなと思ってたけどまあそれは別にいいんだけど8に投票を集めようとしてる様もなんか強人っぽいなって思ってしまったかなうん まあ2番さんあなたどう見えます 2> 2番さんが発言します。どう見えますじゃなくて、じゃあ1番はどう見えんだよ。人に聞く前に自分,に自分で答えてほしいわ。<laughs> あまあ、ゴローは分かってるけど、あの6番をどうやって精査するのあ別に殴り返しはいいんですけど、もう尋常じゃなかったじゃん。もうどうしたみたいな。もう もう頭の中噴火したのかってレベルでなんかブチ切れててで急に今もう人外で100%だみたいなさこれを村でやってんのかただ人外で殴り返してやってんのかなんてもう俺には無理だったからもうちょっとさワントーンテンション下げて喋ってくんねえと思ったから無理だろうと思ってでも少なくとも俺は3と9の発言聞いたら3の方がやっぱ違和感あったし 1周目に関しては、まあ、6番が9番に、あのー、殴り返しするのは分かるんですけど俺は別に6番に対しての9番って、えっと、あ9番が6番に対しての殴りって別に共感したわけではないんですけどあのー、まあ人道で黒塗りしてるようには見えなかったんだよね9番の持論があって落としてると思ったんだよねそれよりかはやっぱ2目聞いて3番の 1七対,対立つりよしでなんか9番の新要素はどこだじゃあ6番も何も言ってないじゃんっていう話だからね少なくとも6番ってもう九の神経は一切できてないわけじゃんで、実際九神だったからねだから5六朗朗三強とかの世界線で正直やってるのかでもさあなたさ5番強靭 で、まごまごして喋ってるから、まごまごして喋ってる人道ない、不なだったら十分あるでしょう。なんで5番いけないのと思ったけど、急にで100%ってなる理由は何みたいな、まあ。今日5行くんだけど、だからね、3、5だったら楽だなとは思うよ。あの、願望です。はい、3番さんが発言します。 まあ95%番ぐらい、急に6、6、5強。うん。あのね、6番の目線とは、本当に初日から正しいんだけど、じゃあ例えば5番が仮に6ップするよ。5番って4番噛んでるわけじゃん。自分がトップバッターって分かってるわけじゃん。だったら、ああいう発言にならんのよ。人狼って。何喋るか考えるから。5番が人狼だった場合って、自身で4噛んでるんだから。自身で4噛んでるわけでしょ。 自分がトップバッターで回ってくるなんてことは、策も承知したのよ、そんなことは。だから、5番っていうのは、人狼だった場合っていうのは、もっと理路整然とした、何考えてるか話す、もう喋、考えてるわけ、夜の間に。それは当然。だから、5番が人狼で経験不足でもごもごしてるとき、2番の狼は全く通らない。うん。いやね、これはね、さすがに分かると思うわ。 うん、5番のあのね、えー、今日、9、いや、うん、あ2号のランカーみたいな発言にならんから、村あったら。だから5は強人。急に黒打たれて、5、まあ、主人黒打たれてるわけでしょだからもうどうしてか分かんないわけよ。だからああいう発言になるわけ。うん。もう95番ぐらいそうだと思う、さすがに。5が村でやってたら、まあ、ちょっと本当に考えた方がいいと思う。う うん、もう十分たる様子だと思うけど、うんまあ、2番いってください。あとね、昨日ね、のうね、初投票1択、昨日は。うは、ん。戻ってくるかもしれないとかって、一番最初言ってたけど、分からんから、そんなのは。最速、6番のように最速 PP 起きるのよ。8番が村で、接続切れて、そのままずっと戻ってこなかった場合、初日に村ってった場合って、ああの実質6、2番目なのよ。 そこに投票できてない9が死んだわけがないのよ投票を行っていますそのままお待ちくださいうんしかもクラムさん俺を強靭で追ってたしねまあクラムさん目線は8つってもいいんじゃない3の方が勝ってるな あみんなはどう見てるみんなはどう見てますか ?2 キロ,ロ5強かなはい、まあ8番が強人だったらまああれですけどまあじゃなかったら p p すかねまあ5 6ロ,ロ3強だったらまあ6番のパッシ 6番にやられたからな、9番さん。ファッションで、うん、ただファッションで押し切られて、ね、まあ声の大きい方にやられただけかなとは思うんですけど、普通に冷静に聞けば、あのー、6番ってすごく違和感ある考察だと思うんですね。別に5166でもおかしくないし、なんか6番が噴火した村で。だからね、俺視点はすごく難しかったの。6番がただ噴火した村で、うん、5166でっていう。 世界線もあ,あるなとは思うよ今現状にただ、急進を追ってない6番さんを釣らざるを得なかったね、あの8位はまあ戻ってくるだろうっていうのも込みであったけど、3級だとね、やっぱ3番の精査の偏りがひどすぎるんで、1七、1七対立する吉田って言ってるんですけど、別に1七ロ々でいきなり見てるわけじゃないしまあ、それが違和感であったとしても、それしか上げてないじゃん。 うん、まあそれもあるんだけどまあ9番の発言も別にね本当狼の黒るのりの仕方ではなかったんよね6番に対して別に納得してるわけじゃないですけどただ普通に精査してる加えてる人物だなとは思ったからあどうだろうね正直3五ロ朗でまあ6か1に今日が走ってるのか もう正直わかんないですよね。まあ5番ローっていうのしか俺もわかんないけど、はい。まあ6番がとにかくノイズすぎて精査しづらかったですね。はい、以上。夜になりました。そのままお待ちください。 時期にルーターが熱持つとかあるんかなそのままお待ちくださいよだから冷却ファンつけてないけどさすがにオーバーヒートあるんかな昨夜襲撃されたのは7番さです 10番3番、発言します。<ん>はい、PP です。<laughs> まあ、6番の、うん、こり方はまった思考のせいやろうなと思っている。うん、俺は説明したはずやけどね、まあ、そもそも、うん、昨日の段階で1番の黒要素っていうのを説明しました。はい、あの1番から6番に対して評価値をしている構造っていうのが普通にあると思っうんあの1番、6番、共通している番をロロあの睨む目線っていうのがなかったから。え うん、その上で、番に昨日の発言での黒予想を言っておきますね。ロロじゃあ、そうなった場合って、普通に1番、2番っていうんだったら、1番から見たときに6番まで手伸びるんが普通やっていうとこまでいってます。クラウンさん。2番ってあって今日なのよ。うん。あの、ローでやる行動じゃないから、まず。うわ。もういいよ。別に、あの3番さん強靭使用しても,も、うピーピーやから。 あの6番が9番に対してありえないって言っているんであれば、うん、9目線って6番のその,あの精査の仕方がありえないからあやっぱ5番やったよね、はい、凝り固まった視点で人にどうこうって言うんだったら全体的な発言精査の内容を見た上で言ってくれる、うん本気で1五論<ー>の1ライン切か、はい、だから俺1番釣りたかったんやけど 5に関して俺まるで黒が出る気がせんかったっていうのは一つの理由やけど、うん、じゃあ5番が強靭視点において、うんうん、その精査をするっていうのであれば、3番して,て絶対的にって、2級ローナーっていう目線を落としてる1番、6番に対してのところって絶対ないから、昨日の発言でも十分分かったんじゃないの、そもそも3番から6番に対して評価収集してる。 マジで。お酒さんゲストありがとう。その考え方をまず根底から考え直した方がいいよ。感情を鑑みないせいさ。はい、それだけです。あーけど5、五八黒黒なってたね、に釣りの。一番。三が。に釣りの五八黒黒で。はい、お願いします。三 <laughs> 番さん、五番さん、ありがとうございました。っていうところで。まあね、九バさんもあんまりね、あの、水攻めはね、あんまり、まあ、やめて。 まあ三番さんがねちょっと上手だったっていうことでまあね GG ってことでまあ気持ちよく終われればねいいかなと思ってます。ありがとうございました。三番さんが発言します。はいじゃあ九番いきます。五番さんが発言します。 はい、えー、ピンポイントで囲ってもらってありがとうございます。９番いきます。６番さんが発言します。はい、まあ残念ですとかね。<laughs> まああの５番つりも考えたんですけど、<laughs> まあ９番が後で結果見たらこうかうんぬんかぬってまああの言っちゃいけない一言言ったんで、ああもういいやなと思って２番投票してるかな。 まあ、所詮、主観の押し付け合い、自分の基準の押し付け合いなんで、9番が6番の1締め叩いた要素は、9番の中での、そういうこと主観の押し付けじゃないですか。フィーリングっていうのは理由がないものがフィーリングだ。俺はフィーリングの理由がある。で、それで6、7、8で6が釣りたいって、もし信用がないしで言ってるんだったらやっぱケアできてないかな。逆に言うと。うん。二視点で、 162のグレランの中で、9の神経、も、まあ、合ってたけどね、2番さんが。9のケアで6つるしかなかったではなく、であるんだったら、6の怪しい要素より、1番がでもおかしいと思ってるって説明に終始すればいいのに、俺の言及でほとんど発言使ってる2番っていうのは、俺はもう全然、村には思えなかっただけですかね、はい、投票を行っています。 そのままお待ちください投票を終了しました追放されるのは9番3です 試合終了敗北しました、うん、いやーこれ5番さんついたかったねこれちょっとまず申し訳ないちょっと w i f i ルーターが落ちて接続切れたまあ申し訳ない、はい、えっルーターだけっすかんルーターだけいやあの普通に停電でも起きたのかと思ったんですけど ルーターがピコン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 ,ピコンなってて電源入れ直して直ったんだけどこれ多分ね俺あのー、ちゃんと生きてたら多分2釣りだったのは間違いないまあ15は2入れるやろん、ね、?15 は2入れるやろね、はい、で4番さん0五円 2>, 2釣れたら2釣れたら5釣りますよ 僕5番入れようと思ったいやいやいや、そういうことじゃなくて、2釣れたらどこ越えしてたあれしか超えしないですよ。だって3級どっちもおかしいだと。わかった。で、5番さんと1番さん、どこかも、2釣り。2>, 2釣りでも4紙ですね。ああ、2釣り4紙。で、3番さん8黒あ二2黒だよ。 あ日釣りだった場合日釣りだったら八クロですよああ8クロでやっぱ58バトルかあのバカさんはどうするにしろが見えてご黒がき打ったら5からいくね <laughs> 何言ってんだよ 初日から急に100%人外だって置いてたんだからいね<や>。しろ見えるから、さ二番さん。2番さんはなんかかっこ悪いよ。二番さん <laughs> <の>ちょっと。あ番二番が16の話をもっと6番に注視して、あんな噴火されたらさ、無理じゃん。精査できねえじゃん。 まあ9番に対してはまだ分かるけど俺別に6番人狼を置きしたわけじゃないのに100%人がだってブチ切れてさ何言ってんのって思ったからほんとまあちょっと落ち着いてちょっと落ち着いてまあとりあえず2つって白出たら6番さんも視点更新入るからうーんまあこれ少数派がやっぱ負けるからもうしょうがないよねうーん。 だからもう俺が落ちたのがやっぱそもそも悪いからもう俺が一番悪いよだから俺が生きてたら2つって色気かめて多分六6番さんの票はもらえたから1番さんは俺入れて芋づるだったはずなんだよねまあはどっち入れてたの うん、いや、8、八行きそうやったっすね。八番さんは、初日やっぱ叩かれてるんで、で、あんまり理由が納得しないんで、個人的に。8に傾きかなと思ってますけどね。<laughs> いや、ちょっと、例のだけど、怪しかったけどね。いやいやいや。いや僕はね、なんか、なんか、3号朗ロ朗ーロー初強靭か。 810ローの9巨人どちらかだと思って5か8たかったんですけど。え俺、巨人に見えた？あはい。7番さん、6番さん、ハキハキしてる。2回ぐらい言ってなかった違違うう初戦の発言は別になも思わないですけど その一番かばいで、なんか一番さんが視点、ね。いや、一番と釣り位置合ってんだから、当然一番と視点合う人物だから確か。確かに多分ちょっとアーカイブ見たら多分思い出されるんですけど、一番って別に八なんか九番にも若干懐疑的な視点持ってる人物で、多分八視点って一番と釣り位置合ってるっていうけど、別に一番と八番の内容って全然違ったから。 それ一番い,いや、内容違っても同じとこ釣りをしてるし。だから、八一人路もあるかもしれないし、そこを黒いところ変わってる八強人もあるのかなと思って、八強人五郎。まあ、もう、無理だね、まあ、じゃあ、これして合ってないから、そもそも。負けてるわ。初日は五入れてましたけど、僕は八が接続じゃなかったら。まあ、9もさんも変ですけど。まあ、でも、五多分、ギリ釣られないような気はするかな、でもそれでも。 9視点って5番の言っていること自体は分かるんよ、1番、8番っていうつなぎ方自体も分かると思っているしあの、それで9番に設定見るんだったらしょうがないかなっていう目線もあるから、5番に関して俺は言うことないの、でそもそもあの9番の初週の段階の発言って、もう8番にフラグ打ちしてるっていうところがあるから、そうなった時の9番、8番、ローローっていう見方がなかったらおかしいと思っていて、1番、6番、そこに共通している、かつ1番、って6番に関してあの評価収をしている。 において3番から1番に対して触れるんだったら6番に伸びなきお,おかしいでしょって言ってそもそも1番があの2日目段階も聞いてなかったのって俺は3番が8番の色見えているって言って1番が1番の色が見えているって,って,て,いるって,って取り方をしてるところねああそっかそれ俺は聞き間違えたわ8と1間違えたわ俺が。 まあまあ村側が少数派になってたからね勝てないよクラムさんも5は怪しんでないししかも白崎の俺怪しんできてるのに多分まあ,まあ少数派になってんよ村がだから6これ意見合う人と合わない人でゲーム変わるからね でも、あれじゃないですか、結構俺、9番って1投票だよね、初日。初日1だね。だよね、だから、あ,あれだけ6番に、もう、真剣に言われても、俺も1番に視点伸びたから、もうちょっと6番さんが冷静になったら、1は釣れたと思うけど、別に急に、あの人、人外だと思いますぐらいだったらいい,だい,いけど、100%人外って言われると、 ちょっときついんだよねその言い方されてしかもなんか怒ってたしまおうんうんいやまあまあしょうがないよ9番は6番から釣り寄されてるからやっぱ9と俺も2級見えるから,るから<う>俺も2級ロロ5級見えるからまあ理解できるものはあるけどねだからまあわかるけど まあもうちょっとだからワンテンション下げて言ってますね。まあ2番さんはやっぱ1と7。両釣りがね。いやでもさ、8番だって7番、7番は怪しいって言ってたじゃん。で、一番いやだから7番怪しかったら1番は白軸に見えるんよ。1も7もある。に関しては2番の落ち度だよ。 いや別にさ対立ってさ俺は悪いとは思わないんだけどあの初週の段階で2本上げてて別にライン切りもあるし人狼強靭もあるから別に1番って何か何かしら、うん、いやいいよそれいいよ2番さんはだからそれ別にいいよ2番さん自身の考えだからただ対立要するのは人外っていう思考が多かった時点でも少数派になっちゃうから。 もう釣られたんやで3番がマっト位置に入ってシにと取ってしまって多分俺6番さんも対立強し怪しいと思う人ないろあ俺うん俺はだプリオしにしてもいいんだけどそこにはやっぱ順位付けがあると思ってたから何なのどっが同列にならんと思ってるからあやっぱそうなんやだから一 6と8って尻尾を合わせて1番の人狼がもうすり寄ったんだよね。いや、6番も多分評価は違うでしょ。うん、そこじゃなくて、俺が9番を、まあ、評価したことじゃない。そこが気に食わなかったから2級ってあげたと思うんだけど、え、違うそこが最大の要因でしょ。以外2級1 0 0ぐらいっていう理由が見当たらないんだけど。まあ、いやー、まあ、あれじゃないですか。 6番さんがいたいのは17だったら、まあ、僕も1がめっちゃ古いと思ってたから、うん、まあ、17だったら投てき1って言ってほしかったじゃない、6番さんは。いや、だから初週だから、100%人以外の断言にならないと思うけどね。いや、いやらさ、い<や>トップバッターのね、トップバッタ6番さんは7どう見てた ?1 周目。え、7? うん。 七については2周目あのなんだ6番に圧かけてきたからまあ役かもしれないかなと思ったけどあの俺が伸びなかったらうんと思うってことは七自身で伸びなかったら七の追対象になるなぐらいの感覚だったねちょっと怪しんでただから圧の書き方がスムヤアの圧の書き方じゃないからもう陣内か役しかないなと思ってたあ<ー>まあ 正直、圧かけたっていうつもりはないんですけどね六番自身のセー,ー当てるときに<や>、うん、うん、いやいやわかるよ客観視しんる,るけどわかるけどんんは俺はシンプルにその六番の思考の吐き出し方が結構ハキハキしてたから印象的にはよく喋る考察伸びるタイプなのかなっていう印象で二周目で停滞したときに6の色がわかるなだから、うん、そーれ言う必要ないと思うけどねやっぱり番に落とせる精査ってエリ,ススリーさんが一人 2週目のグレスキ聞いいてしかないからまあでも、9番、2番にも,も、もちろんね、申し訳なかったんだけど、まあ、間違ってたか俺がね、でまあ、9番のまあ6で、まあ6、6、8の比較したときに、だから6番の,その要素をたいて、6だけまあ1本、この中でつるなっていうのは、俺、かなり不当に感じてしまったっていうのと、1と5はあの三角マークつけてて、で、9と2にあの丸をつけてたんだけど。 1位はこれ、まあ、こうがあったんだけど、1時点で9番に元気入れてるのに、71本おかしいなと思ったんや。おかしいなと思ってて、で、2番が、まあ、その9番がその6番に対して、俺はそれが不当だと思っている中で、2番が、9番は6個黒塗りしてないって1番に当てた精査さが、俺はそれだからに言います納得いってなくて。で、かつ、2番で17で1のが絶対的に、 あの並べたら黒いはずなのに1 7って並列で上げたから、やっぱりその疑問を覚えて、で5番のスケーい方おかしかったから、まあ、1、5で、まあ、9、2。まあ、断言したのはおかしかったけどね、それは申し訳ないと思うけど、まあ、そんな感じだったね。で、あと、断言するって俺が結構ね、難しいんでだって、だって1と5と、例えば9と2っていうときに、まあ、9人のラインはさ、俺の視点で立った時に客観的に見えてるんだけど、あの、 例えばさ、いや、1と2も怪しくて5も怪しいんですって言ったら6つられるんや、これ。まあ、だから、その言い過ぎて100%って言われたら困っちゃうよっていうような、まあ、俺も気をつけなきゃなと思うけど、まだ俺の中ではまあ一応急にのスケールになってるっていうのは、多分、落としたとしてもまあそういう発言になるかな。うーん、見える。急ロージカに見えるから、もうしょうがないと思う、そこは。まあ まあそこは否定しないんだけど、だったら言い方的に、急に本線で現状を見てますでよかったかなと思ってる、だったら2番はそこまで荒れないんじゃないと思ってるぐらいうーんまあでもあれでしょ、6番さんの100%人外っていうのは、あ,あれでしょ、なんかそういうさ、売り言葉みたいなもんでしょ。本当ほんほんなんか あれでしょまた二日目だったら、視点更新あるでしょうん、これね、二番さんが七怪しんでたら、う釣れたんだけどね。え、怪しんでたから、釣れたんだね。いや、一番で怪しまずに七だけ怪しんでたね。ま7けたねまあ、今日七番を二入れるだろうけどね。七番一番しみたいやし <laughs> 番普通に。 うん、いやだからそこ8番がそれなんかちょっと変だなと思ったんですけどねりがいいと思ってえっ7の怪しい要素をちょっと聞きたくていやだから評価そのハキハキしてるとかなんでそう言わないといけないのよ2回もでなんか印象いいように見てて 2>,、うん、<laughs> 2週目おかしかったら怪しますとかそんな言う必要あんのって思うけどね俺。 そんなんなら 2>, 2週目のグレース計算で聞いて判断で何か進行論とか言ってほしいけどね7番目の。うん、なんか無理やり精査して何か評価収しようとしてるのか黒塗りしようとしてるのかに見えちゃうけどね。<笑><笑><笑>いやいやいよそれはとりあえ僕の人外要素には多分なってないと思うんですよ。 あのそもそも9視点においての8番の7研究ってあのそれこそフィーリングで片付けられるところでそれが余分すぎるからあの8番って黒打たれたいもしくはあの人外として見られたい部分があるんかなって見えたから表明って言っている部分もあるのねだからそうなった時に6番7番比較した時に6番の方が俺の中では印象が悪いからどちらかというと3り1か6番になるっていうだけの話なんけど。 その時点で会ってないからダメなんだよもう村が負けるんだよ、うん、ほぼまあ九番さんにはね申し訳なかったんだけどあそれしょうがないっておバカさんだから考え方合わんねん<や>多分<の>俺もクラムさんと合わんしおバカさんと合うからあの合、ね、う人と合わん人で喧嘩するから俺もリオさん来た時合わんからそんな感じよ だからもうぐちゃぐちゃなってんだよ、俺はまああれかな、まあその今、9番ーーさんが言った8番への,の強要素、それ取ったんだっていうのも、多分二面性あると思うよね、だからその二面性が統一的に取って、だこっちはあのいい方に取って、こっちは悪い方に取ってっていうのが陣外だと思ってるから、まあ、2周目、8にして向かないんだなと思っちゃったっていうのもあるかな。うーん まあむく向かないでに白崎だから向かないに決まってるじゃん。るいなもんまあけどこれ説得できた陣営が勝つからもう3番さんの8に投票しないのがおかしいってもう言いくるめられてたじゃん。グラムさん八8番の強靭追ってるのは別にいいじゃん8つって。 だから別にそこ指定すること自体は別に何とも思ってないですよ。ただその場合においての1番、6番っていうのは、まあ8番を強靭で置くっていう部分において、じゃあ6番、1番指定でおいての8番って何だったんってまず聞きたなのが言って。で、俺自身は8番が強靭だったって釣る意思はないから、だったらグレー詰めたほうがまシしゃないっていう。目線で俺は、いやああ、そうなったと俺1番もだった。俺戻ってこなかったら負けよ。 そそうそう6番さんの言うとおりそれを3番のいいように言いくるめられてるから、説得されてるからね。たくまさん落ちてたらつっていいの<え>大体帰ってくると思うから、まあまあそこはあれよね。それを人外と見られるか、村と見られるか、難しいとこだね。じゃあ今度から、たくまさん落ちてたらつるわ。 うーんまあそこは考え方次第じゃない。本来はセオリーは釣りよ。い<や>あれ役職確定でも釣りよ。俺が霊能騎士確定でも釣りよ。そこは分かる俺が騎士騎士霊能格でも釣りよ。もうよっぽどここは絶対黒だって自信あるならいいよ。いや他の人だったら絶対釣るんだけど。 まあタクマさんって配信してるから絶対戻ってくるだろう。まあまあそうメタが、メタが入っちゃうもんね。メタが入っちゃうもんね、一メタが。まあけど、戻ってこんかったら負けよ、まあ。え、だからその理論で言ったら俺、一番がで、ね、ほぼ各人外だと思ってるから一番投票してんだけどね。まあけど、ライン切り強いね、ほんと。5番だって9番一っちゃしんやろ 5番が一安心でるから白く見えたんやろうん。うん、ライン切り強いよね。俺、だから俺一白く見てたからね、5番が安く見えたから。だからライン切り強いよね、やっぱ占い心境の。 まあ、そういったとこも含めて、だから俺は八がつられようが、二が釣られようが、俺自身。何にも考えることなかったもん。どちらにせ。うん、まあまあ、生産合わないと、死んでみられんからね。しょうがない。はい、抜ける方いますか。はい。感染で見ている方。はい。 はい、今、見るだもで配信中です。ご了承ください。9番さんから転校お願いします。すごい、キングダム。はい、あの、リュウさん、たくまさんが待ってたらしいですよ。ななまさん、るって打たないで笑っちゃって、俺も。 ありがとうございます。僕もたくまさんと戦えるのがいつも楽しみです。今日も頑張って白い血上げていこうと思います。ヤ番 <laughs> さんどうぞ。はい。まあ、三番さんとはしこうわんで、タッグを組んで、八番さんを釣りたいと思います。こ番さんどうぞ。えーっと、ちょっとずっと観戦してて初めて、で、一応操作の方は大丈夫だと思います。よろしくお願いします。ちょっと、三両のキャラクターになったつもりで。 ゆるく話すわ。龍さん絶対狙ってるよね。何 <laughs>、はい、ですか。龍、ね、さん、関西で見てた？あ、視野は見てないですけど、なんか乾燥戦で一瞬俺の名前が出てきたわ。そんなにちゃんと聞いてなかった。<laughs> <laughs> <laughs> うん。これ龍さん入ってるときはね、結構荒れるから。 さっきの試合みたいになりそうな気がするんだけどはい楽しいゲームになるっていうことですよねあと五番さんは誘惑やってましたかいややってないです 3D 人狼さんとやってましたかえっとチャット人狼とかは結構やってましたけどえー こういうボイスチャット系のは初めてですね。ああ、対面人狼ありますかた対面はまあ何度か。一応ルールとかは大丈夫です。ああ、参考までに何で知りました、このアプリ。うーんと、なんか人,人狼札みたいなのをちょっとやりたいなと思って。 まあ調べたたたら出てきたみたいな感じですあはいはい了解ですえっ、ー、とね結構今いるメンバーあのいつもやってる人たちで結構身内村みたいになってて、まあ、多分5番さんちょっと浮くと思うでもう結構34年前からずっとやってるこのアプリ似たようなアプリやってる人たちなんでちょっと5番さん浮くかもしれない今日ちょっと頑張ってほしくてで 5番さんのちょっと人狼歴分かりにくいけどあのなんか暗黙のルールみたいのがあってメタとかねメタ言葉遣いとかなんかいろんななんか暗黙のルールあるからまあみんなもね5番さんがちょっとルール違反とか言葉遣いとかメタチックなの言ってもまあちょっと寛容になってまあしあんまりひどかった時は指摘するのは8だけね。 後の人はもう、ちょっと感想戦で、これちょっとメタっぽいよとか言ってあげるぐらいにしてください。で、ごまさん、使用機能分かれますかあはい、あの、えっと、なんだ、イン、はい、ヘルプみたいなので、一応やり方は確認してから入りました。あは、初めて何回かやったの 感染は、感染自体は何度かしてて、で、一応操作の方は、うん、まあ、実際入るのは初めてって感じですね。ああ、はいはいはい。じゃあちょっと、あの、頑張ってみてください。はい。はい、すいません、お願いします。はい。じゃあ、あの、使用機能皆さん使い忘れないようにと、あと、言葉遣いね。 かなり選んで丁寧にお願いしますちょっとさっき2番さんと6番はいはいあのー、あれじゃないドン進行っていうそのあ<ー>一応文化があるよってんだけけそうだねそうだねえー、と5番さんちょっとなんかねあのいろんな村立ってるんだけどこの村身内だ村だからちょっと 2周目に時間して例えば8番スタートだったら8番が2周目に110秒で役を出しましょうみたいなのに暗黙の了解でなりつつ合ってるんだけどまあ1週目にね占いし霊能者も出たりするんでまあそれはもうどっちでもいいですでただ1週目に出る方はまず口頭でね あの、役言った後に使用ボタン即座に押してください。まあ、みんな多分5番さんが不老信者か潜伏信者か多分分かってないから今言わずに、まあ、5番さんは、まあ、1周目に出るか2周目に出るか、お任せも、まあ、6番さんがちょっとね、うん、まあ、懸念してくれたんで一応言いました。はいはい。 セオリーになりつつあるってだけだから別に出てもいいんだよ。うん。はい。他に何か質問ある方いますかとりあえずゲームが始まったら小花さんは右下の使用編集ボタン村、村人でも人外でもとりあえず一回押してみてください。どういうふうなものか分かりやすいと思うんで。うん、そうだね。ありました。はい。 の仕の方とかかを教えんで大丈夫ですかああなんかヘルプを見たっていけるから多分大丈夫まあちょっとミスしてもちょっとうん,うんまあその結局タイミングとかは多分ここの村独特にやってたりとかっていうのもあると思うんでまあまあしょうがないうその辺は,はだから浮く,浮く可能性あるけどねえしょうがないよもう その辺は。他に質問ある方いますかはい。もうちょっと5番さん浮いて、メタ入ったりなんかね、名前で呼んだりとか。まあ、なあの5番さん名前呼び禁止だから、その辺注意してね、数字であの人を呼んでください。はい、じゃあ皆さん言葉遣い丁寧に。 あと、使用機能使い忘れないようにお願いします。スタートします。役割が、ランダムに決まります。そのままお待ちください。はい、スタートしましたまあ新規の人入ると、ちょっとね。いろいろあるから。ハりマさん、よし、ありがとう。うあなたの役割はりは、しに。 夜になりました。そのままお待ちください。ハリマさん、レイルーさん、ハルサンギフト、ありがとう。あ今 <laughs> いちご祭り、開催中です。ちょっと載せた。そのままお待ちください。 面人狼やってる人ちょっとメタ入りやすいから朝が来ました初日の襲撃はありません9番さんが発言しますはーいお願いします一発目なんでね一周しか危険分集中してやっていきますねはいえー、まあ基本的発言が中心には取れると回し一つ、あのそういったところで取れる要素っていうのはいっぱいあると思ってるから まあ流れそのものにもあるとは思っている。う,うと黒要素を中心に上げていけばあ全然いいと思っているっていうところ。<laughs> で、えーまあ、ちょっとね、あれっぽいんやけども、まああの2週目、ギフトリでスタートし,ました,、まあ、頭来たら時間を使ってください。ありがとうそれで、えー、例の占いは使用してください、えー。まあその後の展開に関しては、まああの展開次第で言います。 ぐらいかな、もうそれしかないんよねいうこと。まあ基本的には発言でおかしいこと言わんでくださいね。はい。変な行動するのもごはってやと思ってる。一番さんが発言します。はい、お願いします。まあ九番さんに関しては若干印象が悪いかな。例の占いは使用してください。 うん、まあこれは受け取り方によって変わるかもしれないけど、俺は比例の非占いすかしたかなってちょっと思ってるから、うん、まあ若干印象が悪いかな。やっぱ、ドーン進行ってやるからには、あの自分の身分っていうのはもう一切明かさずにポンってやるのがうまい、強いやり方だから、うん、9番さんがそれに若干ね、うん、うんちょっと俺は反してるかなと思ってるから、うんねうん、ちょっと印象が悪い。まあ、自分の思考開示としては アンサーに答えてほしいかなと思う例えば今俺が9番さんにこういうアンサーをしたから9番さんって俺のことをじゃあ次どう思うのかとかそういうふうにあの人に投げかけたらちゃんとその人に返した方がいいかなって思うそうしないとなんか無視されたら触れられたくないのかなとかって思っちゃうからはい以上です。2> 2番さんんが発言しますえそんなことを言っ 言ってなかったと思うんですけどねいや。俺の聞き間違いだったら俺の落ちとなんですけどなんか言ってなかったとは思うんですよね9番は別になんか普通のこと言ってて2周目かなーってほんと思ったんですけど一番これでなんか一番はあのー、まあ 9番は言ってないよってこの、この議論だけで進むのが怖いなって思いますね。この,の誰でも指摘できるし、で、まあ、うん、なんか議論がここの中心になってしまいそうで、言った言ってないが、まあ、言ってなかったと思いますけど、だから、1級さえつけると、まあ、そもそも9番は、 別に印象悪いこと言ってないんで、はい、視点が合わない位置ってのは、ね、あ、えりさんゲストありがとう。三、はい、番さん発言します。視点が合わない位置ではなくて、二目線からしたら捏造している位置っていうのが正しい表現だと思うけどね。まあそうだね。一番が言ってて、ああそういうの言ってたんだと思って思ったから、俺も言ったかどうかは定かではない。 まあ言ってたとしたら、まあ多少は透けてるよね。だとしたら。うん。ただ俺は話を聞いてるときはわかんなかったんで、ああ、そんなん言ってたんだと思って。まあ2番は言ってないって主張してるんで、4番以降でこの話はしていったらいいんじゃないかなと思ってる。9番は来る要素から話してほしい。うん、時間指定する。まあ普通かなと思うけどね。その秋は若干印象悪い。まあ、 これは拾えてないけど本当に言ってたんなら多少は透かしてるから一番の言ってることは正しいんだろうね。まあ二番が逆に正しい可能性もあるけど。はい。これはあのすかした記憶はないです。だからどっちかといえば二番よりですかね。だから。四番さんが発言します。はい。 まあ9番はバリバリ言ってましたね、での占いは二週目、使用してくださいって言ったから、9番がマスかしてる感じなのは、僕もうが悪いと思ってるし、まあ、2番変だと思いますね、まあ、その9番の話がま、あまあそれ、二三ともども9番の発言聞きようとは、ませんって思いますけど、2番がその1番の、その聞いてる、聞いてない議論で、そこを中心に議題されるの嫌だって言うんだったら、じゃあ2番自身、なんか、 新しい視点とか展開したらいいのになって思ってるし、まあ、3番に関しては最後途切れて聞こえなかったんだけど、意見が2番寄りってこと、それとも釣り位置が2番寄りってこと、まあ、意見が2番寄りって言うんだったら、僕は様とも視点があってないと思うのから、まあ、2周目はそこを聞かせてほしいと思ってて、まあ、3番が2番寄りの意見っていう主張するんであれば、3番はまじかなと思ってる。まあ、ただ一番変なのは2かなと思ってますね。2、3、9。この順番かなと思ってます。はい 5番さんが発言します、はいえー、っと9番さんの、えー、言ってることは、まあ、そんなおかしくないかなと思ってて、まあ、し1人目なんで、進行をはっきりさせてくれたのかなっていうのと、あとその後1番さんの方1番さんですけども、えーまあ、同時に使用するのが強いんだから、そういうのやめてくれみたいな、まあ、それもなんか別に全然あのはっきりしてて、悪い人はなかったです。 であと24さんもまあどそんなにきっかかんなかったんですね。あと3番さんがちょっとどっちつかずな発言してたんで、うん、なんか流れを見てるんで、ちょっとまあ怪しいのかな、潜伏衆みたいなのはちょっと感じましたね。はい。まあちょっと初日なんまあ1回一1週目なんで、印象はこんな感じです。6番さんが発言します。 はい、お願いします。あの、まあ、9番の発言は、その、内容としては良かったのかもしれないですけど、5番さん。あの、占いと例の出てくださいということは、少なくとも自身の占いと例のではないと受け取るのが普通なので、意味がないっていう一の指摘が、えー、まっとうになっております。で、 2番と3番がおかしいんですけど、まあまあまあ、5番さんもそうなんだけど、2番の最もおかしいとか4番化していがあったんだけど、ちょっと切り口は違うんだけど、この議論が不毛だと言った言わない。2番自身も一が言ったかどうかに自信が持てない。皇族の人教えてくださいという立場の場合に、そのあやふやな自信のない2番さんが聞いた言わないの話について、 九 1>, 1比較して1釣りとは絶対にならないです。七、はい、7番、3番、発言します。はい。うん。そうね。2番さん自身が九が、いや、俺は言ってないと思うんだけどな。でも1は言ったと言ったって言ってるからな。どっちなんだろう。でもこの議論で進むとまずいなと思ったときに、2番自身も。 結局結論分かってない状態で、それで1位怪しいって着地するのが変ですね。うん3番に関してはちょっと、その4番も言ったけど、最後、結論どうやったんやろうっていう感じ。なんか、え、9ってそんなこと言ってたのかなとかって、なんか単純に話聞いてないなと。普通に9番さんっていうのは、その占いトレーナーは2周目出て てくれっていう話だったから、まあ現状だと2-3リーチかな。五番さんは3だけにピックアップしたけど、なんで2弾いて、しかも2-4はいいって言ったのって、4点2釣りたいって言ってるから。コマちゃんでありがふっとう。なんかブレてる五番前いいしね、2-3号はいいしね。あなたの発言です。 うんとね、まず、9番さんは、まあ、2週目で占い師と例の師出てくださいって言った時点でも占いないのは透けてるのね。で、これ人狼でわざと言った可能性は俺あると思う。狂人から資料もらうために。俺は9番さんの狼って結構あると思う。で、2番さん結構すっとぼけてたのか、まあ、聞いてないふりしたのかわかんないけど、やっぱ2番さん怪しい。で、3番さんも、 まあ9番さんかばってるような感じして合ってないから3番さんやしくてまあ5番さんも9番さんの発言を逆の精査してるんだけど一応3番やしむ視点は自分合ってるからもうちょっと様子見ていいんじゃないだから923この3人を自分は怪しんでます9番ん番。 発言しますはいじゃあ110、110で出てくださいねまあ受け取り方の差やと思うよ、うん、俺はそういうつもりないけど、まあそれに近いことは言ってたかなっていうところ、はいうん、んだとしたら、まあ、マットう市になろうとしてた一番、対抗は、まあ、どちらかというと、強靭めかなと思っていたんだよね、まあ2、3、普通におかしいっていう目線がある、うん、普通やと思う。 2番の受け取り方は、うん、1番に関してあの違うっていうのはね、うん、そこでは黒く似る要素にはなりえないかな、受け取り方次第やと思っていて、うん、あの4番以降、4、6、7、あここら辺までは言っていることはそうやと思っているよ、まあ、8に関しては、9に関して、まあ、全体的に、ね、あの言うんやけれども、俺、進行提示を5番に説明しているだけであって、俺自身が役がないってい、見回しをした覚えがないから。 あの役に触れたから飛躍が透けましたっていうのはまあ、総計やと思うけど、これは。っていうところかな、うん、まあ、3視点において2がその発言をしてて、捏造っていう言葉を使って指摘するんであれば、多分三3視点って2を釣り押すべきだと思って、今日この盤面で言うんであれば、例のいかないんであれば3釣りでいい。 じゃあ5番って何ってなったときに2番の色を知っている人物、さあの3番、5番のちゃん人物が1番、5番で、まあ、時点で5になるかなっていうレビュー。それ以外別に特段おかしいこと言っていたと思っていなくて、まあ、受け取り方的にだったら、まあ、それはわかるよっていうだけの話。かな。うん、まあ、8から9に対して、ろう目がある。 じゃあそうなった場合9番が言う意味ってあるのかなと思ってるから要注意は8やと思ってるけどねまあ基本的には今のところは3番5番いずれかでって考えてたんやけど俺はまあ2から5白出てるからワンチャンあの1三とかも1番さんが発言します はい、いお願いします。まあそうですね9番さんは、うん、もう誰がどう見ても例のない発言してるからもうあの芯はもう決め打つべきだと思いますけどねはいえっとあのそうですね、まあ、ちょっと2番さんに言うんだけどあの今日霊のから行くんだったらも,うもちろん9位ってであのまあ棋士出した方がいいのかな そこはあの、分からん。もう2番さんに任せるわ。2番さんの時間指定すればいいと思う。まあ、俺は騎士出した方がいいかなと思う。うん。一応、まあ、占いどこに飛ぶかわからないからね。うん。まあ、グレード怪しいのはやっぱ3番さんですね。別に9番が釣り落ちてるから、別に9さんはないとか、俺、そういう別に精査しないから、平和村盤面だと。うん。まあ、その、2番さんがその1番をなんか視点が。 合わないで釣り寄してでそ,れででそれだったらじゃあね造で釣りをすべきなんじゃないので3番が2番に行ってるから多分最後3番さんって12だったら2寄りっていうような発言を最後したから多分着地点と合ってないから3番さんのその思考だと2番に対して熱つ造で釣りをすべきなんじゃないのだから多分2番に釣り位置が定まるべきなのになぜか2寄りってなって。 ちょっと着地点がおかしいから、まあグレーだと3番さんが一番怪しいかなっていうような現状ですね。うーん、海に関してはちょっとわかんないかな。まあ2、3叩きっていうので、もうほとんどみんな終始してるから、うん、まあちょっと難しいところだけど、まあこれ多分多,分多くの人でもう決め売ってるかなと思う。明らかにだって9番さんって異例の日占ないすかして発言してたから、うん。 まあ2番さんの騎士に関しては指示お願いします。小太郎さんギフトありがとう。2番さんが発言します。はい。じゃあ115秒で騎士が出てきてください。さっさと。あれ出ない,いや。出ない理由が分かんないですけど。うーんまあ。 急に席目打ってグレー行きましょう今日。はい。えー、っと、まあ、9番は、うん、あの、5、片白で5の精査なんていらないでしょ。二人狼の精査、まあ、別に絶対白とは言わないけど、5の話はいらないですよね、どう考えても。騎士もあれやし。ああ棋士出ないんやったら、 じゃああ本げようかえー、っとねまあ6は外したいなとは思っててあもう騎士出ないやつしょうがないなえー、っとまず3番に関してはああそうなんやそんなこと言ってたんやって言ったのが気になったかないや言ってないでしょってちゃんと話聞いてたんだったら思うからまあ俺はそう正直9番の、まあ、その言い方でも別に比例の 占い透かしたとは思わないけど、まあ、9番はそういう発言を取る人もいるのでちょっと潔すぎるかなと思うんでなんか普通になんか陣害黒塗りしてきたなってシーンだったら思うはずだし、うんまあ、ちょっと発言もあれやしなんか5番とかああ7騎士ね、まあ、了解です。えーっとじゃあ えー、今日はね348たりが怪しかったけどね4番がねおかしいのは239ってそんな順位付けできた23とか思って何それみたいな,なんか順位付けし無理やりめちゃくちゃしたように見えたよね人狼でだから8番おかしいのはまあ普通におかしい。 2番にアドバイスしておくけど俺はこれかかもどちらかといえば9の方が似てたと思ってるよ3号がやしって言ってたのにあの3 5を後ろ出てるの忘れてんのかなと思ってたけど2が5後ろ出てるの把握してたんで9の芯はなさそうだなと思うけどだとしてもでこの盤面って基本的には12番面ってオオカミが出てる盤面が多いのよね。 で9ってヘイト買ってるから、オオカミの可能性が高いとは思ってるんだけど、その逆手を取って1が出てる可能性もあるから、俺、例の君打ちほどまぬけな負け方ないと思ってるから、これは9に行くよ、はい。相当弱いよ、相当弱い。俺は例のにオオカミがいると思ってるし、2番が1人オオカミを見つければ自動的に勝ちだと思ってるから。 もし仮に1番が狼だった場合って、不毛なゲームでしかないから、こ <laughs> れ、霊能は絶対釣り切った方がいいと思ってる。で、あの霊能に関しては、あの狼でも正しいことを言えるから、これって別にライン切ったり繋げたりする必要がないから、霊能で出てる場合って。占いで出てる場合は、ライン切ったり繋げたりっていうのは意識しないとダメだけど、霊能で出てる場合って、本当に思ってることを言えばいいだけだから、それで芯取れてしまうから。 だから俺、決め打ち焼は絶対したらダメだと思ってる。まあ基本的には9が偽だと思ってるから、おそらく9とライン切ってるところに狼がいるんじゃないかなと思ってる。8とか ?4 か。6はうん ?9 が狼やったら6は薄くなるね、だから。はい。9が狼だとしたら多分4か8が狼だよ、2番差。例の移って3番がやすともには3番はない,ばい,いし。 ただ霊能の決め打ちだけは絶対しちゃだめ。ますまあ、三級人狼とかじゃないですかね。まあ、2番さんに言っとくけど、僕は別に順位付けした覚えはありませんね。まあ、2番が一番気になると言ったけど、だ2番さんが、まあ、2番さんは全く話を聞いてないのは、まあ、事実なので。 まあそれを受け止めて、まあ、やった方がいいいと思いますよ、はいまあ、3番視点で9の死がないって言ってるんだったら、まあ、それ、釣り切るっていう発想にまずならないのとあと9番から3番ってまあ視点破綻以外にもまあ別に3番視点許容できない発言してると思っててだって3番が三番がね造してるんだったら2番通りすべきじゃないって9番から言われてますけど、まあ、でも3番って2番,の、えっと、2番がその話を えっと、2番が持ち出したその話を実際に9番が言っているか言ってないか1周目は分からないって明言している人物だから3番視点で絶対9番のそんなグリップ不当に感じると思ってるし、まあ、それでまあ9からいきますとは言っても結局、例のを釣り切るっていう発言だから、まあ、9視点でもそんなに 3, 3番1本っていうわけには向かないだろうからだから別に3番、9番のラインがあるだろうし、まあ、その場合は5番が強めなのかなと思いますけど。 ぐらいですかねまあ8六だったら、まあ、8番が、まあ、5番の精査ちょっと甘いなと思ったぐらいだけど、まあ、基本的にはなんか3番9番っぽく見えてるし、まあ、3の発言が変だと思うので、まあ、6番8番3番だったら、まあ、現状3番投票って感じで、まあ、9番老熟発生から見たときは9番が3にしかして向いてないし、まあ、3番の今の発言からも まあ三番九番人狼とかはあるのかなと思って聞いてました。はい。かな。はい。参ります。五番さんが発言します。えっと例のですけども、まあ九番の方にせめに見てます。で理由としてはちょっと焦った感じがあるのと占い結果が把握が遅かったんで若干ムラっぽくはないかな。 ただ、決め打ちできるほど差があるかっていうと、個人的にはそうは思ってないんで、例、まあ、から手をつけるなら9、9番からかなと思ってます。で、グレーからいくとすると、まあ、えー、4番の人外志あ、すいません、4番さんは、えーまあ、ちょっと占いとライン切ったりしてるんで、まあ、ちょっと村っぽいかなって感じで、うん、3番さんは結局何、何がしたい、なんだろうな、し はっきりしてないんで、なんかちょっと気になるところですね、やっぱり。で、6番さんと8番さん、まあ、6番さんは結構、えー、1周目は、えー、そんな変な、6番と8番さん、そんな1周目、そこまで気になる発言はなかったんですけど、どっちかっていうと、6番さんの方がはっきりしてて、ムラで、8番さんの方は、まあ、僕,に僕にも触りつつ、えっと、2番、3番が陣害。 人外っぽいって言ってたんで、ちょっとそのあたりが、うん、引っかかってるような感じですね。はい。とりあえず、そんなところです。六番。さんが。発言します。いや、もちろん九番一番の内訳がはっきり分かってなくて、まあ、九番の偽目には見てるんだけど。 一視点で、9が狼の時の9三のライン切れって言うんだけど、俺この盤面が整理してる段階で、9三の二色ってないと思ってるんだけど。違うかなだから1番が、その、9番が3番釣りをしてるから、そこはね、釣らないってくならない。要はライン切れ追ってる発言だったんだけど、9三の二色には見えないな。この盤面だけでね、強人が、 出てこなくて、ほぼ2番か3番か釣られるタクで、2番から新役所でさたらもう終わるわけでしょ、だって。で、グレー、西周目は3番おかしかったんだけど、まず4番、さんは2番勝ちされてるんだけど、順位付けしたつもりはない。いや、してたんだよね。確実に2、3、9っていう風にスケール上げてたから、それを上げてないっていうんだったらおかしいなと思ってて。で、 最初の思考の吐き出しが3級の二郎でしょ実施だ、まあ3級の二郎って見えてない9が仮に二せ目で見てるけど、だからなんで3級ってスパッて出るのかなっていうのは不思議。あと8番に関しては、9235って言及がある中で、5番が3釣りが合ってるから、5番はとりあえず、要はステデリーってことでしょそうはならんと思ってて、7番みたいに5も含まれると思うの。 も5番ある程度ね、あの寛容にした中でも、やっぱり5番は注意しないといけない存在だと思ってて、軸になってたのは2番の発言、これ2、まあ、申し訳ないけど、2番の発言が軸になってたから、でそれについて3番がね、あのおかしな制裁をしてるってなった時に、5番が人用村評価して、その人用村評価してる5番を8番が許せるはずがないと思ってるから、あぐれ、2周目に関しては8番、4番、7番くらいかなと思ってる、はい、7番。 さんが発言しますはいも俺も9番、まず狼と思ってないですね、9番側の状況で結構指摘が入っていた、占い霊能ないのを透かした9番だから、逆ないの透かしてるよねって指摘が入っていた中で、9番狼がしかも占いじゃなく、霊能で出てるってほぼほぼメリットないし、うん、その場合って結構、9番って初日に釣られかねないから、絶対、つつかれるわけじゃん だから、一番視点って少なからず9番って強靭だとかさ、なんか釣り切られに来たとか。うん、例えば3番を保護するための9番強靭が出てきてとか。なんかそういった視点が落ちるんだったらいいんだけど、シンプルに9番っていう視点は、6番さんの言う通り俺は追えないね。4番もなんか3級って言ってたけど。うーん、9番本上で例の出るめっちゃ弱くない初日から。 占い霊能ないって透かしたからっていう議論で進んでる中で9番が狼で,でしかも霊能で出たって言ったらかなりのねもうなんだすご,すごいプレーよ 2>、うん、で2番さんはグレー詰め最初したいって言ったよね3番さんのその霊能は釣り切った方がいいっていうのを一定数通ってるから 4番が3番に対して例のんか何で釣り切るの9番偽って思ってるんだったら1決めてばいいじゃんって3番が言ってるのってそういうことじゃないから1の偽もあるでしょっていう疾病で言ってるから4番の3番指摘も変ようんかなと思ってるけどその4番とか8番さんとかまあじゃあ聞きたいけど9番のオオカミで占い例のないの透かしたよねって言って出てきて でなおかつ自分で HP 下がって、狼出た場合って、絶対に心霊能出るわけじゃん。で、釣り切りってなった場合にさ、絶対 Q から釣られかねないでしょ約束化したのに、Q は霊能ないんじゃないかって。これを狼でやってるっていうロジックを教えてほしい。俺はないと思うよ。霊能釣り切ろう。 あなたの発言ですうんちょちょっと待ってあの4番さんと5番さん機士貸したりしてない7に俺7の考察聞いてあんまり真に見えんのだけど大丈夫ね4番5番とか貸してないね7にじゃ7番新棋士ねまあそれだったらもうの3九六の三人がでしょ。 まあその理由って3番さんって9の発言聞いてないやろ ?9 の発言聞いてないし、9番さんって占い師と霊能者は2周目に出てきてくださいって言ってるから、霊能ないの透かしてるから、9番の霊能ないし、まあ、5番怪しんでるじゃん。把握漏れもしてるし、9目線って8釣り寄さんのがやっぱおかしい。なんで俺最終位置で9番釣り寄してるのに、8番が怪しくならない理由がわかんないから。 俺はもう一心決め打ちでいいと思う。あと棋士出そうともちゃんとしてるしね。平和だし。やっぱ一が真、九が偽で。でね、六番さんが怪しいのは、まずね、その位置で二番一本には俺ならんと思うけどね。なんか俺に対して七番さんのように五番怪しむ視点を持たないとおかしいって言うけど、六番さん自身は二一本しか怪しいんでないじゃん。 9番とか占い例のないの透かしてるとこ叩かずにそこをかばってる 3? そこをスルーして21本よそんなんないでしょで1番さんが言うように3級ってあり得るくねだって3級ローロの時って9番例の言うたら0ローラになるから3番弾けるじゃんで3番強めだから占い外そうとかなるからまあ、369の 三陣街でしょでも三番行くよ。占い師がグレーからって言うんだから、今日三釣りね。内訳わからんけど、三六九の三陣街でしょう。三番行きます。投票してください。アバターをタップして選択できます。 投票を終了しました。追放されるのは九番さんです、はあ。あれ？九番。九番が発言します。八って三行くって言ったのに放棄？ああ,あ、あそもそも六番黒くないよ全然。 うん、6番の言ってることはすごくまっとうやと思っているし、九支点において8番にらみましたよ。あれシ俺レクリックできてなかった。四支点が二周目だいぶ黒くなったなと思っていて、だったら3、9って追えなくないっていうのは、絶対的に6番、7番の思考の通りやし、 うん、3番のおかしいところって、9番が殴られてるっていう状況に関して、そこ全部、あの人外でにらまんのやって言ってるんけど、言ってること自体、4、6、7、8とこうあの突っ込んでる以上、そこに関しては全う、でもただ8番の言っている9番狼おかみであの、白結果をもらおうとしているっていうのは、普通にありえんでしょって言っているのね。だから8番は要注意だよって、その,その思考の中、4、6、7の思考の中で8番だけが要注意になるよって だとした場合って3番、9番っていう見方がまずないと思っていて、5番が強陣だった場合って、まあ、ほぼほぼ1、3で終わると思ってるけれども、そうじゃなかった場合、5番が村だった場合、まあ、こっちの方が今、本戦で見てるんやけれども、うん、あの1番強陣、3番ロー、4番、8番、いずれかにローっていう形やと思ってる。黒を狙うんであれば、2番、3、4か8、白を狙うんであれば、もう消去法で6しかないっていう状況下になるから、俺は。 でそもそもあの、うん、平和としての信仰を取って9番釣りから入るんだったらあの騎士、騎士は出す必要性あるけど、俺はその必要性ないと思ってるから出そうとしてないんだっけ。ニグッチョブ狙えると思ってる。えー、ちょっとみんな俺、押せてなかっただからこその発言やと思ってほしいね。うん、俺、押せてなかったでさ。じゃあ1番に関しての人外要素どうこうっていうんであれば、釣り切りは必須になるよね。うん、100%。 四番八番の考え方がおかしいから、まあ黒、黒狙。うん、俺。うん、絶対的にやるべきだ。みんな見てなかった絶対俺。押したつもりだったんだけどな。反映されてないかな。ん。ちょうど目つぶってた。く,さくっそー、これも、お、なんで骨折を切れだったり、投票できてなかった。 コテちゃんギフトありがとうアップミスかなそのままお待ちください や、襲撃された人はいませんでした。三番さんが発言します。えー、四黒か。四黒。ああ、九白。九白か。ま、九白やったら四黒はあるよね。 これ一つ思っといてほしいのが、1と9が両方とも3に出ってるっていうことは、これがたとえ信教だったとしても、まあそれは4つるけど、それは4の方が2世しかない。1と9ってたとえ信教だったとしても、俺のことを村だと思ってこれ投票してるってことを認識しておいてほしい。9一郎つんなら1は絶対つった方がいい。4つって1をつるべきだぞ、俺は思う。 神教だった場合か俺はまあ一番釣ってから言いますけど現状は8の方に向いてるどちらかといえば8の放棄もそうだし3に行きますっていうのがだって8って3に占いを吸いたい三強人あるんじゃないかって言ってて396が人外だって っていう場合グレーズイの場合じゃあ6じゃない ?8 って。なんで強人の可能性のある3からいくのただ現状はね言ってるように俺は例のは、ね、狼が出てる可能性が高いと思って7番さんはないとか言ってるけど強、うん、人こそまあ強人もあるか。強靭もあるか。 とっていうか、1級が信教でも、親路でも、俺の狼はほぼないことを考えてほしいかな。親路だったら絶対ない。俺のことをほっといて出る意味がない。だから、一番の狼はない。あって、強人でも、一する。コタローさんが2人ありがとう。4番、んが発言します。はい、いや僕、勝チ棋士なんですけど、いや、別に7番、アーマーだと思って貸してたんですけど、2番乗らなきいけって6でしょ、発言から聞くに。 まあ6白出てんのか6黒出てんのか分かんないけどまあでもまあ多分結果があったりするってことはまあ6白なんかなうんで1番って9番白結果出してる状態だからまあ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 別にあれじゃないじゃじゃ8番復帰してる83ローロとかもあるしあまあ6番まあ六番黒とか出てんだったらまあまた視点変わるんだけどまあ うんあ。ごめん、発散ないわ。あ、発散ないわ。うん。いや、いや、あの、2番さん結果語り解造してくれるいや、じゃあ2番2つに次なるけど。え、じゃあ7番と2番人以外ってことじゃあ7、んじゃあ潜占いが。え、これさ、これ5番さん潜伏占いとかじゃないえ、5番さんなんか役持ったりしないこれ。 陣害七がこれ降りない降りてない状態なんで人害の可能性高くて2番がこれ結果たりちょっと変更したい意味が分かんないから2番が人害で5番探しうらないしとかあるんだけどんいや、まあ、おかしいと思うけど えどうぞまあ2番が結果語りだと思うんだけどじゃあじゃあ今日普通に7番さんいってくださいねはいこれこれ5番さん占い師とかじゃね信占い師だったら今すぐ使用した方がいいですよ普通に、はい、7番さんいってください7番がこれ村で合わしてるのかなって最初思ったからかしたんだけど違うのねうん7番5番さんが発言します えっと、まずし、占いではないです。で、うん、まあ、とりあえず、今日、とりあえず2番さんで平和が確定してる、今のところ確定してるんで、まあ、2番さんは真だと、対抗が出なければ、まあ、真確定かなって思うんですけど、うん、なんか4番さんの発言聞いてる感じ、なんか4が、 棋士の僕,僕も昨日ちょっと棋士出るのはもったいないかなと思ってたんでうん、4番さん、本当に棋士で結果がたりしてる可能性ってあるんですかねまあ、とりあえず棋士に手をつける必要ないと思うんで、今日は1番釣りでいいと思ってます。うんで,、まあでこ、このタイミングで平和出るって結構、狼的に焦ると思うんですよね。で3番さんは うーんだからちょっと今日はちょっと村っぽく見えたかなって感じですね。はい、で、まあ、ちょっとうーん、はいで、もしなんか占いの結果語りとかだったら、うーんまあ、撤回してほしいし、まあ、潜伏がいれば、潜伏占いとかがもしいるなら出てほしいかなと思ってます、まあ、今日は例のお釣りでいいいと思います。 6番さんが発言しますはいなんか奈山さん人外数が合わなくて今俺困惑しちゃってるんだけどあのー、41の5強とか8強とかあんのかなって思ったり8番が昨日俺に当てた2を1本指定してるスケールがもう6はねおかしくて936の陣内だと提出する場合に。 もうそれって、1周目の要素で、だったら、9、2、3、6じゃない ?5 が2周目で許容できて、6がその要素で、3番、4番より飛んでね、まあ3番も入れてたか、4番飛んで6になるのであれば、もう初周のスケールに含まれてるはず、2周目で視点更新した上でのオーラス精査を落としていて、 まあ、6がおかしいというのだったら、まあ、8、各人内かな。投票法規含めて、なんか、強靭アピールしてるか、まあ、強靭のふりしてる人狼か。ただ、1番が急所ってなった時に、今の5番の発言とか、8番考えると、まあ、1の人狼もあり得るのかな。もう4がもうほ、諦めてる14人狼すらあるのかって思ってしまうかな。まあ、1番さん、スピンだったら、あれなんだけど、 俺はそうう思思っっててしまう仕方ないと思ってちなみに、多分これ、村として6って釣り入らないから、ジンが俺、攻撃しても無駄だと思ってて、どうかな、まあ今日とりあえず4は釣るんだけど、いじは4からね、100%は信用できターさん、久保婆さん、おあかな、まあ、そこから、まあ、1番の将軍についてはまた明日た、まあ、7番だけは信用できるんで、まあ、話聞こうかなと思うけど、まあ、正直、まあ、3番より8番の方が俺自身は怪しいと思ってる。 かな。はい。かな、まあ、一番、新書する場合に、四、黒出てるんで、その相方精査、今の五番の発言どう思いますか。七番。三番。発言します。はい、まあ、釣りたくは、四、釣って、一、釣っては固定ですね。確定、確定でします。はい。 で6番狼の時はもうこの村勝てないそれぐらい6番に狼要素っていう要素がない俺が言おうとしてたこと全部先に言われてるからうん Q3 が見えないって言った視点もドンピシャかなうんあと3番自体が霊能から行くんだったら別に俺から占っていいよって2番に対して問いかけてる様があんまり3番狼に見えてないからまあ仮に9番が偽だった場合は9番教師の1番んでえっ、ー 4番「3」が実施しました夜になりましたそのままお待ちください。 お待ちください昨夜襲撃されたのは2番3です3番さんが発言します 一応あるかもしれないね急強で4八牢とかあんま見えないんだよね。だって初日に関して4が3に来てるんでしょで8も3に行くと言いつ,つ放棄するっていうのは多分8が狼だったら3に来そうな気がするけどねまあもちろん0ではないよ。4と8が 2, あの2票とも3に入れた場合って LINE 見られる可能性があるからわざわざ外してる可能性はあると思ってるけど。 7がいるように6は追いづらいそうなん普通に見れば3九郎って見えないはずなんだよねだから4の視点とかは絶対的におかしいから9がまあ9がオオカミじゃなかったんだけど9が陣外の時は4八にいるっていうのは普通の意見だと思ううんだから9九4八があんま見えないんだよ俺。 1> 1 6と8を比べた場合はうんいや俺は決め打ちはしたくないんだけど現状は8の方がおかしいなぜ放棄したかお聞かせてほしいし言ってるように3番が占ってもいい っていうことは3番の教授の可能性があるって8番自身が言ってるんだからその場合って936を陣外で見てる場合6投票になるんじゃない発言としても。その回答が欲しい。6ね。うん。まあ現状狼らしいとこはないけどただゼロではないと思ってるよ俺は。 今日は一に行きます。それは五番さんが発言します。えっとまず霊の神狼があるかっていうところで、まあ一番さん狼にはあんまり見え、うんまあ一番さん狼だったら そうだね。2番を初日に噛むかなって、噛む必要がないかなって、なんとなく思うんですよね。だから、1、まあ、番釣りはする必要はないんじゃない、まあ、強人だったとしても、偶数になってるんで、まあ別に、うん放置でいいかな、例の心境で見るんで、今日はグレー釣りからでいいのかなと思っててで、4番さんが、えー、っと、 自首したのはななんでだろうな4番さんが自首したのはちょっとよ,よくわかんないな。で3番さんがまず1番釣りをしてるのがちょっと不思議で、えー、霊能新オオカミを見てるのかなっていうのがちょっと気になるのと、うーん6、8だと若干、まあ、8, 8の方がオオカミっぽいような感じがするんで、まあ、今日は3番さん釣って、えー、6と8で悩むような感じかなと思ってます。霊能はう 例の狼だったらうーん例の狼あるのかなちょっとあんまりあるとは思えないなとりあえず例のとオカミノコリかなと思っあ違うな例のまあ、ちょっと混乱してきてるんで落ち着きつつとりあえず3番さんかなっていう感じですね6番さんが発言します 1>, まあ1が死んでもまあ3球という精査を第一線にこうやっぱり持ち出して精査してしまった心霊のもう一度あるかな4番が字幕しないで耐えてた意味をねいろいろ逆精査じゃないけどいろんなこと考えたりしてるんだけどまあもちろん1番んだったらね基本的に実戦8三3で勝ちなんだけど 一応確定で、っていう精査を受け取れてないのと、やっぱり今、5番の発言消えちゃうと、まあ、8、5、で、しかも5支点で3からって言われちゃうと、まあ、危険だな、これ。でも、やっぱり1、いくかな、4、1あるような気するんだよな、4支点で一応、まあ、決めたいというその思考もそうだし、うん。 なんか四一郎の、どっちか強靭走ってんじゃないかなっていうイメージがあるけどね、今の話に聞くと。あと、まあ、基本的に3番、8番って、多分六6番にあのヘイト向けたら、今のところ8番寄りなんだけど、3番が6番もなんて言い出すと、どうなるか分からないぐらいのレベルだと思ってるから、やっぱり初週の印象よくないからね、3番さん。ただ、2周目、投票を含めて、8番の政策がおかしいということだから、まあ今日とりあえず1いきますね。 一応、しんたるよさは拾えてないかな。精査上はね。はい。七番。さんが。発言します。おかげち釣りますうん、例の進路のケアです。ケア。これ一番さんがしんだった場合は、申し訳ないですけど。その進行、は揺るがないですね。で、あの。村支店に立つと、五番の共鳴も若干あるんで。 グレーから行こうって言って PP 狙ってる5番狂陣っていうのも十分あるんで今日は1は絶対釣りますあとは誰が一番狼行動してるかだよね4番人狼基軸で相方となる一番なり得るのとりあえず9番は白だからマックス狂陣なわけでしょで、位つって終わんなかった場合っていうのは4の相方が、えー、3、6、8にいるわけですよね8番は初日3 3怪しんでる5番は弾いてで、グレーから行こうって言ったわけよね、3番は。あ、違う、8番は。うん、まオカミはあるよね、3番から行くのは。霊能信教で、まあ。どっちでもいいけどね、8番オカミの時は霊能釣り切りとも言えるし、8番に関しては一応、霊能にオカミが走ってる可能性もあるって言ってるから、だから1級釣り切った後にでせれいいんじゃないか。 で、霊能から行くんだったら別に2番か3番占えばいい。狼で言うんかね<ー>それ。霊能釣り切って、俺を占ってくれって。うーん。五太郎さんゲストありがとう。6番ねえ。5、8。うん。 6番はもうずっとマット位置いってるからね4番に指摘を入れて1番に指摘を入れて怪しい要素ないんだよな今日は1枚あなたの発言ですえっとね まずちょっと説得するからまず5番さんと7番さんと1番さんと3番さんよく聞いてねこれ4ローローの急遽4六ロ々の急遽の理由説明するからよく聞いてまず俺は3番さんに入れたつもりだったけど反映されてなかったから3番押したんだけど反映されて放棄したわけじゃないから反映されてなかったで4番さんがなぜ7の位置で自首したか考えて 俺に喋らしたくなかったのよ。なんで喋らしたくなかったか考えたらわかると思う。俺が6の牢徹底的に追ってるからよ。俺が6の牢追ってるから喋らしたくなかったのよ、4番は。でね、7番さんがなぜ残されてるの初日7紙でしょ初日7紙のとこをなぜ2噛んでんのそれ7番さんが霊牢らしこだからよ。 7番さんが確実に霊ラしてくれてるから5番さんが言う通り。5番さんが言う通り2から噛んでる理由って確実に霊ラさせるために7番残されてる。だからそういう意味で霊能は神経わかるね。で9番さんは、占い師と霊能者は2周目出てく、え聞こえない聞こえない他の人は聞こえるんやろだから、 あの、6で終わるから、6で終わる。あの、9番さんは出現してる、出現っていうより、占い師と霊能者は2周目に出てきてくださいって言ってる時点で、霊能じゃないから。だから3番さんね、3番さんは、ああ、もう6に評回集されてるから、あの、5番さんと1番さんはわかるよね。 あの右で怪しいの一番怪しいの3だからで6番が3番怪しまなかったのってもう3番釣れるの分かってるから評価集してんだよ今日6釣いね6釣りよ6八ン6八すはいまあ八番さんの考察はもう完璧かなと思ってますね。 あのまずバ番さんはもう明らかに出現してる、もうこれ村のみんなでもう民意でしかもバ番をせあのせ出現してるっていうので、民意でもうバ番を釣ってるんだから、うん、でここで一名は俺に使って、あとグレー、明日た8、6、3で、こんなグレー、三グレーで勝てますかっていう話なんですよ、まず一つで。あとバ番さんのもう一つ偽要素が、きのーバ番さんって、えー、と1日目ね、3投票してるんで。 壊れてるから、3なんていうグレー1が釣ってしまった場合91の,、えー、の次の日、決め打ちが入って9番が釣れられるから,だから9番は絶対、霊のローラーにさせないといけないんですよ、芯だったら。だけど3投票してるっていうのが、もう芯じゃないじゃないですか、明らかに。もし仮に3投票して3が釣れた場合にあのグレー1本釣ったんだから次の日は霊の決め打ちに入って、絶対9番って死ぬんですよ。うん だから9番が真だったら、そんな3投票なくしてる場合じゃないんですよ。だか,からこれが9番の偽要素。打つっ俺は3か6だと,俺は6だと思う、俺も正直。3番さんはただ単に、あのちょっとし、信仰の,あのな、なんかそういうさ、例のローラーがしたいっていう、もう多分信仰の持ち主だと思う。6番さんが怪しいのは、3番さんが俺に来てるんだったら、俺は3番さんもちょっと考えないといけないって言ってるけど、 なんんかかそれが俺は分からん普通に6番さん目線だと全然38ってフラットなはずなのに、うん、なんで3番さんが6番さんを白く見えてるから多分6番さんが3番さんに票回収してるような行動だと思ううんとりあえず今日6に行こう回 <laughs> 1個が18い一番ローなら7からかむよ 七番レイロの派だから。いや、クラムさん死んだったらちょっと無理を一度作りすぎやわ。占いストレン投票を終了しました。追放されるのは六番さんです。六番さんが。 マジ,マジでえご5番がさえマジこれまあ一の芯が確定したということで。 うんまあ、もし8が、まあ、村で、まあ、6四でって1勝するんで今日1位投票いけないんであれば、まあ、8釣り免れないんじゃないかなと思うけど3番もやっぱ1周目かなり能度があるから,だから迷うって言ってんじゃん。8番が 昨日6番に当てた21本をおかしいって1周目の要素で上げられるのであればだってもう8番が1周目にスケール上げるときに6って入ってきて当然なのに9235<や>は3番の釣り位置が合ってるからとりあえずいいって6のにつって全く触れてないじゃないおかしくない 5番が3、1本合ってるから許容できて、6が2、い5番だったら6行くよ。5、ちゃめちゃじゃ6、い3に集まらんから。これ3番も4、3のね、めちゃめちゃバリバリのライン切りとか持ってるんよ。3がおかしかったから。おかしくて4がとうち。ただ、4番の2周目の発言、かなりおかしかったから4、4の人狼あるんじゃないかって言って、6、4で。で、例えばもう1のが新名やから、鶴にしても9からさ9投票して。 まあ、もし8目は自分でフリ、うん、いや5番強靭だったらあそこ6でいい5番強靭の時にも1のご主人分かったら1の投票に合わせるから夜になりましたそのままお待ちください お待ちください昨夜襲撃されたのは7番3ですあなたの発言ですえーっとね あの5番さんあの俺は3行くから俺はもう9番さんの1周目の占い師と霊能者は2周目に出てくださいでも俺は9番さんのシーン追ってないのよ9番さん追ってない時点でもうグレッツめいけるのよねで2番の占いもグレーからいきましょう9のシーン切りでいきましょうという状況で俺は3番タップしたんだけど反映されてなかったのね で、俺は46と思ってた。4六四番3釣りをしてることと、6番が3番やしまない視点が合わないから、だから64で切ってるんだろうなと思ったのよね。で、6番が9から釣ろうとして、1まで釣り切ろうとした64に見えたけど、まあ1番。一番で終わり。まあ1のローもあるけど、それはもう9番さんが。 ちょっと落ち度作りすぎだったと思うよ。占い師と霊能者は2周目に出てくださいで霊能しようやろで5番の白ハーク漏れやろうんだから俺は3番さん行く。もう5番さんが強靭だったら絶対あそこ6位入れてるから3番に捨て票したら1位のご主人釣られる可能性があるから5番の興味がないのはもう見れたから3番行きます。 一番さんが発言します。はい、まあ三番さんに行きますね。俺も。うん、まあ俺も正直ね、三番さん本当信仰だけで、うん、あの俺に行きたがってただけの人物かと思ったんだけど、まあ六番さんが白って言うんだったら、もう三番さんかな。うん。 まあ8番さんが狼だったらもう俺にねバリバリすり寄りすぎだけどもでもきついからね8番さんが狼だったら絶対俺にロラーかけようとするからもうみんながだって8番さん視点でも多分俺って真に見えてるはずだからみんなが俺俺釣り俺釣りって言ってる中であんなに力説してグレーに行こうとは言わないから3番さんかなと思うかなもう95%ぐらい。 あちなみに俺の狼はもう100ないっすよ、この盤面。うん。俺が狼だった場合って、まあ9シーンになるでしょそうすると、などこが強人かって話になるんや。まず6番さんと俺に投票してる時点で強人じゃないし、まあ他にあと今強人しようがない時点で、もう俺の狼もないっしょ。うん。まあしたがって3番さんにもういきますね、ほぼほぼ。まあ。 あとは何だろうまあ八幡三狼だったらちょっともううますぎるかなさすがに俺のうん心霊能をもう最初からもうあの決め打つ覚悟で二縄グレー二縄を使い切る覚悟で、うん、体張ってあそこまでするっていうのは俺はちょっと追えないかなやっぱり俺に手をかけてくる三六っていうのが、うん、もう俺は狼でしかないかなと思ってるやっぱ九一正査で一が神っていうのも明らか以上です 3番さんが発言します。まあ、一番が柔軟な思考を持たないなら、まあ、反省の材料にしてもらったらいいんじゃないそれは一番は真、真の場合って、それはね、自身のことを釣りたいっていうふうに言っるだろうけど、芸能釣り切りっていうのは絶対に村目線だから、絶対村目線。一番さんはそこをよく考えた方がいい。 で8番って、俺が言ってるように、8、4、狼だった場合って、えー、4が3に行くって言ってるから、8に3に絶対行くって言ってるんだよね、俺は。でも、8番が放棄してるから、4、8は見えないのかなっていう判断をしてるけど、8が3に投票して,していたっていう断言するなら、もう4、8、ロ6でしかないよ。言ってるように、8番って、9、3、6が怪しいって言ってたよね。3番って占いをもらってもいい。 えー、強靭だ裏谷を吸いたい強靭だって主張してるんですよねその前8番目線って3投票じゃないから6投票だから絶対に8は一にすり,あのすり寄ってるだけですよあなたが村だった時のことを考えてください例の祭り切りですセオリーが絶対強いから、まあ、この盤面はほぼ一がが真しかないと思う 言っているように6番が強靭だった場合は1位に投票しないからだから1番が1番目線なんで8番が白く感じのすり寄られてるっていうのが何で分からんのかなと思うけどあなたが村目線だった場合霊能は釣りきらないんですか俺霊能決め打ちだけは絶対やったらダメだと思ってるからそれで負けた時の間抜けプリットがないから それぐらいかな、八番。四八。ライン切りですよ、四八なんて。五番。うん、まあ、レギュラーったら、三つられたから、もう。 えっと、やっぱ1番さんは死んでみてて、やっぱ昨日の発言であった9番さんの初日3投票がや、やっぱとやっぱ死に見えないっていうのは完全に同感で、やっぱ1番さんは死んでいいかなと思ってます。で、えー、っと、3番と8番さんどっちか狼って考えたときに、3番さん狼で僕残すかなって思うんですよね。3番さん狼で、えー、だったら間違いなく、今日、まあ平和出る可能性はあるにしろ、<あ>え僕、 まあ、完全に僕がロックオンしてるんで、僕髪、髪、例のおてみかなと思うんですよね、僕残して、多分ん3番さん狼だった時に、僕残すっていうのは、ま,あ、まず勝ち目ないと思うんでうん、ちょっと残されたなって思ってますね、今日の紙に関しては。で、えー、っとで8番さん、ちょっとおかしなところがあって、えー、6番さん6番さんが僕、今日追ってたんですけど、それって完全に村目線なんですよね。うんえーお あの、狼が、グレーに狼いた場合、霊の心境が100%わかってるんで、えー、グレー、あー人、僕の狂人って絶対ありえないんで、その、その視点がある時点で6番村は間違いないなと僕思ってたんで、うん、で、昨日グレーから釣り行ってる時に、やっぱ3を残して、えー、6を釣りに行ったのはちょっと引っかかってるんですよね。それやっぱた、8番さん うんの怪しいなと思います。で、やっぱ三番さんも言ってましたけど、やっぱ例の決め打ち怖いっていうのは村目線だと思うんで、うんまあ正直今日の紙見て結構八番さん狼うん濃いんじゃないかなって思ってます。はい。投票してください。アバターをタップして選択できます。 投票を終了しました追放される人が決まりませんでした三番さんが発言しますうん、じゃあ一番には何を言えばいいのかねじゃあ初日に関して四番が三番に入れているよねあの盤面って、あの例の釣りじゃなくて折れ釣りになる可能性も発言上全然成立したよね 4番がオオカミの場合って9、1から絶対行った方がいいから、それなのに相方の3を釣りに行こうとしてるってことだよね。で、二っておそらく3がいなくなったら4占いじゃないと思うんだよね。その占いって最短で終わるけど。で、あともう一つ言っておくと、まあ1番3目線、9番3が強人なんでしょ。9が3に行ってるってことは、9は3のことをご主人様は見ていないってことなんだよ、これ。わかる 9番は革新的に3はムラだだから釣ろうっていう位置で入れてるんだよ9番狂人の場合は1を釣った方がいいのに9が3を言って乗って9は3のことを絶対ムラだと話してるんですよ1番3ぐらいそれ以外言いようがないあの盤面で 4, 4が3に行く理由がない4も例のに行くって言えばいいだけの話だからしかも4が3に行って3が釣れた場合 で2は4を占う可能性が非常に高い。その場合って終わりますけど。ぐらいかな。こ,これだけ言っても分からんやったらもうどうしようもないと思うけど1番さんはあのー、自身を叩かれたかとたたいていないけどね俺どっちかというと1が死んだと思ってるけど霊能は絶対に全釣り切った方がいい。ただ14の可能性があるから絶対釣らないとダメだから。 霊能を釣るっていう思考は絶対村思考だよ。い、一番さん。だから六も絶対村でしかないから、あんなの釣ったら。あなたの発言です。あのね。まず五番さんに言うけど、あの七番さん噛まないと縄が増えるから。 5人になったら2縄になるから絶対7神なのね。で、俺がなぜ3番より6番を怪しんだのかは、まず4番さんって1周目3番怪しんでるじゃん。で、4番で黒出たんやろ ?4 番が黒出たってことで4番さん1周目から3番を怪しんでたじゃん。で4さんが見えんじゃん。で、6番さんって3番怪しむ視点って全然なかったり、視点が合ってないのよ。1周目サイクロ3よ。 俺、六、五番さんを弾いたやろ、釣り位置から。五番さんは、九番さんの言ってることを把握漏れしてるけど、三番を怪しむ視点が合ってるから、五番はもうちょっと様子見ていいんじゃないか、って言って、六番とその三番を怪しまなかったじゃん。で、狼って色が見えてるから、怪しいとこを怪しまない傾向にあるんよ。でね、まず一級精査したら、明らかに九番って偽じゃん。 占い師と霊能者は2周目に出てくださいって言ってる時点で、霊能使用してる時点で、芯ない。で、5番の白、把握漏れしてるやろだから俺はもう一芯決め打ちの旧偽世グレー詰めができる。で、なったら3番がサイクロだから俺3番に行ったけど、あの、反映されてなかったんよねで、で、4番で黒、占って黒出たんやろ そうなった時に4番が3釣り寄せた43ないから俺は6で終わると思って強引に6を釣り寄せたら白だっただから43の初日のライン切り5番さんと俺常には合ってるじゃん視点が初日3黒5番3を当ててるじゃん投票を行っていますそのままお待ちください これ、二浪潜伏強いね。投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。マジで。夜になりました。<ー>そのままお待ちください。1> 1 お待ちください昨夜襲撃されたのは3番さんが発言します。 はい、これがオオカミの時は1わかりません必ず神なしにしますはいうんう関係性を言うしかないんだよね言ってるように初日4が3を投票してしまうと負け一直線でしかないからで4がオオカミの時って絶対的に91から行くっていう発言をすればいいから じゃあグレーに行きましょうってならないから3番が霊能に行くって言ってるのが4番もこれも霊能に行った方がいいって言った方が絶対いいから言ってるように3が連れてしまうと2は4を占う可能性が非常に高い,はいあと9番強人も3のことをあの村だと思っているこれはも絶対間違いないから9が1ではなく3に行ってるのって3が村だと確信があるから9って3に行ってる ぐらいまあ1番を構えたら俺が不利になるのはしょうがないけど逆生産を狙ってるしかないと思うよ。あと言ってるように8番は5番に対してもずっと評価収してるから。8番目線3級に見れたっていう発言もしてるんでしょ言ってるように3級は追えないから絶対に。 で、3のことを強靭だと思ってるなら3投票じゃないから。4が3に行くって言ってから合わせて8は3に行ってんの。で、8が本当に放棄してたなら分からんっていう発言をしているだけで、8が3に投票してったっていうなら絶対4、8でしかないから。分からんかなぁと思うけど、5、ま、番、あ、んを信じてます、俺は。 俺が狼の時は露骨に一なんか噛みません絶対噛み出しにするしかもトップの発言位置になるんでしょうやらないよ俺は5番さんが発言しますうーん結構なんでまあ3番さん狼でも一噛むかなとは思うんですけどやっぱ初日の えっと初日4番さんが3に入れてて3番さんって結構初日つら釣りグレーの中では一番釣り位置だったと思うんですよね。でそこで投票がいってるのがやっぱ村っぽいのとあと8番さんが、えー、ちょっと僕的に6番さんオオカミって結構全然見えてなくてそこ,をそこに釣りに行ってたのがちょっとやっぱオオカミっぽく見えてて。 本当は、えっと、その6番さん釣りの日に、僕は正直3番さん釣って8番さん釣りたかったんですよね、うん、なんでちょっとそれが、うん、6番、もう3番さんと七8番さんの叩きっていうよりは、6番さんが全然、えっと、狼に見えなかったんで、うん、ちょっとその6番さん釣りの動きがちょっと気になってるんで、まあ、もうちょっと一回説明してたと思うんですけど、もう一回ちょっと教えてほしいかなと思ってます。 うんでうんでそうっすね八番さん8番3オオカミだったら僕かんます、あ、順当に僕かむような気もするんするはするんですけどちょっと今本当に悩んでる感じですねほんとにもうちょっと六番さんが全然オカミに見えなかったんでやっぱ六番さん釣りがやっぱり違和感かなグレーだったら三番3あの日釣っとけば。 そんなに悩まなかったんかな。霊能鬼神決め打ちだったら、余計にって思ってますね。はい、あなたの発言です。えっとね、まず五番さんはよく聞いてよ。まず六番が怪しくないって言ってけど、怪しかったでしょ。死んで殺しに行ってんだよ。六番は。 6番は心霊殺しに行ってる人物よ。なんで怪しくないので、4番が一周目に3釣りをしてるやろ。4、三に見えんやろ。4番黒、7番が騎士、5番隠しろ。4、三に見えないんで、6番は9番の、あの霊の偽決め打ちできなかった人物よ。で、一周目にあんだけはーこ漏れしてる3番怪しいんでないんだよ。だからもう6が黒に見えるじゃん。 それが村の視点よ。五番さんって。でしょな、なんで俺狼だったら絶対五神やろ。一番さんって八が狼なら追えないって言ってる人物だから。でね、俺が狼、これ四八ロロだったら一旦一釣りでいいのよ。乗っかって。乗っかって一釣って六釣りは勝ちね、俺狼だったら。 そこをなんで6釣って3まで釣って2縄作らないといけないの俺が狼で。俺狼だったら7番に乗っかってもとりあえず1釣ります。6釣りで勝ちくね。俺狼ならあの騎士に乗っかって1を釣ります。7噛みます。5番3説得して6釣りは勝ちね。6釣ってなんで3も釣る2縄使わないといけないの ?5 番3は。 で、3番さんは1周目、把握漏れしてるやろ。9番は占い師と霊能者は2周目出てください。で、2番がそれ聞けてなかったやろ。で、3番把握漏れ、わざと俺したんだと。わざと把握漏れして、4番が3叩くって、まっとう位置になってるから。そうやって狼ってライン切りするのよ。わざと黒くなって、4番が3叩いて、4番まっとう位置やったやろ。初日の。そうやってラインを切るから。 俺がオカメで一貫メリットはないです。投票してください。アバターをタップして選択できます。 を終了しました。追放されるのは8番3です。試合終了、敗北しました。ああ、たまたま質問。ああ。まあまあ、しょうがない。俺も一度作ってるから、俺さ、けど。 反映されてないからね。うん、7番さんさ、グレーズリーはもうさ、ずらさないでほしかったな。どまあ、7番さん残るかわかんないけどさ、基本残るの俺じゃん。7番さん噛まれるか、まあ、俺がみか残るかあれだけど、さすがにグレーズリーしてほしかったなら9番さんも7番さんも。<laughs> レイロラすんのあれで。そうよ、もう初日で、なんで6番さんって3番怪しまんの三級ってあるじゃん。9番出たら3番釣れぬだから。いや、三級は普通にあるね。あるよ。釣られないんだから、レイロラ行くから。 まあ、ないとは言わないですけど状況的に考えたら多分拓馬村以外ではそうそうありえない場面だからまあ考えないっすわな。いやー、てかさ、5番さんはさそうやってなんか投票とかしっかりさ考察まあ別にあの今回8番いったけどまあ別になんか。 自分残されてんのかなって考えれる思考があるのになんか4黒でなんで自首したんだろうとかさ黒出てる段階で1位行こうとかさふざけてんのかなって思ったんだけど <laughs> いやおばかさ,さん1二世で見たのあれいや俺ねいや3級本線で追うかなと思っちゃったんだよねだから基本級偽世ベースで考えてて だから、まあグレーだったら、どっちか3より3だ、3は3もおかしいと思ってたけど、4の2周目聞いた4のが黒いなと思って。い<や>グレーだったらさ、絶対4番だったでしょ、6番さん。んいや、な<に>3だ<何>よ、3。グレー釣りの日だったら。いや、0のライ行こうって言った時点で3でしょ。あんなの。 うん、うん、そうだよ、ね。39普通にありますけども初日からさ、点点はいすグレーした方もう100%は勝てたよ。もう43でしかなかったから、釣り1は。まあ、8番が4番外したから、まあ348グレーだったらね。9番さ、もうちょっと21本はないと思うけどね。あの位置で。いや、だ2、35で、まあ、特にまあ2軸で話をしただけなんだけど。 9番、3番、怪しくなかったのいや、9番、3番にも元気は入れてるけど、まあ、その2番の、まあ、だから、さっきも精査言ったんだけど、まあ、その2番自身が聞けてないっていうのに、それを要素として1番を叩くのはおかしいんじゃないのかっていう主張だったから。えー まあ全体的に流れ見切ってそうなるだろうなっていうそこのもとを3投票してるってだけだからまあどっち行っても不思議じゃないよねいやグレーズリはさすがにずらさんでしどっちい分からないですがローラはわからなかったら全然いいと思うんだけどね本当に別に例のローラ自体否定してるわけじゃないんだけどなまあ、さん さすがに地球の審議がまあはっきりしてたらグレーズリはやってほしいなって思うけどうんまあ9偽だろうなと思ったけどまあ1が偽だった時のことも考えてあ<れ>あーと思ったけどやっぱいやでも9のシーンないよなと思って <laughs> いやだって一つじゃないじゃんもう棋士も出させてないしで あのちょろって言ってたけど、2番が5白出してるからもうあの完全に後で気づいたみたいなもう言い方だったじゃん、5を完全に考察軸に入れてて。ちなみにそこはわざとやってる、で、なあの棋士を出さないっていうのは、俺は死んでもやるよまあ別にいいけど、それだったら多分2攻めに追われると思うよ。 あーけどなんで反映できてなかったんやろ3投票あれ釣れたんだけどね同票かくそーまあ同票であれですね<ー> 2>, 2番3に決定権があるって感じですねそうね8八3審議になりまあ3釣られたら負けの状態かな まあ俺は四投票してたから多分合わせにくいええなんで四番真っ当一じゃなかった ?3 番いや4番スすぎるって三級ローローには見えなだからログマンの言ってる通りあの考えがめちゃくちゃ後半 <laughs> え3級ローローに見えんってた<い>何じゃあ4級なの四級に見えない,やいや3級でやってるよ要,要素がなく で3番、4番に対してあの黒い要素があるから、あの3級よりは3、4の方が見えるんじゃないっていう目線にならないか3、4がヘイト集まってて、9番が出たら、3番って釣られるからっていうので、3級が見えにくいっていうことですよ9番が3釣りをしてる時点で、3釣られないようにしてる3級って見えると思うけどね。 ゼロではないけどどっちかといえば3級の方が見えなくはなる普通の考えはまあそもそも9番の2周目も出といて3釣り押しだからまあラインとしてはぶった切るっていうふうには、うん、極太すぎて多分考えられないと思いますよ他村ではいやーなんかさもういつも安易にレーロラとかさ 言ってるか俺、二人村って言ったら負けのゲームだからね。決め打って、決め打って負けたらもう俺、しょうがないと思う、そういうゲームの時は。毎回礼拝しても、一縄しかないからね、一縄。芯を釣るから。そう、確かに例の岡ったら一発で占いすりゃ勝ちだけど、だって占い認知人形だって、初日から占い釣らんじゃん。 二日目の心霊釣られたら負けでも俺はそれはいいと思うけどね、これっつって。<laughs> 結論、占いに一人形だって、初日村っつってしおらいっつったら負けなんだから、同じことやってるだけよそれが霊能になってるだけだから。愛に霊能ら霊能らってもう一の足しかないからね。 死んで確実に釣る時点で、ね、まあ5番さんちょっともうちょっとメリットデメリット考えてほしかったね俺がろうの時のすいません3番さん釣るタイミングが逃しすぎてちょっともう釣りにくくなっちゃいましたもう最後の最終日になっちゃうとでなんかたくまさんが ああ8番さんはすごいうまい狼なんじゃないかみたいな、はどんどん思ってきちゃって、6番さん釣りが本当に、6番さん釣りの日に3番さん釣りだったら、いやちょ、ちょっと待って、6番さんって心霊殺しに行ってる人物よ。もう3番さんはもう一周目からレイロラって言ってる人物だから、そこはし,しょうがないんよ。6番さんってその、 なんかさ、曖昧にしてて結論9入れてるやろ一瞬も一番かばっててさ。で、一釣りに行ってるじゃん。てかさ、あの、まあ別に最後間違えるのはしょうがないと思うんですけど、2日目、3日目かなりやばかったですけどね、あの、強人だったら別にいいかなと思ったんですけど、なんか、 4黒出ててなんか新占いはまだで出てないから一応4球でとかなれあ,れあれ5番さん強アンプしたんやろいやあれちょっと4番さんが焦ってる感じを真に受けちゃって本当に結果語りとかあんのかなとか思っちゃいました正直 <laughs> すいませんにしてもさ4番がなんで自首したんだろうとかもうだいぶ意味不明だったんだけどどういうことみたいな黒出されて自首するでしょみたいな。 なんかさ、普通にですぐ出したん結果。そこ知りたいわ。えいや、だって、え、逆にか、あの、なんか自爆とかされたら、あれじゃないですか。あの、他にね、4クロ見えてるのに。いや、自爆,自爆されたら出せばいいじゃん。いや、これ出せる<し>出,出せるよ。 自爆された後にすぐ出せるよ。議論で、俺、話せんことになってたじゃん。いや、出せましたっけどれいや、あの、出せるよ。修正してなかったら、あの自爆直後、コンマスターの問題出さないと思うんですよ。うん、出せる。出 <laughs> そうです。<laughs> <laughs> まっ、あ、す 大級ぐらいの実力がないと無理ですね、それは。あ<ー>まあ、あの、ほんと、こんな数秒、っていうか、なんか前実験しませんでした。あの、たくまさん、なんかやったて。ああ、修正してるはずよ。あれ、修正前よ。うん、修正前の実験、修正してるはず。あ、そうなんだ。 うんで2番さんは9の発言聞けてなかった。え、何占い例のないの透かしたって一番さん言ってたじゃん。いや、占い別に俺は2週目占い例の出てくださいが、別に自分の非,非占い例の透かしてるとは思わないから、別になんとも思わないですね。 え透かしてるじゃん、それ。占い師と霊能者は2周目に出てくださいって言ってる時点で透かしてるよ。いや、まあ、ドーン進行で言うんだったらんまあ別にいいんじゃないですか。だって、それって別に自分が霊能ではありません。占いではありませんって言ったんだったらそうだけど、別に呼びかけてるだ,けだから。出てくださいって言ってる時点で、ないじゃん。 まあ別に。占い師、霊能者は2週目で行きましょうだな、ね、は他人視点だよ他人視点。まあそういう主張もあるあ。他人視点で話してるっていう視点もありますけど、まあ別に進行自体で話してるパターンもあるから。いやでもあれだったんだよな。2目4黒出てて四4が自爆しないで5番の発言で。 まあ1つって <laughs>、4つってって言われたら、5の狂人を追うっしょ、6の立場は。いや,い,やいや、それより俺の強豪やないよな、6番さんは。いや、あと8番の、その俺が2、一本がおかしいっていう主張がちょっと分からんかったよな。だってそれだってもうだって一週目出てた要素で、で、8のスケールで9、2、3。 でなんで急にななのってらないかないるは3番やしんでないんだからハーク漏れしてる3番言ってるじゃん占い例のないの透かしてないってハーク漏れしてるんだからでもないいでもや多分ちゃんとに 2, 2 3 でまああのまあ、時点で5とかも、9、2、3って言った上えで、その2がおかしいっていう、特におかしいんじゃないかって主張してたから。まあそうね、あの6番視点において、どこが一番釣りたいかっていうので、優先で上げてるだけにしか俺は聞こえてなかったけど。 1本じゃないよな923でまあ5番がまあ、えーえー、2番に強めに言ってほぼ2の黒軸交差しかしてなかったくねでも後半だからその例えば2も3番話が聞けてないっていう時に、まあ、3番が当然人外もあるんだけどそれはその聞けてないっていう2番がその要素で一応叩いてるのが が黒いなと思ったよね1週目。だけどもちろん視点更新は入るんだけどで2週目もちろん当然3番が2が5白だったからいいところで白出たなと思いつつあ番がヒットょっとっいちゃったけど4番の精査聞いた時に2週目だ,2週だから2週目は4の方が黒いんじゃないかっていう精査だったんよね。ああ、うん。 いや,やっぱライン切ってるから強いね。いや絶対3でしょ、あの9の発言聞いて。レイロラとか言ってる時点で。うん。どうでしょうね、3キれつけたら。いやもう6番が3やしんで、全然足1じゃないんだけどね。3つって9つって、うーん、46でまあ。 6ぐらいなってて俺言おうと思ってたんやけど。いやもう3つってた俺4ぐらい,ないしかなかったっすよ。もう4、だって4で黒出る自信しかなかったもん。うん、いや、そ、まあ、れもその辺できてたら勝ち確だったよね。 多分3釣りだったら4占いしかないしまあ9釣りだった場合でも9のステーションで4占うっていう目線しかなかったんじゃない2番指定もまあそこだけは一瞬9のシーンは感じたね占い位置の指定だけはお父ちゃんこそありが黒だったらまあえっ、ー、と言ってたよね4とどこだっけで白狙いだったら六とか言ってたよね 白狙い6、黒狙い4、8、うん。そこだけはしんぽく感じたけどね。いやまでクラムさんがね、素直すぎてめちゃくちゃ人外に見えたわ。もうちょっと裏だったらね、ファッション出してくるから。なんかわかりやすいんよね。 いや、押さえるときは押さえるよ、そら。そのときそのときだけど、別に村でも人外でも大して変わんないし、まあ初日段階で3番4番黒黒っていう結果、めちゃめちゃふに落ちるから、まあどうなることやらと思いながら3つをしてるけど、うん。はい、抜ける方いますか。ありがとうございますはい。 はい。じゃあ、このメンバーでいきます。あと今、ミルダムで配信中です。ご了承ください。9番さんから点呼お願いします。やっぱ臨機応変にね、場の流れを見て、あのそこの思考を操るのが、強人の醍醐味だと思うんですよ。いや、やっぱライン切り強いね。 一番さん。あれ、一番さんいますか一番さん。二番さん、どうぞ。はい、二番です。三。はい。<laughs> グレー、ロを潜伏のローさんとの、リューさんとの人狼は、勝率は100%です。ごはさん、どうぞ。 はい、何だす,す、はい、な,な,ですな一番さんいますか一番さん蹴りますね。はーい、一番さん点呼お願いします。はい、一番です、お願いします。 はい。使用機能の使い方わからない方いませんか大丈夫ですかじゃあマイク下の準備完了お願いします。はい。えっ、ー、とね、言葉遣いが悪かったり、ルール違反あったり、メタ使ってたり、 あ共感、強パッション、共弁とかあっても指摘するのはルーマスだけにしてください。他の人が指摘するとメタが入ります。でまあちょくちょく出てくるんだけども我慢できる時はちょっと我慢してください。我慢できる人がね。でまあなんとかあの試合終わらせて感想戦でちょっとそれ不愉快だったよとかメタっぽいよとかあの言ってまあ 共通認識にしてくださいね。ゲーム性崩壊ないようにお願いします。スタートします。役割がランダムに決まります。そのままお待ちください。ああくっそ、もうなんか今日流れ悪いね。あれルさんギフトありがとう。あ、もうどつもじゃん、これ。 おーなりました。お願いしますし。話し合いましょう。<laughs> あ、お願いします。どうしよう。任せますよ。なんかやりたい番面あれば。うーん、もうちょっと黒くなってもいい？いいですよ。はい。じゃあ切ってね、ライン。 有馬さん、こまちゃん、レイルさんでした。ちありがとう。朝が来ました。初日の襲撃はありません。6番さんが発言します。えっと、一日目の一週目って、自分はかなり大事だと思っていて、 まあ2つ皆さんにお願いいしたいですまず一つ目が、まあ、堂々と間違っててもいいのであのー、自信満々にしゃべってくださいどこ釣りたいとか釣りたくないとかをはっきり言ってほしい間違ってもいいあこまちゃんですけどそれをすることによって次にしゃべる人のまあ情報だったり色が落ちることになるからまあつ 印象悪いとかじゃなくて釣りたいとかはっきり言ってほしいなって思ってますでもう一つに関してはそれをまあ1日目の1週目だけであってそれを2週目とか2日目以降にそれをまあ持ち越すのはいいんですけど思考ロックをしないでほしいなっていうふうに感じてますこの2つをまあ守ってください110秒のところでちゃんありがとう。う 7番、さんが発言しますはいまあ、6番に関して言ってることはまあ、割りかし真っ当かなって思っていますうん、まあ無理くりでもちょっと6番に対して精査を当てたいなって思っていてまあ、フィーリングみたになってしまうんだが発言と感情が結構一致してるなっていうイメージこれは主観だから別に共感は得られなくてもいいけどそんな感じの印象を覚えました 六番に対して怪しいとかっていう様子も特になく、ただ発言と感情が一致してるイメージだなっていう感じうんくらいかな、それぐらいしか六番に対する精査を落とせないです。まあそうですね、自分もちょっと、うんなんかはっきり、その初日の1周目とかに怪しいと思ったところは、うんまあ、2週目とか2日目とかでっがいったら白くなれるから、まっとなこと言えばね。 だかそこを起点に考えようかなと思ってるんで、一週目大事にしようかなと思ってます。はい。あなたの発言です。うん、まあ六番だったら七番さんが怪しいかのまあ六番さんに対してマット一とかなんか言ってるのがなんか白すけしている感じがする。でなんかマットとか言われると気分良くなって白く見たりするからね言ってくれた人。 だから若干7番さんが怪しいかなと、まあ、6番さんはちょっと2周目のクレーン精査聞いて判断でいいかなで自分7番さんちょっと怪しんでるんで、まあ、9番さん以降誰を怪しんでるのか、まあ、理由つけて言ってってほしいかな結構釣りよしって情報になるから、まあ、自分が7釣りよしって後半も7釣りよすのかもしかしたらカバーのかとかそこから自分狼探そうと思うんで あの怪しかったら理由つけて言ってってほしいです。七番さん少し怪しんでます。九番さんが発言します。お、はい、願いします。六七八だったら現状金なのは七番かなと思っている。まあ七番に関しては二点。まあ一点目は雑なんやけれども感情とあ発言が一致している。俺感情はあんまり含めたくないのよね。 まあ、あのフィーリングって言われるものと統一のもんやと思ってるから、その辺を抜きにしてきっちり精査するのが大事やと思ってるっていうのが言って、で7から6に対して、まっとう位置、まあ、これはあのはっきりとしたことは言えてない、ただし、7から6に対してまっとう位置と本当に言っているのであれば、6番って何をもってまっとうだったっていう話、両面性のあるものとして取れるんだったらそうやけれどもっていうところね。うん そのマットの使い方が違うなと思ってるから7の方が怪しいから8に関しては若干記念視してるっていう部分まあ,あの7に関してのツッコミは矢印だけは良かったけれどもだとした場合その部分だけかーってなったらちょっと違うかなっていうのは1番3が発言します も俺も若干6番結構気になってますけどね、まあ、6番さんの発言って、まあ、確かにまあ思考開始っていうのはあるかもしれないけど、あの間違ってもいいけどっていう言葉に結構きっかかっていて、まあ、6番さんって一番最初の発言じゃないですか、これでもし間違ってもいいけどっていう発言をしてまあ言ったとして、俺自信は別になくても逆にそれが要素になる。 じゃないかなっていうふうに思っているから、無理くりさ、分からなくて、間違ってもいいからっていう感じの精査されて、6番さ、んその位置で精査って本当にできちゃうのかなって、俺は疑問に思ったんだよね。だからそこ、7、8、9、叩けてないのどうなのかなっていうふうに思ったけど、7番が6番に対して強化してるのは、まあ、いただけないから、まあ、そこに叩けてるのは、どうなんかなって感じだけどね。 まあ現状67だからうん二番さんが発言しますまあ自分もちょっと67怪しんでて、まあ、6番さんが言ってたのはなんか堂々とまあ間違えてもいいから言ってくれって言ってていやその前に初日大事って言ってたんですよね初日すごく大事だと言ってたのに間違えてもいい で、それに関してロックをするなって言ってるんですよ。2週目は、2日目はね。ラチナリボンさん、タローさんで、その間違えて堂々と言ったことって、結構、村々ムラムラでやり合ってたら、かなりね、ロックって外れないと思うから、堂々っていうのは、間違って,って言わない方がいいと思う、俺は。うん。って感じかな。で、7番さんについては、結構そこに対して、なんかあんまり触れづらそうな部分があった。6番さんに対して、 うん,なんかどうやってくれたらいいんだろうなっていうちょっと濁してるような感じがあったから、まあ、67やし、まあ、891はその辺叩けてるからまあ結構いいかなって感じ、はい、3番さんが発言しますはいおはようございます <laughs> なんか自分は別に6 7ってそんなに怪しいかって感じですけどねその初日の発言が大事っていうのは後々になって様子になる可能性もあるけどそこをし5六スキると駄目だって言ってるから言ってること全うっ,っていう評価を落とす7番って別に普通だなって私は感じたし七目線で6 2精査入れたいっていう。 意はあっったんじゃない発言かかららて思うから今の2の発言もどうなのって思うし8九1ってなんかそれぞれ違う要素を持ってるわけだからなんか一概にまとめられるわけではないなって私は思うけどね9は雑って要素を拾えてない8を叩いてて1ってのは6七の要素が違うけど8九は1点ってんでしょう。 4番さんが発言しますはい、まあ、1、7、2の順で釣りたいですね、まあ、1番は完全に6番さんに対して不当な殴りしてると思いますよ6番ってわからない、精査がわからない場合そうやって無理やり精査してくださいなんて別に一言も言ってなくて普通に間違ってる考察でも自分で持った考察があるなら、まあ、純粋に喋り方の問題で まあ自分で思うところの考察をはきはきと喋ってください。まあ、それだけの話なんで、だから別に無理やり精査してくださいなんて僕、一言も言ってないと思うんで、まあ、1から6の殴りが不当だと思ってるし、まあ、時点7なのは、7番が6番に対して無理やり精査していって,って別に6番の感情と合わさってるからって言って、まあ、それ、何の精査にもなってないなと思ったから、時点7番。 で2番で気になったのは、まあ、1番よりはまあ、マシな解釈だと思ってるけど、まあ、正直6番に対して、まあ、思考ロックをするなっていうのは別に6番の視点更新してほしいっていう視点だからそれも変だと思った。5番さんが発言しますあ現状釣りたい順位を上げるなら7 4 3 6って感じかな、まあ。俺は6番の発言を引っかかってたのね俺はこれは1番が言う通り間違ってもいいからっていうまあ結果間違うことはあるとしても村の発言ってそれを合ってると思って発言してるわけだから、まあ、間違ってる考察をするのは基本的に人害だから。 6番その間違ってもいいからっていうのは俺も引っかかったの、ね、で7番がその6番に真っ当1って言ってる人物だから狼目が一番あるのは7番かなと思ってて4番とは7を含めてるけど釣り順が172だったかそこかあるけどとりあえず筆頭が1だったのが視点が合わないだから7番4番で3番に関しては、まあ、興味があるかなっていう感じかな視点が合わんすぎるからっていうぐらい現状7436って感じ以上 6番さんが発言します110秒で5番さんにまず言うとその間違えるのはジンゴロウだけってそんな甘いゲームあるわけないでしょ <laughs> まあ単純に俺は4番を釣りたくないなって思ったのと5番を釣りたくないなって思ったで1番が黒いなって思った理由としては1番のまあ全然殴るのはいいんですけど2番も1番も自分 対して殴るのはいいんですけどだからはっきり言ってほしいんだよねそこが印象悪いとかまあ、これは自分の考えなんですけどもう釣りたいってはっきり言ってほしいで、1番を黒く見た理由としては、まあ、今はっきり言わなかったからっていうところとまあ、自分に対しての指摘はわかるんですけどそこで7番を黒く見る釣りたいまあ、黒く見る印象悪く見るっていうのが 7番の7番の発言ってそんな中自分に対してその印象いいとも印象悪いとも言って、まあ、どちらかというとその、まあ、言ってることと声声っていうかその気合が合ってるって言ってるだけだからそれで自分,自分のことを、まあ、黒いって思,う思えなかったから7番が。 3-1っていうのが自分は理解ができなかったのでまあかなり不当な黒塗りかなっていう風に自分は感じたので7番に対してまあ1黒いまあグレー塗りだと思うんでまあ発言順聞いて発言聞いてまあ占い師どっちが真か偽かっていうこと,ところもはっきり言ってほしいですねまあ難しいかもしれないんですけど 一番に二番にすで見えてます。なぜなら一が黒いと思うんで。七番三が発言します。はい。まあ二番狼じゃないですか。一九八はなんかそこしてきてきてるから白いみたい言ってたけど。うん、そもそも二番目線だから。 バチコリ視点があってない人を素人なんてできないから指摘できるって。で、俺言ってるんですよね。これは自分の主観なんで、別に共感は得られるとは思ってませんって。ただ、6に強いて精査を尽きるなら、本気で思ってそうだなって、要は言ってることと感情が一緒になってそうだなっていうイメージって言っただけ。わからん、マジで。なんで俺、これ、こんな黒くなったの、マジで。うん、5番もなんか7ヒットか言いいし。 1>, 1の6指摘マジ不当でしかないよ。うん、うん。なん間違えたこと言ってもいいからって、なんかそれで1周目の精査大事にするからって、要は釣り位置とかちゃんと上げてくれってことでしょ、予約したら。か分からないとか怪しいだけで済ませるなって6番言ってたじゃん。でなんでそこで6指摘入るんかも意味わからんし、なんか5番も言ってたよね。 うーん。215が怪しいです。はい。8番に関しては、なんか7が6に評価集だって言ってるけど、俺は別にその共感を得れるとは思っていなかったんで、自分の主観で言っただけなんで、評価集もクソもないですね。うーん。くらいかな。なんか俺目線3番がマっといっちゃけどね、6七そんなに怪しいこと言ってないですよって。 だから雑,雑なりに6に精査を入れたんですけどね、情報落ちないじゃん。8番線は7の評価集だ、6は2周目だよって。じゃあ、俺って6、2周目って言って、自分の進行論って終わりだったら、自分の色あんま落ちないと思うから、8番線目線は精査しづらいでしょ。じゃない ?6 なら2周目になるじゃん。 あなたの発言ですうーんあの占い師は4の方が真かなと思う。でねこれ占い進路だった時まあ七葉さんってちょっと一瞬も怪しかったけど盤面的に7の牢ちょっと薄くなるかなと思うしこれ囲ってないとするとまず9番1番共に7怪しんでるし2番4番共に7怪しんでるからあんまり7ないんかなともそうなると。 まあ自分から釣りをし,した7釣りよしの最終便乗やっぱ2番さんがオオカミかなと思う。ってなると2番3を3番3って2位釣りをしてんだよね。だからちょっと23に見えないってなると、まあ、5番1番初日の21囲いか,か、まあ、5番3って最終便乗で7釣りをして3番も釣りをし,したのって3番が2位怪しんでるから。 まあ5番が3釣りをしたかった2号か 21? どっちかじゃないかなと思う。だから、まあ、2周目聞いて、まあ、1番3が黒かったら俺1釣りもありだと思う。それか、まあ、グレー行くならまあ5番3、まあ、3人にはちょっと見えんからね3番2釣りをしてるから。うん最終便乗で7釣りをした5。 で3番が2怪しんでるから3もつり1上げた52か21じゃないかなと思うけどね番うん521まあ考えられなくはないんだけれども初視点においての7の ひっくり返り方がちょっと盤面でだけだったら全然違うかなと思っていて7の印象が上がった要素って3番全うって言ってることなんだよね3番視点において2の指摘って普通にまっとうだったと思うんよどう考えても891が同列にはなんないから2の視点でだたとき。 でかつ1に関して黒い要素があるとすればあの、うん、発言始めにあると思っていて発言始め1番って、うん、自分も6が怪しんでたっていう発言から始まってるわけよ8番9番って6番を怪しむ目線に入ってないのよまずこの時点で1番の組み取りっておかしになってるっていうことにで2番がそこに関して何も気にせずにあの自分も67っていう。 1>, 1が6、7指摘したっていう部分においての部分だったらわかるんけど、1番の発言の語り始めて6指摘から入っていて、今までの話の流れがそうであったかっていうように、8番、9番の流れを組んでるような感じで6番突っ込んでるから違うんよね。で、6番からあの6番に突っ込んどくんやけど、5番全然釣りたくない1ではないよ、めちゃめちゃ黒かったよ。5から3のの指摘って、だからそこで間違ってるんや。 だから2、4でいったときに2の方が偽っぽいっていうのはそうなんよ。4現状、新っぽく見えてる。グレスケは俺一番4があったからね。うん。で、7の印象が上がり、8番のその,あの審議でいった場合ね、グレスケで7を盤面的に弾くっていうだけだったら、要素が弱すぎると思っていて、今日グレー詰めるんだったら、うん、5、8ランじゃないと思ってる。5番の発言次第。 1>, 1番に関してはもうクロストガシャいいもんやと思ってるから8から1に対して釣り入れるって何と思ったんやけど一緒いや俺占い神器はつけられてるのがよくわからないねまず6番に言っとくけど。 いやだから、まあ6番が霊能でその発言,言って言ったらまあ納得だけど、でも、ねえ、俺はそれはちょっと求めすぎだと思うけどね。だって、場面で確実に自信を持って言ってくださいって言ったって。7、8、9って、まあ7番がまあ6番に、まあちょっとまあね、っていうのはあったけど、そんなになかったよ。あの、そこを、まあ、ね まあ、自信持って言ってくださいっていうのはまずはちょっともう、うん、ちょっと求めすぎかなっていうふうに思ったけどね。まああの、俺も8番の7八九は意味わかんないなっていうふうに思ったけど、ね、まあ、そもそも3番線の発言ってまい、まあ一番、結局3番ってどこをどう見ていたのかっていうのが、俺、その広範囲値だったら、 順位付けっていうのはしていっていいと思ってるのでね。まあ、二、だからまあ三番は俺外せないと思うよ。少なくとも。うーん。二音だったらまだ精査はついていないかなというふうに思うけど。まあ、二と結構視点合っていたから二の方が新っぽくは見えるか。うん。まあ、二周目の発言聞いてないんで何とも言えないけどね。うん。 でもなんか、6789ってなんかみんな1怪しんでるからね。そこどうなんだろうなっていうのは普通に気になるけどね。うん、まあでも現状やっぱりライン精査っていうところを8番がしたときに、25とか、うん、俺は24の信議はまだつけれないと思ってるから、うん、現状8かな,な。 2>, 2番、3が発言します、まあグレーで行くなら5に行きたいかな5番3って57436ってあげてて Y と67ってヘッド溜まってるところだから7番3釣れる位置だと思ってるんだよねで4番3は相方だから入れてるような気がする4番3が狼塾で考えた時。 大神で考えたときって7番あんがつながらない位置なのかなと思っててまあ5か84番んは8入れてないしね172だったからってところ俺普通67が死んでやったし89が7叩けてたし1白持ってるから割と同列で白く見てたけどねうんまあ6番さんいいの良かったけう待ちき合ってるのにストレス溜まると思うからね6外れないからねやめた方がいいと思うその 進行論は俺は間違ってると思うから。はい、で、俺は3番さんが、うん、三番さんが狼だったら、割と6七ってヘッド溜まってるから、そこにいけると思うんだよね、6七足って。だからね、結構4番さん狼カ軸で考えたときつながるのは5八だから、結構9番さんの視点はいいなと思ってて、うん、やっぱりね、5番さんが7四、3六で上げてるでしょ。 いや、なんか7番さんつりつって、4番さん相方入れてるように俺見えてんだよね、現状は。まあ、それからもう8番さんが俺を偽って言ってることから、4、8ラインは結構あるから、5と8、まあでも基本的に、まあそうかでも8俺なんか俺5の線その上げ方が結構、 相方含めてるんじゃないかなと思った4が狼軸じくった時はね、はいまあ、一応5の話も聞いてみます、はい、以上3番さんが発言しますはい <laughs> まあ直近の2番の発言聞いたら4の方が新名なのかなって思いますけどねなんか2のしてる考察ってなんか相方含めてるかなっていうのでご利用してるしか思えないんですけど2の初襲の視点ってどこ行ったのって逆に思っちゃいますけどね6 7にヘイトが溜まってる3なら6 7に集めるっていうけどそもそも6 7に集まる議論じゃないって思ってるから。 8も8で7に対して疑う目線を向けたのにその構図を作り出したのって私8だと思ってるからそれで盤面的に7が白くなるっていう考察もどうなのって思うけどねだってそれって8の中の主観でしかなかったじゃん7に対して6は足を透けしてるんじゃないのっていうところってまあ一番に関しては何だろう全然白くないなって思うから。 なんかそこも含めて4が真っていうのもあるんじゃないって思うのが何か1時点で3も含めるべきだよって言ってるけどそれは3がその8912と意見が違うから優劣つけるべきじゃないっていうところがあったけど正直4人の優劣つけるのは難しかったなって思ってるかつその上で一番3って3人までヘイト飛ばしてて結局自分の意見ってじゃあ何なのってそれブーメランだと私は思うんですけど。 って感じかなうんまあ5番の発言は2周目聞いてみるけどあくまで5番が3を強靭位置で置いたのって考えが合わないからって精査もなんか微妙だなって思ったけどうん18たりが怪しいからグレーなら限 4番、3が発言しますはいいやー3の最後の発言気になったけどまあ5かなーまあ5一ーの2強見えるしまあ今日5釣りでいいかなと思っててあまあ来て絶対5一してほしいんだけどまあ先に言っとくと僕一番さ占う気100%ないですね一番は確定陣外ですね間違いなくなので僕一番占いません。 あの無駄占いなんであの、1番さんがまず2番、4番の審議ついてないから入ってて、いや、2番の方が1番視点、進歩ぽやって結論出てるし、何言ってんだと思ったし、1番、3視点で別に5番、8番で、あの8番に行くっていう要素は、あの別に1番、えっと、5番、8番に対象精査で、僕は不十分のものだと思っているから、1番はほぼほぼ人外で置いてるから、まあ、占いません。なんで まあ5番でおかしいのは今3番が挙げた通り3番が全く合わないから3番が強人っていうのは3の白見えてるのかなって思った部分とあと別に7番と4番で4番が7番含めてるっていう評価点見えてるなら74多分同列には置けない視点だから5番変だなって思うし1番が58で8に視点向けてるからまあ1五人狼っていうラインはあるのかなって思ったけど。 ただ3番が三番がわりかし5番のそこの様子を拾っててまあまあ最終位置が8時なんだと思ってう迷うけどただ5番の方に傾いていてまあ言とと僕はあの一番占う気ないから3番8番7番で一番色見たいなってところを占いますね、まあ、現状は5番に投票しようと思っていて5番の発言が まあよっぽど良かったら3とかに行こうかなって思うけど、まあ、基本的には五ですね。まあもう無理じゃねこれ。<laughs> 俺2番の発言で二2番が偽かなと思ったけど4もそこで5に来るんだ。俺7釣りたいけどね。 7番って結果殴ってるところしか殴り返してない7の発言で共感できるされるとは思ってないって自分で言ってるんでしょじゃあ別に殴ってきたところに殴り返す必要なくない7番って発言の中で精査すればよくないと思って7がその視点を落とすんだったら3番が真っ当位置っていう発言が出ないと思ってるから7番ってめちゃめちゃ怪しまれてる人物だから3番が浮いてる位置なんですよね。だから7番が 3が印象いいなら分かるけど、全う位置っていうのは、すごく違和感でしかないけど。で、まあ、2番が偽と思った理由が、一応5番って、えっと、7番が返しいで4番、3番っていう2番を叩いてる3番も含めて考察してるわけよ、5番ってね。じゃあ2番視点で5番って2周目聞いてよくない ?2 周目にどういう変化するのか。 で5番、4番があるのかっていうのが2番の視点じゃない、2番、シーンだったら。5番ってまかりにも太鼓を殴ってる人物なんですよ、そこで真っ先に出たのが4番、5番、狼のライン切りじゃないかっていうのが2番のシーン視点には全く覚えないんだけど、<laughs> ただね、まあ、4番ぐらいの3の強人名、視点的に6番、7番、まあ、より多く7番が怪しまれてたところ、で3番ってそこを外してるのね。 だから3番はオオカミ名というよりは教人名があるんじゃないかっていう思考だからまあこれ以の考え方だから別に理解してもらおうとは思わんけど俺は7のまあ一番のオオカミはあると思うよ一番でグレーセーサー結局上げずに2番4番に対してもまあ2周目聞いてからっていう発言だったから一番のオオカミっていうのは十分あるとは思うけどまあ俺グレーだったら7番釣りたいかなと思ってるからはい以上。 投票してください。アバターをタップして選択できます。釣れるかな投票を終了しました。追放されるのは、5番、3です。 5番、3が発言しますいや、無理だよ、も占い政策全くわからんわ、うん、8が 8,、まあ、8、まあ8はね、まあ狼もあるかもしれんけど8が狼だった時は2番4番狂人の7、8狼ぐらいしかないんじゃない 8番って初週7番は死んでるけど2週目って7番盤面的に外してる人物で5に向けてきてるから8が狼だったら俺7番八番狼二2番4番強陣してるっこれ2番4番って5番、まあ、4番は5番1番2番は5番4番っていう発言ですよねうん俺やっぱ2番が偽だと思うかなでも一、まあ、番黒かったから4番視点で5番が1番を外してるから まあ5番1番狼二2番強人っていう視点はまあ4視点なら分からんでもないけど二2番の小釣りだけは全く納得できてないから、うん、3番もでもね微妙あんまり白っぽくはなかったかなと思ってるけど5番3は3怪しいんだのかこれ分からんけどね ただ俺視点は7の、7の発言がもう全く納得できない。7の視点から評価されるとは思ってないっていう発言を落としてるんだったら、殴り返すのっておかと違いじゃないと思ってるから、7が無駄だったとしてもね。うん、で、3番、真っ当一置くってことは7ってそれ自信満々に言ってるってことでしょ、フィーリング精査を。ー、うん。いや、もう発言内容は違和感しかないんですよ、7番って。 ぐらいかな以上うん6巻もかしてしてさ6巻でも強靭釣れたら負けでいきましょう分かりましたうん頑張ってあの票合わせようか芯釣れるように どっちですかね <laughs>、うん、分からんくなったねこれお待ちください昨夜襲撃された人はいませんでした あなたの発言です。あ、俺か。サンクロ。で、二番さんは九角白ね。ああ。了解。もう棋士出ていいんじゃない？棋士じゃあ九十五秒。九十五。ドン。 出ないあそうもう俺は4番死んでしか見れへんから3行くようんけど4番さんなんで1占いしないんだろうまあいいけどじゃああれか3番初日二切ったんかな初日3人でライン切ったんかな けど一番俺黒だと思ったけどね8投票してるから。2ロールを5強に見えたら1番釣れそうにないからもう5番がまだ7番3に入れようとしてるからこれ7に行こうとするの強烈がめちゃくちゃあるんよね。だからもう5番強陣の2ロールは何だろうなと思ったけど4番 3, 3黒か。 うーんまあちょっと4番シーンに見えるねやっぱ三二郎炉5強化1強化、うんかなと思う正直1黒かなと思ったけど3黒なんだね9番さんが発言します うーんまあ、4が3黒、2が9白、まあ、ここまではいいんだけれども、3、4ね、ちょっと難しいかなと思ってて、3番の1周目の発言を俺、うん、全く怪しんでなくて、4番のグレースケール実そのものも俺、怪しんでる目線じゃなかったんだよね。うん まあ4番には3番を占った経緯っていうのを説明してほしいかな、うん、ただ、8に関してやや疑念視するのが、俺5番を強めと思ってないのよ、つって、あの黒出ると思ってつってるから、5番は、7番投票っていうのが合わないし、でかつ、2、3ライン切りやないと思うけどな、そんなライン。だとしたら、1、2、3、3人外っていう見方の方が強いと思っていて。 と思ってるんんだよなんか違和感が残ってるのがちょいちょい8番が違和感が残るんだよ。だから1番が8番投票するのってもう明言してるし、4番が1番占わないってもう説明付きで明言してるっていうところに関してもなぜそんな聞き返すんって思ってるけど。だったらなぜ3番占ったのかーの説明だけで十分やと思ってるよな。正直ね。うん いや3、4はいい意味でフラットだったから、マジで難しいなと思うんだけど、単体で見たときは、4進っぽく見えるから、3行こうかなって今考えてはいるけれども、発言で簡単に覆えるかなと思ってて、で8の,その1と4に関しての質問内容がずれてるなって思ってる、俺は。うん、ぐらいかな、まあ、3、4話聞くわ。 いやマジで4目線で1番が確定人外だと思うならここって絶対1占いだと思うんすよなのに3番にって3番黒だと俺も昨日までは昨日の夜も絶対4にせやと思ってたがでもね俺3番の2週目の発言まじらしかったんだよね特に最後のセリフに ただ4番触れていたと思うけど、8か1だよねみたいなこと言って、結局5投票でしょ、3番って。うん。それで4番が3占いするなら、まあ納得っちゃ納得だけど、まあどうせまあなんか、3一郎の二強とか言うんと思うけどな。<laughs> まあまあ、もう知らんわ。うん。まあ。 いやーでも、うーん。でも3番は結構納得なんだよな。うーん。3目線って確か5番外れてたよね。なんか最後の発言。なんかさらって言ったけど。あれすごい気になったんだけどな。で、なんで結局太いのなのかよくわからない。俺マジ、うん、あの最後の5秒間ぐらいの発言がマジで怪しくてしょうがなくて。 それで4番が触らなかったのなら納得だから。でも2番から特定保持度を拾えてないっていうのも1周目から視点は2番とも合ってるからね。うん。難しいところではあるけど。まあ、どうだろうな。今日は3等の発言聞くか。 まあそこは判断できんかなというふうには思うかな。まだね、発言きてますよ。はい、えー、自分、真の裏返しなんで、あのキューバーさんは、まあ、聞いてくださいね。はいえー、と4番さんが48だと思ってます、えーと。8番さんは思考せずに、えー、と4番さんが真だと思ってる 番さんが偽だとと思っっててていいるる発言をしこだから俺は5番さんと8番さんで話を聞くって言ったんですよ。だけど5番さんが2番さんを偽だとうし7番さんを投票するって言ってるから7番さんがつながる。何です俺の目線。4番さん、が狼軸塾の時はね、7番さんに。ところかなだから俺は4番さんとつながる位置が5番さんが次に黒で身内を切っているように見えた。投票の。 やつね、だから俺は5番さんがつながるかなと思ってたんだけど真っ白やったんだよねこれね。だから最終的にまあ俺はやっぱ7つながらないと思うんだよねあれね4番さんが7番さんって言っててまあ入ぎやったら結構強いかなと思うけどだけど8番さんって4番さんが絶対死んだって言ってる人ですよね。 何をもってそれが出たのかわかんないから、もうなんか最初から決めてたラインでやってるのかなってしか思えない。かなうん、いや、だからね。って感じかな。いや、やっぱ48しか見えないな4、47って、ある、7番さん、だいぶ死にそうだったけど。ま、あ3番さんが止めたのはあるけど。 俺は67を釣り,釣りたかったからね、怪しいから。うーん、いえんのかな、4番さんが。と思ってるから、あ今日は4いってください。はい。48だと思ってます、以上。3番さんが発言します。はい。 ま現状4 8かなって思ってて思ますね <laughs> 8番さん目線で自身に対する精査が一切入ってこなかったのっておかしいなって私は思うんですけどね。5番に投票したのはだって24に新い師がるんでしょその24が5番を釣りたいって言ってんだったら5番釣ってもいいって思うしそもそも5番の中でなんか3番が強靭率っていうところを。 があったけど、結論として7が怪しいって思考にはならないかなって思ったから5番って全然落とす位置だなって思ったから5番に変えたけどなんかそれで何がおかしいのって思うんだけどあの時点では5番の発言って聞けてなかったから現状で18って私はちゃんと落としてるしそれで5番に投票行ったからおかしいとはならんでしょって思うけどね。か、ま、つ、あ、じゃあ4番上げてみないよって思うけど3に狂ってるけど。 スケール上げてみてってみっ思うけどねそもそも多分4番が思ってたことって「一ローローの二強陣」っていう考察かなって思って昨日は聞いてたんだけどなんかだったら別に1り寄せばよくないって私は思うけどね1番って結構おかしな発言してたから白なんだけど全然釣れる位置だなって私は思ったよ。 1> なんか1からは3番がとか言われてるけど1番の発言の方が全然なんか思考を落とさないしそれを3番に求めて3番までなんか怪しい位置に追加しといて結論を落とさないってのはおかしいなって思ったから全然一を落とせるなって思ってたけど7番に関してはこの週の発言聞けば分かるんじゃないって思うけどね7番の中の視点がどう変わったのかってところがあるからって感じです。 4番が発言しますいやグレーランナー以上1番さんは釣れないし1番釣って仮に僕まあ1号で追った場合ってじゃあ1番釣って狩人さんってほぼほぼ0号栄しかないからあいつ釣った時ってその場合僕噛まれた場合の相方石とか探すの大変だし、まあ、それに、まあ、別に1番じゃなくて、まあ、5番の黒結構したら。 まあ別に、まあ、僕声とか入って、まあ、最悪一番で占われば、一、まあ、番占うわけないんですけど、昨日の発言でね。まあ、5番も変だから、まあ、5番強靭の2、3オオカミとかあるかもしれないけど、やっぱり今日の発言聞いてもな、一は人害だと思うんだよね、正直。だってああ、あの、一番んって、先に様裏占ったり言っておくと、昨日の一番の発言から一番確定人害で僕を置いてて、興めもあるし、 であの3番か8番どちらか占いたかったんだけど2番とつながる位置で、まあ、2番って初数7番のことを叩いている様子だったから、まあ、あんまり2番派生からの7番つながる位置見えなく。 2番、2番、えっと、2番ロー塾で考えた場合、2、8、2、3のすり寄りはあるかもしれない、まあ、どっち裏なおうかって考えた場合に、例、まあの6番さんが3番投票している視点と、あと、昨日の3番の発言は、ちょっと気になる部分もあったから、まあ、3番で、まあ、白結果出たら白結果でいいし、黒結果、黒結果だったら、まあ、視点、晴れるだろうなと思ったら、サウラだったら黒ね。まあ、1番って今日のの発言の時に 4が1占いのが初日の僕の2ス要素だと思ったんですよね。じゃあ別に今日今日占わなくて3番に黒打っても僕の僕の新要素って何もそれ上がんないと思ってますけどはい結論。結論どういうスケール開けてるかっていうと3番2番狼の1番狂人に全現状見えています。はい、さんいってください6番,3番 発言しますうーんまあ3番に投票するかな1日目の2週目は、まあ、7番は番,番強い白いなって思ったん,リオちゃんその理由がまあどうせ釣れないだろう1番に対して かなりヘイいや俺多分たから発言順的にかなり弱くなるに1とか叩いてたらかなり弱くなるにもかかわらず1を叩いてたってところが、まあ、単純に白いなっていうふうに思ってしまったんだよな。でもまあ3にほぼほぼ傾いてるんだけど4のやってることも俺がそこの真の占い師だったらありえない。 っって思って思るんだよねご投票っていうのが1確定人外って言い切れるんだったら1に投票すればよかったと思うまあえー、1は白いなって思ったんだよな昨日の発言でいや781白いなって思った からまあ3524ともに5釣りをしてるから3番に投票してるしたんだけど1番がまあ結果的に8に投票してるんだけど1番がもし人狼だったら21でしか見えてない8をもっと思いっきり釣りをすべきだと思うにもかかわらず3をあえて入れるっていうところが俺はちょっと白っぽく感じた最終的な投票は8に投票してるけど まあ三かなーって思ってますね。七番さんが発言します。あはい。ああそうですね。まあ三番ねー。うーん。 まあ2番の方が占いでは偽に見えるんやけど4番陣外の時って1に黒出し得やと思うんやけどねあんだけ匂わせ発言しとって4番オカミの時って5の白見えたわけやろ一番強人っていう可能性もあるけど1黒打ってとか。 うん、なんか3に黒出す必要あると思うけどなまあ騎士が出てないから、まあ、そこで3に黒打つんやと思ってうんでも2七二七が打つったんかあ もう2番が陣外だったら普通にクロスで白打つよね死んでも変わらんけど3番狼生軸で2三のライン切り 2番巨人、三一郎。いや、でもなんか2番、損じ紹介してるよう見えたかな。まあ決まってますけどね、行くのは。はい投票してください。アバターをタップして選択できます。 投票を終了しました追放されるのは三番さんです三番さんが発言しますはい <laughs> まあ <laughs> 話聞いてないから負けるんですよって思うけどねなんで六にそんなに閉まれてるのか全くわからんけどさ まあなんか私だって1番に対してフォーカス向けてるけどって思うんだけどだって1番から3番って入れられてんだよ3番もつるべきだよねみたいに入れられててそれで1番目線で優劣順位が上げられてないのに3に対して8912に対して優劣順位上げろって方がおかしくないっていう殴り入れてるけどで18って上げてるけど私現時点でかつもう1個言い忘れたんだけど そもそも2番の方が私はあの時点では2週目のね発言聞いて2攻目だなって思ったから5番って話聞く上で精査できるって思ったしそれを見て4番がじゃあ5番に来ますってなったんだったら2番を強靭目線で追ってるのかなって思ったけど今の発言って1番に対しても強靭要素があるっていう考えがあったって発言をしてるから。 おそしたら2五のライン切りだって言いたいのって思ったけど昨日の発言の中ではねそういった要素を挙げられてないからね4番さんっていやマジ6番さんその表使われてるって自覚した方がいいと思うけどなだって4の占い位置の理由って6が3に入れてててるから3見ましたって言ってたっっ言よね。なんかもう一個付け加えてたりしてたけど。 4番の追ってるスケールって123の珍害セットで2366なんでしょうつながるかって私普通に思うけどなんかそこら辺7番さんとかも放棄してたから分かんねえなって思ったよだって7って初集で私の発言への精査って全うっていう評価を落としてんでしょで決まってるんですってなるんだって思ったから78分かんないっすよ負けてください になりました襲撃対象のバターをタップして選択してください,いまあ黒か囲いだと思うけどねお待ちください 区や襲撃されたのは。6番。三です。7番。三が。発言します。はい。ああ、八黒。八白。うん。 ってと三八炉の2強。4番目線。2番目線が8白で、1白で、7四炉っちこと <laughs> そうだよね。2番目線と7四炉やろ。だって1に白持ってて8に白持ってるやろで、対抗が3に黒出してるやろあの状況で4が3に黒出すってほぼないでしょ。 だよね、ってなったら2番目線74ローだよねしかないよね3の黒がほいを追わない限りあ,あやっぱ22世かそうだよねうんそれしかないよねだって4番が陣外で3に黒出す必要ないもんね陣外同士で強陣の5バック狼同士で囲ういやない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 ,ないだったら普通に12色結果出す方がいいから 2番目線って限りなくだよねこれ4番が4三ーとかで3二黒出したらもうめちゃくちゃうまいわそれもう勝てんわでも2番目線は限りなく7四ーだからそうなった場合っていうのは2が2世4番3が8に、えー、と黒を出しているから10目線8つったら終わりかなだよね場面的に4番目線は3八ーの2番強陣うん なるほどじゃあ1を囲ったのはあれか1の6指的は初週黒いって思ったから2番強人が囲ったって感じなんかなはいそれぐらいあなたの発言です あーこれはあれだ4七だったんかまあしょうがないね4七ロールはちょっと俺見えんかったなまあけど三番さん黒かったけどまあまあしょうがないねこれは。 9番、さんが発言します。うん、それだけ。それだけ、え、いや、あの、まだあると思うんやけど。例えばね、あの、二視点って、三、まあ、あの、八九一と白が出ている状況か。 うん、4番7番黒っていう以外にも4番3番の黒囲いとか3番7番のラインで4番強人がそれを見越して白打ってる。4七固定なん視点どう思ってるかよね、うん だってこの場合、e、4番、7番、どちらかに黒か両方黒かの視点が展開されると思ってて、まあ、7視点の言うほぼほぼ4、7っていうのはわかるよ。まあただ、7視点において追うべきは、まあ、あの3、4も追えるよねってだけやから。ん どううしよう一応4八ランで置いててもいいと思うけどだってもうこの状況下で見た時って4視点って3八確定してるわけよ。ってなった場合って一番釣る必要性がなくなったっていうことになるから。 一応4八かなンはうーんいや7番8番ともにほぼ固定で4七っていう目線が、まあ、2番視点にあるっていう見方がな1番3が発言します いや、あの、昨日の投票に関しては、やっぱり4番目線で、ね、あそこまでもう1、黒ロ,ロックしてるられると、まあ俺村やからね。やっぱ視点違うから。4、2、1個、行くしかなかったよね。うん。でも今日4番が3、や8占いなんでしょいや ?4 番が、狼なのであれば、 うーん普通に1黒打っていいと思うからね、やっぱ3八に行ってるっていうと、俺の表って4にしか行かないからね。っていうのを考えたら、4真にも見えなくはないが、これめちゃくちゃうまいことを考えると、4強って可能性ね。 4強で一番ローというのが確実に自信があると思って、そこで間違えてしまったみたいな形で、3、8みたいな感じが怖い。まあ、それないな。絶対ないな。うん。まあ、いいや。4死んでみよう。うん。や4にせなら絶対俺黒でいいはずだし、今の8万んなんか20秒ぐらいで切ったけど、 47ローの8番巨人を追わせたがってるのかなってちょっと見えたからで7番さんはねやっぱ初日からあんまりローゲがないかなと思いますうんあんまりないよね確かに1周目は、まあ、俺は怪しかったなっていうふうに思ったけどまあ6番結局でいのだしねで7番さん目線でまあ 結構幅広く叩けているところは7の路面あんまりないんじゃないかなっていうふうには思っていたからうんまあ今日は8五かな 2> 2番さんが発言しますちょっと待ってねえー、っと俺が真だから八番さん強靭じゃないよね強靭だったら C をしておまけだから。 しないから進めだと思ってて俺4番さんが強人、えー、3番37だったら7番さんって4番さんに投票すると思ってるからまずそれが消えてるで4番さんが俺は黒囲いを結構打ってる、うん、あの段階下で4番さんが3番さんに黒打ってで結構新名勝ち取れるからってところで俺やってるんじゃないかなと思ってるんだけど違うのかな俺もあんまり47って見えてなかったからね まあ、まあでも47かな。まあでも黒かっこいいしないか。でも結構黒囲っこいいなの。7番さんの反応がね、なんかマジでみたいな反応だったから、あんまりね、そこのところも取っちゃってるんだよね。どっか当てたいなっていうのはあるんだけど。47かな。47見づらいんだよな。俺結構。 俺本当に7番さん結構ついたいとこあったから、かなり初手から打ち消してんのかな。あ、でもそれだったら強いよね。それなのかな。うーん。ほら、まあ、黒が濃いよりかはシンプルに47。で、まあ35に強人落ちてって。チャンさん、ありがとう。まあ強人いたらもう負けだからもういいんだけど。まあどうだろう。まあ俺3番さんったら強人っぽい感じしたけどね。 なんか、遺言がね。まあ、四七の初手から身をつけてつらいなかったら、名は届かない。かな。はい。はい、まあ、一九八は読んでください。以上。四番、三が。発言します。はい、まあ、三八人狼、二番狂人ですね。 <laughs> 初日に関しては完全に評価移されてましたね。まあ、裏がった理由は、まあ、正直別に占い値考える間も一番、まあ、さんには申し訳ないけど一番、まあ、さん人以外だろうなって思ってしまったんですけど、まあ、ただ、まあ、僕がまあ一番にバイアスかけたこともあったし、まあ、一番が、まあ、もしも裏がった時っ でまあ、じゃあ仮に、まあ、僕一番人外だったらどっちかっていうと興味の方が強いと思ってて、3だった場合って、投票から見ても3に入れて3トライン切った方が僕あの4カメ入ってると思ったから、てっきりなんか普通に3トライン切って4カンでいき生き残るルートを目指した方がマシかなって思ったから、思ったから、まあ、一番 一、えっとまあ、番強靭だった場合って、まあ、2番つったら俺世界新だと思ったしじゃあ仮にまあ僕がバイアスかけすぎて、えっと、これ一番が村の世界線で、まあ、1白出た場合って8七の精算難しいなって思ったから、まあ、一応占いましたね、まあ、ただそんなに、まあ、そんなにまあ7八だったらまあ8の方占うかなと思って8占って、まあ、別にそんなに黒引くとは思いませんでしたけどまあ8白出る気 がして、まあ、占うときに、まあ、で占って、まあ、結果、黒で結構びっくりしたんで、八三ですね。まあ、かなりすり寄りの八番、三番、人狼に狂人。いうところかな。八、まあ、番の今日の発言は、また、村視点確定人外ってわかるだろうから。八番つって終わんなかった場合も、四つればいいだけだから。八、まあ、つって終わるんで、三番、八番、人狼に強人。 一番視点で、えっと、四番7番人狼っていう視点を。もっと様子を上げないといけないのに、競争で上げてないの、おかしいから。はい。こっちです。投票してください。アバターをタップして選択できます。ダメか、これ。4つらかな。 さあ、四番教授に見えた、人外志向だったんだ。投票を終了しました。追放されるのは、八番、三です。試合終了、敗北しました。怖。なあ、四番。大崎で黒かかしてるんかと思ったけど。 <laughs> いや、さすがにそれはしませんよ。あ、僕ならやるかもしれないけど。ご主人釣って2釣ってくれるつもりかと思った俺くらいはびっくりしたもん。え、これ9番さんどこ守りですか ?4 番でグッチョブ出ましたか ?6 グッチョブですね。あー、6。なんか、てっきり言ってましたから。 ご苦労追ってたからね9番さんがまあね5の色はめっちゃ知りたかったよいやーこれやられたな3 4番教授のやったやっぱ2番の視点って変よねや本戦4号で追ってたからまず。 うん、あそこもあるし、なんか3番2日目釣った時に、負けてください、えなんか人外釣れてる保証があって、それ言ってる、5番、なんか人外つけてるとか思いながら、<laughs> うんと思って、はいなんか負けてください発言は、なんか6の3黒理由が分かんなかったんで、実践は消去法もです。 抜ける方いますかけるかけ人いますかいないはい、じゃあ9番さんから点お願いします。 今日悪いね、今日運がないね。いや、8投なんか全然うまくライン切れなかったから、申し訳ないなって思ってます。いや、一番さんは初日8投票で当たってるから、うん、僕の方が <laughs> めっちゃ間違えてますね。あちょっと一番さん申し訳ない。おばさんどうぞ。うーん、疲れてるよ。2世しか当たらなかったわ。<laughs> お願いします。 7番、はい、ですはいじゃあさっきと同じメンバーなんで大丈夫ですね準備完了お願いします4番さんはいあれあと一人はいスタートします役割がランダムに決まりまりあ今日なんか流れ悪いのよずっとこまちゃう 村の時なんかさミスリードして負けて狼は普通に負けるやろあなたの役割はレイドさんゲストありがとう夜になりままました。そのままお待ちください。はい今ねいちご祭り開催中でいちご集めてます レイルサンギフトありがとう。今度は勝つよ騎士、得意な騎士。まあ、ただ占い師が芯取ってもらわんと。コウマちゃんありがとう。そのままお待ちください。 朝が来ました。初日の襲撃はありません。3番さんが発言します。はい、おはようございます。まあ、自分は結構パッションとか大事にする人もいるかもしれないけど、なんか要素として使うっていうのを否定するってことはないけど、 精査はどっちかっていうと考察の方を重視するからそのファッション精査でご利用されてもって思いますねもしそういう精査を使う人がいればまああとはなんか誰かを怪しんでるって発言に理由はもちろんだけどなんか分かりやすくっていう何かあんまヘイトを貯めるような発言でご利用すっていうのはなんか他視点から なんかそれって印象悪いよねって印象持たれちゃうかもしれないからこそなんか発言には気をつけて黒要素を落としていってほしいなって思ってますうん。4番さんが発言しますはいまあさまざま2週目ですかねご了承の要素とかでまあ、まあ、まあ要するにまあ論理だってないことは もうガン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 喋られても,もう頭に入んないっていう感じなんで、まあ、浅間さんの論は2週目です僕はやっぱりねまああんまり、まあ、村全体のことを考えた時に、まあ、白市評価とか、まあ、白評価とかをあんまり行ってほしいと思ってなくて、まあ、例えばまあその人自身が 白評価を行っっていいと思ったしもあの、まあ、まあ僕自身も別に白評価ってしていいと思ってるんですけどただ、まあ、このゲーム普通に9人でやってるゲームなんであのその白評価が気に食わないっていう人が一定数いる場合って、えっと、村がそういう発言してしまうと他の村からのヘイト化をしそうにしてくるから,るから僕はそういうことはあんまりしないでほしいかなと思ってます。 3番が村か人外かもしれんけど釣り位に入れてもいいかなと思ったかなこれは5番の組み取りが間違ってたら申し訳ないけど3番の思考ってなんか怪しいところがあっても発言気をつけてまあ極論言うとにごせっっててこととででししょょようあんまり村の思考とは思えないかなと思ったけど。<laughs> うん じゃあ3番って2周目ここが怪しいけど分からないっていうような精査をすると5番は取ったのね、うん、だから3番は釣り位置でいいかなって思ってるぐらいですかねはいまあこれはこんな主観混じりだけど5番はそう思いましたっていうぐらい六番6番が発言します えーっと3番さん別にその2ごせっていう発言はしてなかったと思うんですけど単純に理由をはっきり言ってほしいっていう分かりやすく理由を伝えてほしいっていうふうに言ってただけだと思うんで、まあ、5番さんが3番さんに対するあの組み取り方は違うのかなって思うんですけど、まあ、そこの位置でもし5番が人狼であればわざわざ3番にね そういうういいげ足っていうか、まあ、無難な発言が3番4番してる中で5番も人狼であれば平等を買わないようにわざわざ釣り位置を上げる必要がないと思ってるので5番は釣りたくないですで4番に関しては白位置自分では言ってもいいと思うんだけど結局言わないでほしいっていうのが俺は全くなんか4番の考えが理解ができなかったですね結局どっちなんだろうっていう4番釣りたいですね自分は。 7番、3が発言しますはいえっと6番5番に対して最初5番の三元球が通ってないって言いつつもただ5番がオオカミでやってるようには見えないっていう出口でいいんですかね。うん、で4番に対しては、えっと、白評価をしていいのかしてよくないのかどっちか分かんないいや、4番は白評価すべきじゃないと思ってるっていう発言をしてたんですね。 いや民意が取れないとその人が村で言っちゃった場合って他の村に釣り殺されるからっていう4番の意向でしょ思考でしょ,思考でしょなんとなく汲み取れるなと思ったけど6番はあーなんか5を叩くんかなって思いきやでも結局釣りたくないってだったら最初の5の3言及がおかしいっていう要素はいらなかったんじゃないかなと5は別にあくまで主観だから 俺はこう思っただけですだから別にそれは5の黒要素ではないからね若干目釣りたいのうんまあね3番さんはちょっとフィーリングで黒いかなと思ったなんか考えながら喋ってる感じしたんでこれはフィーリングねフィーリングで3番さんオカミありそうな気がして4番さんが怪しいのは なんか4番さん自身白い血言ってもいいけど言わない方がいいって言ってるのがなんかね防御感感じるのよね。本当に思ってること言い,言い切れてないからそれ言ったら釣り位置になるからなんかやめたようにいける4番さんが黒くてあと6番さんが黒いのはその4番怪しむ人て同じなんだけど5番さん釣りたくないっていうのがなんか評価集に見える。 だって6番だって3番怪しくないんやろそれだってそこを釣りをしてる5にもしても置くはずだからなんか64でライン切ってる可能性もちょっとあるんかなと思うから346この3人怪しんでますはい願い。 します現状6時点で3かなと思っていて4番に関しては完全に2周目かなと思ってる5番7番が印象良かったぐらいなのねまあ言ってることが分かるっていう意味合い5から3の指摘って結局3番の発言聞いた時にそれはやっぱりはあの発言の制限と、うん、防衛感って絶対感じると思ってるから。 それぐらいは、うん、言ってること自体合ってると思っていて、6から5円と言及から入るのがまず違うなと思ったんよね。ねだとした場合、少なくともねあの考え方が違ってても3番、5番の比較制裁になるから、6って何を言ってるんやろうっていうところで7が6に突っ込んでるのは普通に分かった。8番とやや思考が違うのは4番が防衛官、いや、そこに関しては4番より3番やと思う、俺は。っていうレベル。 現状は六時点です。一番さんが発言します。まあ現状トリーチは六だと思いますよ。あの六番さんはやっぱりあの最初の発言と最後の発言のまあ離陸点と着地点が違うなっていうふうに思いました。だって五番さんのことを怪しんでいたのに五番さんはトリーチ言ってるから。 って外したんでしょでも小番さんのついッいって3でしょあなたが、6番さんが怪しんでるのって4番でしょんってならない俺、普通になんで5を外したのかも謎でしかないけどね。<laughs> 別に釣り位置上げたところでそれって俺要素にならないと思うから、まあ普通に6番。で、えっ、ー、と、まあ3番は、まあ、えっ、ー、と、まあ西見聞くけど、 確かにフィーリング怪しかったかな、ちょっと、まあ、七番ね。七番は、まあ、六番の方が怪しいならよかったんだけど、なんか最後若干の奥って言ってたけど、俺、その若干は結構気になるけどね。大いに六だったと俺は思いますよ。はい。二番。さんが。発言します。 まあこれね、かなり言われちゃってんだけど、まあ、俺も6なんですね最初決の最初5番さんが結構無理やりなんか黒塗りしてんのかなと思って怪しんでたんだけどそこを6番さんが怪しんでてあいいじゃんいいじゃんと思ってたら6番さんが結果5はついたくない4番さんっていうのがなんかえっえ,えってなってクシャクになっちゃったんだよねうんえ普通に5番さん怪し,怪しまないのっていうのは な、うん、なんかかか思ったからったらて感じかなで7が7と9と1まあ8もそうだね61だからやっぱねここでも便所1みたいなのが思われちゃうかもしれないけど結構ね同じ感覚をやってたからって感じかな、まあ、あと3番さんはなんかパッションやめてほしいっていうのがねまあこれはも俺もパッションやめてほしいなと思うんで普通に考察していきたいなと思ってます現状6でいいかなと思ってます以上。 そのうちで六一本か。三番さんが発言します。そしたら百十秒でお願いします。<laughs> うん。一二零五番が確定で四千。4騎士はどこですか？ 自分は棋士じゃないんですけど、まあ、正直言うとうん6に関しては思考の巡りは変だなって思うのは皆さんの言う通りかなって思ってるなんか6目線で3じゃなくて4が怪しいってなった時にそれだけでこの人外じゃないっておける要素はないかなって思うから、まあ、ただ8・1に関しても その3がフィーリングで黒っっってて精査を落とす必要あるって思ったけどね結構8目線の中では4六のライン切りがあるんじゃないかなっていう精査で3に関しては本当にフィーリングってところだったでしょう。う1に関しても6が怪しい7が若干って触れたのが怪しいってことは6と7のラインを追ってたっていうふうに感じてるんだけどなんかその上で。 さんのフィーリング黒っていうところに同意するメリットってあるのって思いましたけどねま5、あ、番に言われたことに関しては、まあ、組み取りは私が説明できなかったかもしれないけどちゃんと理由ははっきり言ってって言ってるから濁すっていうのはすっごい印象悪く見えた正直濁すんじゃなくてなんか発言をする受ける側の立場も考えて,てなんて言ったらいいんだろう全体ミニを見て発言してな,なんて言ったらいいんだろうな そのあんま過度に攻撃的な発言を使うなっていう意味で言ったつもりですね。<laughs> はい。まあ録音とせばいいんじゃないって思いますけど。四番三が発言します。はい。まあどうしようかな。110秒でキス出ましょうか。まあなん、急に怪しいと思ったけどね僕。 はい。まあですよね。僕、6、村だと思うんだけどな。他が黒すぎると思ってるんですよね、個人的にね。で僕、二番の、いや、僕、1番が限りなく死んだと思ってるかな、霊能に関しては。2番さんの視点で、その7から1まで一括りにできるのかっていうところと、僕、7番さんはちょっとやじと思っちゃいましたね。その6番に対して、 その6番が5番に対したのは、まあ、人外要素じゃないっていう指摘が最後に入ったと思うけど5番6番の視点って結局5番,5番を人外要素として最初から取り扱ってるわけじゃなくて5番のその解釈が間違ってるよねっていう事実を置いといてでも最終の着地点って6番は5番の行動人外っぽくないんじゃないかっていう視点だから7の最終の指摘通んないと思ってて。 9番は5番7番印象いいんだと思って、そしたらまだ僕8番の方が印象いいって言った方がいいかなって思ったし、2番さんに関しては、まあ、今言った通り、7から1と視点あって、そんなに、そんなに一くぐりできるレベルの主張かなって思ったから、気になったし、3番の2種目も、まあ、6一本、うん、うーん。 S, S g 位にされてんじゃないかなって思うけどね6番さん個人的にね、はいまあ、進行は5番さんに任せますけど、はい、5番さんが発言します一角、はい、してよかったなと思ってて、ね、マジで人外値難しいなと思って俺も <laughs> 6番は別にそこまでなんですよね うん6番の思考で5番がまあヘイトためそうな行為してるからまあ6番っていうのは、まあ、その時点で、まあ、仮に5番狼だった3番5番のライン切りがあるんじゃないかとか、まあ、5番は怪しいから興味はあるから釣り位置には入るぐらいの、まあ、6視点では5番に怪しい視点持ってるんだったらねもう落としてもよかったかなとは思うけどうーん。 あんまり6番を紙では追ってない、現状はね、追ってはないけど、まあ、8番さん、まあ、出てくれたんで、まあ、いいですかね、まあ、正直、グレーチ分からんので、まあ、8番さんに合わせようかなと思ってる。霊能から行くんだったら、もう、紫点はもう霊能釣り切りか、まあ、8番の思考で、で、グレーから行くんだったら、それぞれ怪しいと思うグレーに入れればいいと思ってるかな、ぐらいかな。 うん。で、うん、まあそんなもんかな。まあ1番、2番に関しては、どうかな。<laughs> 正直わからん。ね。はい。まあ2週目聞けるんで、2週目聞いて <laughs>、まあ、明日 <laughs>、まだ大事とかは決めたいかなと思ってるぐらいですかね。まあ釣れたところと、まあ相対的な発言比較して、 占い師は決めようかなと思ってるぐらい <laughs> はい以上番さんが発言しますまず1番2番に誤解されてるので弁明させてもらうと自分が5番さんのことを釣りたくないって言った理由は言いましたよ言ったのではっきりそれは あなななたたちがいいてないだけなんですよでまあ今日はグレーかからいきましょうか、まあ、正直俺は5番さんが自分のことを怪しんでたらもう自分釣ってもいいのかな釣、まあ、られても仕方ないのかなっていう風に感じたんだけど4番5番ともに自分のことを「人狼じゃない」って言ってくれてる時点で頑張んないといけないなって思いました。 まあ、今日釣りたいところはまあはっきり明確に釣りたいって言わなかった7番もしくはまあどこ釣っても正直ラインが分かるようなもの話ではないのでどう考察はどうやっても考察は伸びないんですけど自分はね1番2番に対して言いたいのは自分が5番を仮に落としたとして あそれを否定したとしてそれが何が黒要素なのかっていう8番8番のように5番の評価意思をしてるっていうそこまで言ってほしいんですよね。自分の行動がどう見えるから怪しいのかっていうところを言ってほしいです。<laughs> まあそこだけです。まあ、3番3番か7番かなって思ってます。理由は分かんないけど。<laughs> 7番に対しては はっきり自分を釣りたいって明確に言わなかったところ、ちょっと若干濁したところぐらい。まあだったら急でもいいんだけど。七番さんが発言します。えっと四号はじゃあ六釣りたくないのね。いや別に四号がその進行取るんだったら。 にいいよまあ、仮にこれが霊能進路で4番強人っていう可能性もゼロじゃないけどまあ信教だとは思ってる強人がなんかロックを構えに来てずらりに行ったろうっていう霊能と魂胆だと基本的には思ってるからうんだよねだって6が村の時に霊能出てる必要ないもんね LINE 切ってやった方がいいよね占い出るとかね基本的には霊能は信教かなと思っています うん、いや6番さんに俺が思ったのは最初の開口1番で5番の3指摘がおかしいっていう話で入,る入ってで最後にでも5番が3番を殴る構図があまり5番狼に見えないっていう着地点になるんだったらそもそも俺だったら5番の3指摘がおかしいっていう発言順にならない。うん かなって思った。だからなんか若干6のその5の触れ方が変かなと思ったが若干釣り1って言った感じかな。ただまあ5番さんが6を弾くって言うんだったらグレーなら好きなとこでもいいですよ。例の釣り切るとか、まあ、8番さんがねその、指示してくれればいいけど6番さん俺にんでるんだったら別に5が6弾いてムラって言うんだったら全然俺釣りからでもいいけど。 6釣れない状況なんでしや6の7の怪しい要素がちゃんと釣りをさなかったからってそれが俺の人外要素にならんけど俺が人外やっ,ったら6めっちゃ釣りをすけどねだって俺の広範囲の人たちゴリゴリ6釣りをしようやん乗っかってそれだけ6に言っとくねはいあなたの発言です いやちょっとね、グレー全員怪しいからもうグレー行こう。ちょっと霊能キムタウングレー黒,黒い人多いから勝てないと思う。でもうだから今日はグレーね、グレー釣り。でまあ3番さんが怪しいのはなんかじまず岸出し時間指定しないのともう7から始まった6の兵ともそのまま釣りをしてるからやっぱ3番さん怪しいのと。 やっぱね、5番さん、氷回収されてる可能性あるよ。だから、ひつりって言われると、やっぱね、心象いいから、だから5番さんって実際6釣りをしてないじゃん。そうやって、オカミって氷回収するのよ。だから6の炉あると思う。で、7番さん、そこで柱って、柱ってできないよ。で、7つって、5番が狂人とか占って、死んで釣ったら負けだから、柱ってできない村が。 だから7番さん怪しいのと、あと9番さん怪しいのは5と7の、心象がいいっていうのもこれ評価集ね。で5と7、9行こうとしてないやろ。だから評価集してるの6と9なんだよね。ああ6、9、6、6、2、強とか、かなとは思うけど、 まあ9番さんの発言聞けるし12問どこ釣り寄すかでもう見るしかないでも明日例の決め打ちだから1番さんと2番さん頑張ってね2人とも61本やろもうちょっと釣り寄せるとかあったと思うけどね9番さんと57新勝がいいって評解書してるのに1と2って9に向いてないから今日グレー行こう 9うーん、いや、棋士で一覚してるけど、やっぱり8番と合わないんだよね、うん、1周目段階においては、5番、7番の指摘そのものは、俺は通ってると思ってるのね、うん、ただ、2周目の7番に関して言えばあの、そもそもがどこでもいいわけがない、実、う、質、ん、点で黒いとこどこって話になってくるから、そういった精査をするべきやと思うよ、グレー行くんだったら。 で、ワンちゃん俺は4番の強人があると思っていて、うん、そもそもあのこれ8番も聞き逃してんねんけど、まあ、3番って岸士出しをしてるわけやん。これに関してどういうふうに促してるっていうところをどういうふうに取るかっていうところにか関わってくると思っていて、うん、8番さ3番自分引き締をすかした上での騎士出しましょうって言ってるんですよ。 で、それで何ともならんかったから5番の1で最終的に岸出しを秒数してもう一回しましょうってなってるだけここは8番絶対取ってないと思ってるからで、6に関しては5に関しての殴るのか殴らんのかっていう振り切りがないから俺は6番黒いって言った、うん1番2番って差異があると思っていて1番って どちらかというと、あの7、8、9、まあ、ほぼほぼあの平行に見た上であで、6番で2番ってどっちかというと、7、9、1っていうのを見て、8番も一応釣りをしたよねっていう段階になっていること。まあ、目線的には俺、2の方がいいあが良かったと思うけどね、その差でいったら。 ただ、まあ、4番強陣がなかった場合、2進って見たときに、俺は1番強陣やと思っていて、その時はあの今のところ3、7の方が濃いかなと思ってるのね。3番に関しては、もう引き出すかす時点で、これ、どういう風に取ってるのって全体的に聞きたいよ。俺、別にあの盤面ですかすっていう行為をしなくてよかったと思うよ、引き揺は。で、7番の,あのどこでもいい発言、これはないと思う。まあ、だから、グレーで詰めるなら、俺、今のところ、ないと思う。 1番さんが発言しますまずね、例のは俺で君ぶってほしいですね。これ多分、8番も言っていたが、あのー、グレーは正直言って、もうほぼみんな怪しいっていうのが正直な感想だから、えー、4名でしょもう,うーん、まあ、そっか、まあ、2番が、まあ、俺は多分2番強靭やと思ってるんだけど、これ2番は使ってっていうのはちょっともう、 やめてほしい。うん。っていうの正直なんで。今日はグレーツルディリまあ、いくと思うんだけども。そうだね。まあ、6番に言っておきたいのは、いやいや、話聞いてないって言っていたが、いや、俺は言ってんじゃん。だから、5番さんが確かにヘイトを、まあ、4番に浴びてるのわかるが、でも6番さんの最初の7は言っていたけど、俺七のこの指摘は合ってると思うよ。6がまあ3で5番が4。だから六目線で、 5番のことを、まあ、うん、まあ、若干、そうだね、超回収みたいな行動にしたのは、俺を怪しく見ますよ、そりゃ。うん。っていうのが、まあ、6番。で、7番は、なんで4番と5番の表を気に、4番と5番が6いかないからっていうのを気にして、なんで1になったんですかね。7番目線で、693っていうところに、向いて、 っていうこと、先のこと考えてないんですよね、7番って。7番って結局どこ怪しんでてっていうのを全く考えてない。で、7番一点で2、強だと思ってるんでしょじゃあ、6、9、3に2人がいると思ってるんだよね。7、7って先のことあんま考えてないて。3番にもあんま触れてないし。うん。でも、まあ、9番はなんで、いや、俺はなんで8を2番が外したからっていうのがあるのか意味がわからない。 かなっていうふうに思ううんまあでも今日は生もりかなうん 2>, 2番んが発言しますまあグレーでいくんであれば俺は7番は行きたくないかな7番さんはこれはね 俺ジュースに飲んんんでるる人はああまりついいたくないっていうのがあるんだよね、うん、だからあんまりついたくなくてやっぱ6は黒角でいいかなと思ってるっていうのが、まあ、1周目なんか7891一色多にしたみたいに言われたけどそれって俺は6番さんの違和感をみんな拾ってるからいいなと思ってこれ単体生産ねまず1周目ってで2周目盤面見たらいいしで結局この盤面を買って。 1>, 1番さんが強人とかだったらね、僕は見て、平和を決めてるわけね。だから、身内切りをした方が強いと思ってるから、うん、だからね、俺は6番さん釣りたいかなと思ってる。結構クロちチんじゃないかなと思ってる。で、相方位置が、なんか9番さんが7番さん釣りをしてるから、6、級とかじゃないかな。うん6、7って、まあ見づらいね。なんかお互いでなんかやり合ってるし。で、感じたか、6、うん 釣りたいかな。7番差の地釣りって俺あんまね、あるんだけどね、狼で地釣り発言してなんか回避的なの。だけど俺あんまない、この状況感あんまないかなと思ってるか、ら、まあ、6釣って9占って勝ちじゃないかなと思うけどね、1、まあ、番差が強人だった場合はね、って感じ。 まあ3番さんに関しては逆にあそこで便乗してたらなんかめちゃ便乗位置じゃんって感じになるからそこもねあんま疑いづらいとこはあるんだよねって感じでまあ消去法で69かなまあ俺は6で行こうかなと思ってるはいはい1致命してオンオッケーオッケー 投票してください。アバターをタップして選択できます。これどうもるかな。投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。 7番さんが発言します。あ。俺。あ、俺かあ,あえー、俺に入れてるの591あ591いや別に占い師の占い師さんの意向だから逆らわないですよ。6。村置きする場合って俺も釣り位なくなっちゃうんで。ただ強って言うなら9かなって思っている。 9番の初任の57評価からいきなり7が黒くなるっていう要素はあまりないかなと思っているから9番が3にもうちょっと視点が向いてもおかしくないかなと思ってるから9番投票しましただって5番目線で6村置きした場合って俺目線6じゃ釣らないでじゃあ他で探そうかって言った時に9番の発言とか聞けてないし基本的に我々の心境で6をかばいに行った構図だと思っているからこそうんって感じ9番の発言聞いて3級精査っていう感じだから まあ釣り上げてないからうんうんんとか言うけどなんかな初日俺が6指摘入れてそれでみんな共感していたのになんかすごいですねその落差がうん急になんか7が黒なんじゃないかみたいないや俺オーカ言ったらな6なんか余裕でもっと釣りをすけどね5番は主観で言ってるだけだから黒要素じゃないって6の五指摘は通ってないあげく6って結局5釣りたくないって絶対陣がやろっつって6釣り1本言えるから 人外だったら。若干でとどめる必要はないです。6が7を釣り殺したいんやろ。うんってなったら。まあ俺に来るんだろうなーっていう感じ。うん。でも6万も結局どこに行ってんの？3。に行っとんか 6?？6。と67ムラムラとかじゃないよね？これ。<laughs> 67ムラムラとかじゃない？これ？ 六人外の時って七に入れとくじゃない。俺が人外でも六に入れるよ。従いますとか悠長なこと言わんよ、人外で。いやいや、六黒でしょって。押し込むよ。六番さん、これ六七ムラムラあるよ、これ。いや、もう小池慎吾さんムラだな。もうちょっと発言頑張ってほしいね。六番。さんが。発言します。 えー、あると思っててますよ。てか、俺は7番さんが白だと思ってるんでただもう占い師さんが7に投票してる時点でもう7に行ってください俺は7番が村だと思ってるで3級人狼もしくは23人狼だと思ってる思ったから千番3番に投票してます1番が偽であれば強人目かなって思って 2番が偽だだっっったたら狼目だなって思ったのでまず1番が狂人目っていうところは、まあ、地釣りを飲んでる7番に、まあ、投票するっていうところ、まあ、釣りをしてるところがもし1番の俺が1番の位置で狂人であれば7番人狼ないって思うから7思いっきり釣りをしと思う、まあ、2番が言ってたようにね。で2番がもし狂人であれば7を、まあ、その通りで7を思いっきり釣りをすと思うので。 で、まあ3級人狼もしくは23人狼なので自分は3番さんに投票し,しました3番が間違いなく人狼だと思ってるのでえっと俺は7番さんに1個言っておくとまあ余裕があるから言っとくとあなたが市民しようってあそこの盤面ですることって俺が5番さんに最初指摘あなた 1>, 1, 1日目の1勝目も2勝目も自分に対して言ってたけどそれ言う必要あるっていうのと全く同じだと思うんですけどね絶対やる必要がないと思う単純に俺は5番さんに指摘したのは単純に組み取り間違ってるよって指摘をしたかったわけなんですけど、まあ、23人狼もしくは3級人労確実に3番が人狼っすね

7番さんが発言します。<laughs> あ,あ市民仕用意味なかったって。<laughs> まあまあいいじゃないですか。だって俺、室村なんだから。それぐらい許してよ、6番さん。多分ん、67村じゃないと思うけど、この投票結果って。6人がいたら何いれるやろ。うん。5番が6を村置きしますって言ったところで。 俺は人外であればいやいや6の黒あるから5番さん考え直した方がいいよっていう指摘するけどすんなり従う必要ないよだって6って7に最初釣り位置持っていこうとしてたわけやろそこで俺が反発戦でであまあ7釣りになるんだろうなみたいな悠長にあ俺釣られるんだろうなみたいなそんな考察狼でするうんあと少なからず7の6指摘で共感値あったわけじゃん、うん、この村の議論でね だから、うんまあ、4番さんぐらいかね、7がおかしいって言うけど、うんまあ、それ以外基本的には得れてたと思うから、でも多分6、7、村じゃないと思うけどね、うん。霊能が新郎だった時が一番だるいかなと思ってます。素直に9、3郎だったら楽だなぐらいかな。6番さんが一番教師の時に走らしている7番。 釣り殺そうって思わない、強人あ。それは、あるんかもしれんけど、うん。こんな楽観的な狼いないけどね。そう満場一致で入ってるマジであ。まあでも、言うことないですね。はい。俺の予想言いますよ。例の結果、白黒出ますよ、これ。絶対出る。ね。絶対出るよ、これ。 5番さん、頑張って黒見つけてね夜になりました。護衛する対象のアバターをタップして選択してください。 お待ちくださいうーんもうちょっとコイキングさん村岡襲撃されたのは8番んです。やばいよ 発言します7かくし,しろ。5番の占い結果。やば。いやもうここ隠しても意味ないんやけど。うん、どこに何結果ですかまああなた方の言うんであれば6番村置きした上で三か9の占いやと思うんやけど。うん、っていう話よ。 6白じゃなかった場合は、まあ、おそらく3番で黒結果があって、えーうん、1番、2番が共に7白結果を出しているっていうところから、あ3黒軸の、えー、1番、2番、どちらか。もしくはその、その、もくみが間違ってた3、6、ーっていう目線になるわけやけれども、黒のードでいった場合って、基本的にあの、うん、3番、7番、6番の順位やと思ってるのね、俺は。 単純な計算で見た時にだからこその7番釣りだった3番に関しての部分って棋士を透かす必要性って俺はあの番目ではないと思っていてあの一角役職である5番の指示でのみ成立するもんやと思ってるからまあ結果出すも出さんもかまんけどだったら最後に出すんやな6番の1でうんっていうところね まあ3番角炉の、角露の視点自体はまあ6番と合ってるよ。だから俺は3番、7番やって言ってるのよ。7番視点において3番と6番の比較精査がなかったから、もしくは3番、9番の比較精査、そういったところがないから7番って何をしてんねんよって話だ。白結果が出てるからあれやけれども、7番強靭の目線十分にあると思うよ。そもそも4番、もしくはグレー1に強靭がいる精査も必要やと思っていて、そういった意味 見合いでの人外一って絶対必要やと思ってるから7番、まあ、確実に強なんなやろうなと思ってるぐらい12聞く1番さんが発言します5番さん結果言わないのまあいいやえっとね7番さんはえっと 僕はもう最後の発言とかなんか、すごいもう強靭臭いなと思ったんだよね。てかもうあのー、7万のもう何度も言うけど、7万の視点で、霊ロラで、なおかつ、6、9、3。この辺にあんまり考察を述べれてなかった時に、レイロラってしこのにならないと思ってるから、まあ七は今日なんじゃないかなというふうに思ってます。うん。でも一周目は俺2番は強軸で考えていたけど、 そこをどこ考えると2番のッ軸なんかなっていうふうな感じが見えてきている。の時にやっぱり9番が初日2番を、2番と1番で2番の、8番が、8番を2番が外しているからという、6、7、9、えー、っていうところで2番を、2番の方が死いんだといったところはやっぱりすごい気になるけどね。うん でもね、俺も3番も、いや別に記事すかす行為はそこまでじゃないけど、3番も1と2にあんまり、ええしん、ええー、とかあんま言わなかったし、なんかしかも1のこと伝えていたっていうところは、かなり気になるっちゃ気になるけどなぁ。うん。まあ、6番も、俺は、7、 に向けての視点はちょっと違ってるかなっていうところはあるかなってくらいだから。ちょっとマジで5番3の結果次第なんだけど。どうん、かな。いや、グレーで行くなら3か9。うん、いや、じゃあもう今日2位決め打ちますよ、ね。じに行ってくださいよ。 ねんさんギフトありがとう。こんばんは。2> 2番さんが発言します、な、まあ、7番さんって地釣り飲んでるから、俺は大会弁ないと思ってるからね。うん、釣りをしてる1番さんって、まあ、強人臭いよねって思うよ、俺は。で、俺やっぱ6級あるんじゃないかなと思ってるけどね。まあ、6、まあ、9は硬いかなと思ってる。うんだから俺は6釣って9釣って。 えー、6つって9占いしたら勝てるんじゃないかなって今日1番さん強軸だったら考えてた感じかな、まあ、3番さんはやっぱりね、まあ、3まあ、3級もあるかな3級6級どっちかかなって思ってるうん、まあ、9番さんが6は8て7に行こうとした構図も見えるからねうんで俺が5回目でえっ、ー、と2級があるんじゃないかってないでしょう 俺が5番39番さんからなって言って,てんだから。はい、こんばんは。どこでなったか教えてくれないかあれだけど。うん、だからさ、でも平和、平和番面を決め込んでるときって、身内切りするのが結構、俺はセオリーってか強いと思ってるから、まあ、その辺に関してはね、6の相方切ってんじゃないかなと思うから、まあ、そうなると、うん、どのトライアングルなんだろうね。 6うんまあとりあえず、まあ、決めつんだったら1っ点ね絶対。うん、俺オオカミ軸で2級なんて絶対ないでしょ。うん、その思考が出るのは絶対おかしいし7番さんが地釣り飲んでるのに、えっと、7番さんがオオカミだと思って釣っただけどその後白が出たらえっと強人だみたいな発言をしてるわけでしょ。うん、絶対ないじゃん。 俺アウトしたら六の方だと思ってたけどね。はい。一番さんいってください。以上。三番、さんが、発言します。はい。<laughs> まあ、一人を比較したら、二番の方が進かなって思うけど <laughs>。一番の考察が全然見えてこないし <laughs>。 なんか結局1番って5番が初めて結果出して釣り位置が決まるのに決め打ちますみたいな思考になるのかなって思うんでなんか自身としては結構ほんと6ってまあ6からも言われてるけど私6が人外6かなって思っててその初週が6がした発言ってなんだろう 自分でさその5の白はじきの理由は5が3を押したからっていうところで白はじきをしてるわけじゃん。なんかだから6番って4番のことを押したかなって思ってるんだけどだって6番の思考の中だったら4がおかしいっていう思考になってるんだったら5がそこ叩けなかったからおかしいっていう思考が生まれてもおかしくないのに5がその行動をしただけで5は釣りたくないですってなってるんだったら。 僕もそれに乗っ取るために4を押してるのかなって思うんだけどだから4号視点で6を白く見るっていうのは私は分かんなかったけどねなんか棋士の秒数指定のところはちょっと申し訳なかったけどそういう配慮はなかった9から言われてるその棋士使すって別によくないだって出てもらった方がいいじゃん精査対象減るんだからそれが何の黒要ソなのって思うし 2と全く店も同じなんだけど69かなって思ってるけど9の思考で37につなげる意味なくないって思うんだけどだって9って6を怪しんでたんじゃないのって <laughs> なんでいきなり6外して37つなげてくるんだろうって思ってるから69かなって思ってるけど4番さんが発言します。 はい。まあ、例のかな。あ、まあ、グレーってもいいんですけど、まあ、5番さんの裏の結果によって変わるけど、まあ、多分黒出てるから、まあ、今日5番の黒先つって、まあ、そしたらまた進行試合は一緒に考えたいなと思ったんですね。まあ、例の審議。まあ、まあ、まあ、とりあえず5番さんは結構聞きましょうか。 5番、3が発言します。まあ、例の神っ色いてどっちかにオカミ出てるかわかんないから自爆できない例の心境グレー日本オカミっていうのは、まあ、あるかもしれんがんかないと思ったぐらい昨日 <laughs> の名前入れたのは5番って別に6狼オカミっぽくないっていう発言は落としたけど。 全然ブラウキはしてないから6に対して怪しい要素を気になった要素を落としてるから、まあ、7番がそれで6番と戦えないから地釣りっていうのは7番強めもあるかなと思っての7番振りですかね。はい、うん、まあ、黒は見つけてるんですけどね、はいまあ、その辺は残ったまあグレーに最低1は村がいるんで、まあ、しっかり思考として、まあ霊能もどっちか真。 発言的に心境っぽいけどねお互いがお互いに投票してくれって言ってるから9番さん <laughs> が実施しました夜になりましたそのままお待ちください

6番さんが発言しますまあ自爆すると9黒なんて出ないんですけどねまあそこを頼みにしてた <laughs> まあ2番さん釣りますね自分はまああの段階でミスったなって1日目の決戦投票の時にミスったなって思ったのは 2級もあるなまあずっと俺3番を黒ロックで話してたんだけどいや冷静に2番が2世だった時に23しかないみたいな話したけど2級もあるなって話をしたんだよねあっていうの2級もあるなっていうことを思い出したで自分はえー、っとまあ9番さんの発言を先ほどの発言を思い出してほしいんですけど 9番は、俺は5番が3番占って黒出ててほしいって思った。けど、まあちょっと話したかった、あの時に。俺まで。9番のさっきの発言で、6番さん、3番さん各黒は間違い、まあ合ってるんですよっていう話をしたんですよ、9番さんって。それって、9番が完全に自分の村のこと、村であることを知ってる発言をしてたんですね、9番さんは。 で、9番が <laughs> 93人狼でまあいやごめん96人狼でわざわざその問いかけをする必要がないと考えてほしいプラス自分がもし人狼であれば、まあ、7に投票するべきだと思うんで、ね、1日目の1週目にね7の方が集まりそうだったからまあ今日は2番3に投票しますね ただ、二級で終わればラッキーぐらいです。一番、三が、発言します。はい、まあ、今日は二に行ってください。まあ、正直、二級のなら、今が、まあ、褒めなのかなというふうに思ってます。かね。うん。 まあやっぱり俺は、なんか2番はね、7番のこと怪しくないって言っていいけど、7番実に飲んでいるが、やっぱり、えー、例の、えす、ー、釣、えー、ると、えー、2人とも釣るっていう発言と、まああのー、最後のね、えーまあ発言の中で、なんか強靭な、なんかあの、白を打つんでしょ、黒を打つんでしょ、みたいな。まああの辺がなんか強靭っぽいなっていうふうには思ったかな。うん。 まあ、これで2で終わらなかったら、2強になるんだけど。まあ、でも、9番さんの1周目の発言も、1日目の発言聞いてくればわかるんだけど、あのー、2番がね、七えっ、ー、と、6、7、9入れて、でまあ、1番は、まあ、7番はまあ若干外したつもりだったんだけど、1つでまとめてみたいこと言ってたじゃないですか。で、あれで2番の方を後ろ行って、まそ,それが成り立たないと思うよ。 いやあれの釣りなの場合はあの段階ではね今さんマッサンってあんまり死んでみられてなかったという意見が大人だと思うのでこれ,これで今日は変わったせんが長いリスクだと思うけどたまその線が多いかなというふうに思いますか、ね。6キロ,ロロだったらもうもったいないね、うん、初日6釣れたのに、ね。 二球の七強じゃないかな。まあどうだろう。うん仮に七番が強人じゃなかったとした時は、まあそれはないと思うけどな。うん。今日二つ言ってくださいお願いします。はい。二番さんが発言します。 結果に関しては分かってるよ。出てないけど自爆してるから消えろって伝えただけだから、そんな気にしないでいいよ、はい。1番さんが割と狼あるかなと思ってて、7番さんを釣った後に7番さんが自生してるから、強人なのかなっていう懸念をしてるのが1番さんの狼要素があるかなと思ってる。うん、で9番さん裏占って教えいてたのは俺だから、うん、絶対俺狼なんてないから、俺死んだから、えっ、ー、と、鬼滅なら1番さん言ってくれって感じ。ただ1番さん強人かなと思ってて、俺は6三でなまわなきゃいけないのかなと思ってる。 うんでも9番さんがやっぱ6を弾いて7番さんに行ったのが、まあそこのつながりはちょっと見えるかなと思うんだよね。まあ6番さんに関しては、そあれなんだったっけ。3番さんに投票してるから、まあそこもね、まあ狼だったら7入れるんかなと思ってるから、まあね、ちょっと迷ってはいるんだけど、 3番さんか。わりと3番さんの方にも傾いてはいるかな。やっぱ3番さんってじゃあ7番さんに行ってっていう発言をしてるからね。やっぱ便乗値だったのかな。まあそれか、まあ、6番さん。6番さん知らないと思うんだよなやっぱり。うん。 死ねないと思うから3投票って新票だと思ってるがあんましないと思ってるから現状3には傾いてるだけど今日、えー、決めるつけたら1ってはい俺の結果はまあその報告しただけだから別に意味,意味ないって言われたらそうかもしれないけどそこを拾わないで、はい、1番さん強靭だと思ってるけど、えー、と7番さん強靭だと、まあ、7番さん釣りをしたところが人、えー、外味だと思ってほしい1ってください 3番うん <laughs> なんか素直に思ったのが自視点の話だけど4番の強陣がなければ6つって6つ終わればそれで終わりだし6つって終わんなかったら122ローがいるっていう計算になるから。 なんか4がなんで投票放棄したのかなってところは気になるけど普通になんか6行けばよくないってい思ったけどでもどうなんだろうこの思を出すとなんか疑われるのかな12残すって思考になるとその6が指摘した2に関してはちょっと分かんないんだけど私はねそのシステム面については。 でもなんか2の発言今のはおかしくないって思うけどねでもなんか1からも別に新めがあるってわけじゃないんだよなそもそも私最初6に行って7に変えてるから2とほぼ同じ視点を持って6九だと思ってたのよでも7に行ってるからなってなって黒くなる私別に6目線でさ3は確実に人外ですっていう理由が欲しいんだけど、うん なんかそこから視点が変わるってのもなんか変だなって私は思っちゃうけどね9が自爆したところで。ってなると6番の視点的に2番を陣外で追ってて23がつながってて3番が角陣外ってなったのかなって思ったんだけど6の視点からするとねでも6の視点の中で3級持ってたけどそれが消えましたってなるのがよく分かんないから。 普通に6級なんじゃないかなって思ってるけどどうなんだろう ?4 が強人じゃなければ6いけば。4番さんは発言します。 え寝たのかこれ。 4番さんよく寝るよね結構。 投票を行っています。そのままお待ちください。投票を終了しました。追放されるのは、2番、3です。 2>, 2番、3番あ<ー>発言します。これどうな、どの負けーだね。父1、今日でしょ。今日な、もしよして。あ、じゃあ、オオカミなのかな。4番が多分寝てるから。<laughs> 6、9、5じゃねえの 今日ならもう終わってんだよね。三六二ローがいて。196ロー,ー,あーあまあ俺、どうなんだろう。狂人すらにして勝とうとしてんのかな。でも一応狼あると思うわ。ちょっと。うんやっぱり七番さん釣ってからの狂人釣っちゃったって 発言に思えるからね。えっ、ー、と、4がいないから、6か3かまで、6か3かまで終わりじゃん。強人だったら。負けない。負けなかったな。なんかもうちょっとやりたかったけどな。ちょっと申し訳ないわ。なんかその、 多分ん6番さんチャットのやつだけで拾ったと思うんだけど、なんか貼った方がいいかなと思って貼っちゃった、うん。それをちょっと偽要素にもら取られてるんだったら、もうごめんなって感じ、うん。それはね。いや、あれはね、ちょっと俺の中では、貼っていいのかなと思ったから、貼っといた方がいいかなと思ったんだよね。多分1オオカミで、多分六6か3巻で終わりだね。ねはい。

毎週のごひつはやっぱ怪しけどなそのままお待ちください昨夜襲撃されたのは4番3ですん4だんだ。 六番さんが発言します。えっと、3番の先ほどの発言聞きましたか ?4 番に対して、まあ、3番目線6級人狼で思ってたんですよ。で、6番に投票するんですよ。えーかだ,ね、だったら4、4番、四番強人あるよねっていう発言にならないですね。で、 その発言をするんであれば1,2のどっちかが狼いるっていうはって思ってるっていうことですよね。だったら投票放棄してる4番とかってめちゃくちゃ強靭に見えると思うんですよ。まあ、だから聞いた。で仮に強人であったら絶対に6投票するって言いますよ。6投票するわざわざそこで聞く必要がないって思ってるので3番が4番に対して問いかけをする必要がないって思ってるので。 俺は2番の行動が絶対に死んではないって思ってるのであれ,をしあれを死んでやられるとかなり困,困ると思ってるので1番3番3級人狼、まあ、9番9番の発言でまあもう1回言うんですけど9番の発言で6番さん、3角黒の穴は間違いないんですよって言ったんですよ9番って自分に対してね それが6級人狼でまあ5番が占い結果をもっまあ6級人狼でそもそも言うかっていう話なんですね。まあそれは9番さんのことだからその1番さんが9番さんの位置に立って人狼だって6級人狼だったら言うかっていうことを考えてい自分がもし9番さんの立場だったら絶対言わないとだけは言っときます。 シバンさんが発言します、まあ、まず、えー、ここで一番を噛まなかったオオカミさんをリプスペクトしたいと思います。えー、普通に、えー、せすごいいい方だなっていうことだけをまずは伝えていきたいなというふうに思うんですがそうですねうーん、まあ、僕普通にんなんだけど。 うん。まあ、あの、サマさんはなんで6番を投票したのかなっていうふうに思う。まあ、6番の方が怪しいっていうふうに言ってたけど、少なくともやっぱり2級には俺は見えたと思うけどね。うん、9番のラインを見たときに、やっぱり2級には見えましたよ。俺は。まあ6、6級にもわからなくはないよね。てか、9番さんってどこ投票行ってるんですかね、今ちょっと見てみますね。9番は、こんにちは、7なんだ。なるほど。じゃああるね。6級は確かにありますね。 でも、すごい気になっ3番と6番はもう初日から共に入り合ってるんでね。うん。ってなると、やっぱり初日の6番が看板に叩きいたみたいなところの話に戻ってくるのかなっていうふうに思うけどね。まあ,あでも、6の3叩きに関しては、まああれはまとうだっと思うからな。 3番さんが6を怪しむ理由がちょっと薄い気がするんだよね。まあ、あんまり俺は納得できていない。から、現状はやっぱり3に行きたくなってしまうところがあるが、3級の時にどうなんだろうなっていうのにもちょっと考えちゃうんだよな。ラインで言うとね、6級の方が見えなくはない。うん そうだな。な、ちょっと考えます。考えます。はい。じゃ、三番さん、そこの理由と、昨日の投票の理由。お願いします。理由お願いします。三番さんが。発言します。はい。え、普通六なんじゃないの。って思うけど。 視点も3でよくないって思うけどだって4番が発言聞けてない状況下だったら4番の票ってないわけじゃん。ってなったら4番の私の懸念ってする必要性がなくなるから6音落として終わんなかったら12にいる6音落として終わったらそれで終わりっていうだけだったから6に行ったってだけなんだけどそれの何が人外要素になるか全く分かってないし。 うんそもそももう1があれだったら終わってる試合だからねどうなんだろういやでも6級だと思うけどな,なんか6の初日って薄いって言われたけどさ なんか六番さんってその巡りだったら五白はじきは無理じゃない白はじきって釣り1にならないって意見できなくないって私は思うんだけど一なんかな6目線で三のことを許容して四のことを怪しいって思ってるわけじゃんで5が3に対して叩いてるってなった時に えー、なんか6の知ってる行動って、なんか5の白を置きした理由を自分にも当てはめるために、とりあえず1路あるのかなって感じしたけど。わかんねえ。7番ロからあんじゃねるのこれいや、でも私6級だと思うから6いくわ。 ボイキングさん、村に見えんけどな。投票を行っています。そのままお待ちください。二、えー、番、二番教授の時。うん、<laughs> 一巻でって言った方がよくね。投票を終了しました。 追放される人が決まりませんでしたマジでんかんだこれ六番さんが発言しますえっとまず <laughs> 自分の白要素をアピールするんですけどするしかないと思ってるんですけど自分は二番があの段階で9黒と打ったそこがもう 偽確定してる自分の中で偽確定してる、うん、いやで二級,、ね、級人狼で終わってくれたらありがたいなと思って二番さんに投票してるいや三番が六回足もな本当なんだよね理由 <laughs> で三番が三安心で六番が五失礼って言ったら三目線で六回足辛いからね六、ね、級人狼を見てたんだよねそしたら一二のどま三、あ、番の視点を借りると 2番のそ,のそれが偽要素かどうかわかんないっていうまず前情報があるとしてで6級人狼で見てて6に投票するって言ったんですよだったら4番にわざわざその時点で12 1, が信教なわけで4番にわざわざ強靭じゃないよねみたいな投げかける必要はないんですよ。で で、仮に4番が強靭だと思うんだったら自分がもし村ってことですよねで12が新郎ってことですよねだったら4番にわざわざそれを問いかける必要がないんですよだって4番が強靭だったらまずそもそもね4番があの投票放棄ってかなり強靭目に見えたと思うんです だったら霊能ように親老ってことを考えられる盤面だと思うのよ普通に考えてで自分に投票するってありえないと思うまあそれは3番の視点借りるとそのメ,カメタが分かんないからっていうかもしれないんだけどね 3番さんが発言しますはいいやそもそも6目線に立って3のこと理解できないのがもう人外なんじゃないって思うけどだって6が村だった場合ってさ9のローが落ちてます12どっちかに真がいますってなってその確定要素っていうのは私がわからないから4が強人じゃなければ 6つっ,っ,って終わんなかったら12に確実にローがいて4が強人じゃなければセーすればいいってだけだからなんかその6の中で決め打てる要素があったかもしれないけど私は12の決め打てる要素ってないって思うんだけど正直1番の,その7釣り押しっていうのも消せないし1周目は2番と視点があってたけど1周目っていうか最初ね 投票先っていうところではでも昨日の発言聞いたらなんか3の方が怪しいって切り替えたのはそれはおかしいって思うよ。私は6に行ってるから最初でその次に7に行ってるから2番と同じ子ですっていうのも落としてるから6級で見ててってだったけど3番の方がってなるけどそもそもだってなんか6番に票が集まるって感じだったのなんか2番 くらいしか明確に6を押してない気がするけどだって9番が7番でしょで1番が7番でしょ2番が6番で3番は発言終わってて8番は、まあ、6歌がをして終わったけど4番ってところは6を村置きして7も6を釣らないっていう議論になってるわけじゃんだからなんかそれだけで6の非人外要素取るのもおかしいなって思うし2の精査が急に深まらなくなったなって思ったんだけど 普通、理解してもらえない村だったら、おかしいよ、それ。投票を行っています。そのままお待ちください。 投票を終了しました。追放されるのは6番さんです。ああ、勝った。試合終了。え反応しました。マジか。まさか勝つとはな。三級か。いや、うん、まあ、三かみ、一かみしたら勝てましたけど。 地釣りのマンかったら俺3番さん行こうかなと思ってたんですけどね地釣り発言したからもう7番ん行かざるを得なかったまあ多分3から行ったらもう無理だったよ これ6釣り7占いで勝ち角だったんかな6釣り7占いで1決め打ちを勝ちかなまあそれでいったら3番9番釣り切りで終わらんかった場合2番でいきますねそうだよね六釣り7占い に釣りであれ勝ち勝っかいやーコイキングさん自信持たなきゃもう6釣っといていいんよいや5番の思考って6番はちょっと興味はあると思ってたね五5番を叩いたけど狼っぽくないって言って外してる構図が。 まあ、あるとしたら強人で7番さんも強人っぽいってなった場合占い値もごく3か9しうい,、ね、いや俺ね7がまっとう位置だってさ7番が6叩いてあと全員乗っかってんやろ。ってことはもし6番が村の時って7まっとう位置なんよね。6番が村の時7まっとう位置で6番がオカミであっても6七ぐらいしかねえんよね。 だから俺6七、6つ七7オルないしたかったけど。そもそも初日の議論で6をはじくってなった場合、自分目線釣り違う。はじかなくていいって。釣っときゃいいのよ。自分さえ釣られなきゃ勝てる確率って上がるから。別に、<laughs> 釣るなとは言ってないから5番って。あのおかみっぽくないなっていう印象だけだから。 別に7番6黒いんだったら釣りをしても全然良かったんですよ。<laughs> 基本的に進行はれてていやそれ言ったら7つられるから。釣られへん釣られん。それ言っても7つられるから。いや一番落ち度作ってるのは6だから、だっ,だって5番が3釣りをしてて、て 6, 番6番3やしんでないのに5番ひ釣りっていうのがやっぱおかしい視点だからね。 いや俺ねちょっと白木を氷回しってもう一択で考えられるのはちょっといや打球盤だって氷回ししてんじゃん実際5番7番と視点が合うかなんか言ってたやろうんいや,いやでも それを言わせてもらうと自分だって5番のことしろいって言って結果的に自分人狼じゃなかったじゃないですかってだ,っですだから人狼がやるほどしてるんよいやだからそれを俺はまあみそれを持って4番さんが進行論で言ったのかなって思うんですけどそれをまあ、そこを変えたいと思うんですよねまあ いやいや変えたら9番とか釣れんくなるじゃん。人狼って9みたいに票回収してくるから。だから6番さんとか5番失礼とか言わない。 おかしい字じゃないよ4番やしんでてるから。俺は,は理由が大事だと思ってるんですよ。<laughs> えっとね,ねまあ実際さこれ、まあのね6番が5番のシン・ルナイシの評価集できてるから別にそこは良かったんだけどまあそうやってオオカミて評価集してからさ。じゃあ結局もう 皆さんの意見的に白いところは言っちゃいけないっていう話ですかね。俺の持論では言わない方がいい。<ー>自分は、自分は正直どっちでもいいです。<laughs> ただ、いや、のままいあの、俺は考え方一つだと思ってるんやけども、あの基本的には、あの、田熊さんの言ってることは間違ってないの。ただし、俺が言いたいときって、白よそ上げてもええけど、覚悟しとけよって。 あの白のうん釣られる角度だね、うん。うん,うんう。釣ら、ね、あのオオカミって色が見えてるからあのこれ心理戦だからね。やっぱりこの人すごい考察してるからオオカミ追えないわとか言われたらさすがに気持ちよくなったら入れないんよね。これが人間の心理なんよ。そこを人狼ってついてくるから。 だから俺はそれで確率で人狼釣りに行くから,から6番さんもそれ言う必要はないんよね<ー>4番足を見せるとかあしして、ね、ってるから思っても言う必要がないっていうことですねそうそうそうはいだから実際9番やってるやろ、ね、評価集をまあまあやうんまあそうですねそうやろはいそこは理解できます まあ一応5番、6番を疲労っぽいって落としたのは6番の思考で5に怪しい視点を持ってたけど釣り位置を上げるのが狼っぽくないっていう発言だった場合6番狼だったら5番釣りをせばいいと思ってるから6番がその主張するんならねだから5視点別に評価集とかじゃなくて6の思考的に、まあ、あって強人かなっていう思考だったから狼っぽくはないっていう視点をね一応落としてる。 そのに2点あるんよね。そのまず間違えてね人狼を白起きして釣れない議論にしてしまうことが1点とあと氷価柱ねオオカミっ氷その2点。まあいいとしたらあの完全に当てた時を村を完全に当てた時を村を完全に釣れなくできた時は強いけどね。 そこだけは強い、えー。まあ理解できますそう。俺はもう一点いい理由があると思って,て白いところを言う理,理由かまれ市ですね。まあそこを含めてあそれは13人村とかはいいけどこれ占いかあれしかかまれんから9人村って占いか霊能家騎士しかかまれんからあんま意味ないよね。 ら13人村とかはいいと思うよだってさ 6, あの6番が4番白い4番白いって言って4番がローで六かも必要がないって13人村とかってあの占い潜服例の占服あるから神考察できるけどに人らってないじゃんか、まあ、む人もいるけどねは全く<れ>全く使えないっていうことですかそうそうでもこれ俺が正解ってわけじゃないから 六番さんのローも正解あるからねただ俺はロジ自分のロジックだけだけだから、はい、俺はもう確率だからすべてあ,<と>あの占いないのを透かしたり釣り位置はなかったりとかりと対立釣りをしたこの村だと白理と結構人外から戦りやすくなるからやめた方がいいかもしれない、ね、それは理解しました ありがとうございます、うん、正直、7番さんも狼と思って落としてないから、占い,い,いや俺の興味はないですよ。俺の興味はないですけど、強人と思ってって言うけど。いや、興味あるけど、捨て票してるから、うん、で、柱できんよ、村は。村を柱できんよ。捨て票っていうか、<laughs> あの投票結果で多分、急の人外濃度が高いなと思って、 多分九番目線って何を。なんであそこ柱できるのいや、柱とかじゃないですよ。ただ6番が7指定してして、5が6は多分その白なんだろうなって言ったときに俺、俺釣られるんだろうなっていう議論になってるなっていう感じを言っただけです。俺釣りになるんだろうなっていう。5番はの6番がオオカミっぽくないだけだから、ならな俺は投票に3に行こうとは思ってたからね、3番の6一本はもう不自然すぎるから。 6しか向か向ない,わ2目にいやえっ、ー、とねいやいや,いやあの3番は6番に向くのは分かるよ。なん<然>でか説明すると5番って3番怪しんでるやろ ?5 番3番怪しんでて6番が5失利って言った時点で3番って6の心象悪いからね。分かるおまんぴさん。全然分かんな。 番だって<番>いやいやその論で言ったら6七に強じ走ってるっていう論いやいや別にいから 3, 3目線って6番を遠回しに3つりたいっていうのと一緒ってことだからねわかるそれでも6番って向けてたのは4番だからいや4番向けてたけど5番さんって3番に向けてるやろそうそう ?5 番って3番や死んでて6番が 5番を今日「ひつり」ですって言うってことは遠回しに3番釣りたいっていう意欲ってことよ。3番が村だった時そう見えちゃうよ。そういうことにはならないそれイコールにはならないと思うんですけど、ね、いやなると思うよ。だって3目線って5番の心象が悪いんよ。だ釣りをされてるから。そこを「ひつり」って言ったら6の心象悪いよ。 なんか紙に書いて、そうやって説明するんだったらなるかもしれないけど、理由も聞けばそうならない。ああ、わかるわかる。理由を言えないのは怪しいけど、汲み取ったらそういうことだから。それも、さんまが人狼だから言えなかっただけやろうね。たぶん村だったら言えてるわえ理由は言ったつもりですけど、毒に対して怪しい目線を持ってるよってことは。ししい,い,いやいや、だから俺が言ったみたいに、 5番があの5番の占い師が私を釣りをしてて6番が合ひ釣りって言ってるのは遠回しに私を釣りたい欲と同じだからって理由があったらっとうってことねだから6番さんが言ってるのは理由,理由言えてないってことを言ってるだけまあただ俺が簡単にくみ取っただけね,ね村と見た時純粋にその 六は指針を持ってて、三が岸出てない状況下だと、6岸ないことはだけはわかるなっていう村の目線で一応六一本上げたつもりだったんですけどね。ああ、それ理由言わないとね。理由しっかり。まあ、そうなったときに三視点の六からの、まあ、六、ローと見たのか、京都見たのか、ローと見た場合の相方位置がどうだったのかっていう詳細がなかったら、多分信用を得られるっていうことになるね。 あ、でもうん、ん厳しくないですか自分の位置でうん,んまあでも3黒出てたら6は勝ってたと思いますよ多分9黒出て6の思考ってブレたと思うんでそんなことはないよ別にどっちが黒出たところでっていうのもあるしまあそもそもあのピョイさん視点俺に黒出すように俺仕向けたと思ってるからね でも6番さんの考察って3がどっちの32か39っていうところでもいきなり9黒出たら2に行きたいってなったじゃないですかまあそれは単純本当に間違ってた23もあるし29もあっただから3が角黒っていう思考が単純に間違ってた申し訳ないですまあ合ってたんだけど結論それは まあ私の間違いです。うん。まあ思考上流れとか全部見て誘導するのが人外の仕事だからさ、自分が釣られないっていうだけが人外の動きじゃないと俺は思ってるよ。うんまあまあ、釣らんなきゃ勝率上がるからね。2>, 2日目の夜、 噛まれれると思ってて占いすの忘れてて <laughs> どっち狼だろうとは思ってたけどあ<ー>ほぼ3かなとは思ってたけどあやべえ占うの忘れたと思って噛まれてよかったですどっちにしたって多分あのブラフでどっちか黒出すんだろうなと思ったからまあピヨイさんの話的には多分9黒で自爆しててもまあ問題ないかのレベルよ。 そうだ,、ね、だから3番さんはまあ結構人外目で見てたから、まあ、3級だったらまあ9番はまだ白の可能性あるかなと思ってだっったたら黒だったんですよね。で、自爆しないからああグレーにいるんだろうなっていうまあそう見スかける狼っていう構図もあるけどまあそんな感じで馬井、ね、プレイさんあれあの、霊能に進路狼走ってるっていう考察で進めてたってことですか 5番そうよ。で6七に強靭追ってるっていう場合って。ああそれはまだ初日は分かんないよ。分かんないけどまあ6番さん、7番さんに興味はありそうかなもし占い例のが進路だった場合はね。だからまああんま占いたくない位置で七番さんが地図に飲んじゃってるから結局5番って7って占い飛ばせない位置になっちゃってるもんね。 だから、まあ、7番して、うん、あのシーンが9どっちかかなっていう思考で9黒だって自爆しないから、まあ、グレーにいあれの心境かなっていうのはその視点で5番の思考更新が入ったって感じ。うーん、ーんあれの心境はね、アシスト多すぎたからね。地ズりが強陣っ人ことですか地ズりが強人にすごく見えるよ。見えると思いま,す、ね、まあゼロではない。 えでも、強人で実利するメリットってかかかかか、ねそ。ご主人釣られたらダメだから。<laughs> でも霊能、例の、例のからい,くのもい,いって発言してるから。だって初日の発言で多分、自分の苦労をてる人ほとんどいなかったと思うから。2週目の6しろしてじゃあ7番が。あのー、なんか、やるからね、その7捨て票してるじゃん。 そう指定表してるから狼っぽくないなっていうやる狼とかいるのよだってあんなのさ9番とか集まるわけないのに9に入れる時点でさ村じゃないよねあれ6番とか釣れたのにうそうっ7番して6つって村の趣向で6番も釣りたい5番以降でね 発言が落ちてるわけだから、別に7番6は怪しいと思ったら6投票して6を釣れた可能性があるからね。うん、その役職が、うん、だから5番さんって票回収されてる可能性ってあったから、堂々と6釣りをしとけばいいのよ。堂々としとけば最終日よ、7は。1 <laughs> ひつり位置ではないよ。一応 <laughs> 6番に愛しい点を落としてるからね。うん、5番に対して。うん 怪しい予想を落としてるんだったら仮に5番教授にいい拾ってないよ役職が入れないって言ってるからっていうとこまで考察は6番落として欲し,てしかったなっていうのは落としてるから6番に対してただのまあ印象的に6番の考察の仕方は狼っぽくないっていう5番の中でそういう結論出てるか6番あんまり狼にはお ククうんまああごめんなさいのちょっとバイアスかけられちゃって村目線そのあじゃあ6釣れないんだってなって7番さん目線ってさ9番さんらしんでたんでしょそうそうそうだったらで6番さん白く持ってんだったら実リ飲んで5番さんが6占いしてほしいぐらいいったら白く見えたかもしれない え、6番白く見てないんやろんかったけ見てたのそうやろだから役職が6番弾くって言ったからやろそう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 。えだったら、だからそのいやいや、別に言うこと聞かなくていいと思うよ、俺は。役職のうこととか。そうやってブレブレだから怪しくなんのよ。 6番怪しむ人に持ってんのに急に変わるから。だってそんな76だってあるんよ。76ローローだってあり得るラインゲーって強いからそこを6番急に釣りたくなくなるとブラしておかしい人に見えちゃうんよ。みんな一周目に誰を怪しんでるかで精査してるから。 だから俺は7番最初で見てたんだよね正ああ、ううよね正直。いや、だから落ち方が、いや、ぶれるっていうか、56を弾くんだったら、その指定に合わせようかなって思って。だから793のたくに、いや、がいな9か釣れると思った、っあれ、9。9釣れるっていうか、9が人外だろうなって思って。いや、思ってもつ、東洋入ると思った。まず俺が69。9 ローローじゃねえかっていうのを落としてて1番が一<ー>番が7やろ9番も7じゃなかったっけ、ね、197で2番が6やろ、まあ、いやてか多分人外表が7に入ってるわけでしょうんでまあ表を数えてまずね まず、俺が6か9って言ってたやろ。7に行く要素一切言ってないよね。6、9だから俺は6か9にコンマ5票ね。9番が7、1票ね。1番が7、1票。2番が6、1票って言ったら俺コンマ5票6に入りそうだったよね。で7番が6、9に入れた時点で捨て票やろ、ほぼ。で、3番は2周目6に行くっていう発言残してるから、もしかしたら3番って6に。 入れる可能性ってあったじゃん。捨て票やろああ。まあ結果的に自分が6に入れてれば6は釣れてますね。初日そう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 。まあそうなった時に結,局のところ結論のの6そうそう、だから6釣るじゃん。6釣って21が白白ね。21白白で。 で9番占って黒結果出る9番って1周目5七と支点が合うとかなんか言って評価手だからもう7の白はじけるのよ評価手してるからだからそうやって要素を拾えれば勝てた可能性はある結構じゃ自分が先般になったみたいな感じですね まあそこもあるんだけど、7視点において、初日段階、9が怪しいと思うんだったら、それを口にする方がいいと思っていて、6番弾くならどこでもいいじゃなくて、6番弾いたときに気になる1は9番ですって言ってたら、分まあそれも違う結果だと思ういやいや、違うんですよ、あの6番弾いた段階で、9番の発言、まだ聞けてないんで、2周目は。 そうそう、だからおかしくなってん。<ら>で、実際、コイキングさんキュー番の IC 要素なかったやろ。いやいやいやまあ,あったとしたら自分の評価集されてるんかなぐらい。俺は強靭だから分かってるけど、6がグレー行きましょうって言って、7番さんが地図に飲んでるから、なんか強靭で霊媒進路見えてるようには見えるよ。 そこででグレー,ーんだってみんな6怪しんでんのに <laughs> 7番が6以降つしないと強靭で見えちゃうよねまあまあでもそもそもそれ前提なら強靭で最初に6叩かないですけどねあんな感じでいや2周目よ2周目でも変な動きするのってやっぱおかしいのよ 9に捨て票するのも7番釣られてさこれ7番オオカミでやってる可能性ってあってさ7番に9の捨て票して釣られるでね7番に黒を打った霊能者が死んで未練んくなんのよそこ分かるこれ小ングさんって今回村やったやろけどオオカミで同じことやるとするじゃん9番に捨て票するじゃん9番に捨て票して釣られて これ霊の「能神が黒を打った時にこの捨て票してるのが狼に見えんって言って「心霊殺したら決め打ちだからね次の日に」だから狼でやったりするのよそうで村で捨て票するのはちょっとね一角の占いに従って自分も弾いたっていうのはまあよくなかったのと。 そのまま6に入れればよかったですね。まあ入れても負けてる可能性はあるんだけどね、結論の話、ただ6のロー可能性があったから。うん、だったらもうちょっとあの深掘り、グレーの深掘りをした方がいいよっていうのがまあ俺の言い分で、だからそういったところで精査が薄かったから、俺7番釣れるなと思って7番釣りをしてるわけだから。 だからもう黒塗り要素できるよねあれ。裏が柱できるわけねえから。だからもう黒塗り要素作られた時点でダメなんよね。うーんそう。まぐりすけが薄かったのと柱みたいな感じで。 まあ自分釣りになるんだろうなみたいな発言と占いにしたかったのと録をはじいた <laughs> まあいろいろちょっとあれですねまあどうやったら自分が取られないか白くなるかをああれ7番さんはさ7番さんは遺言でなんで自分がパンダになる発言をしたのだって自分クロジックで陣が置きたいかなと思ったんで だとしても多分霊能にしたあのローがいる計算でなかったらパンダ結果落とさないと思いますけどいやそういうとこもちょっと狂人っぽく見られちゃうかなとはちょっと見てて占いが確定しててだ霊能が2人いる中で黒って2日目霊能が打って た方ってかなり知名高くなりませんその人と、ね、思います。ありがとうございます。うん。あちなみにちょっとあのあどうぞ。あいや先に言いたいことこの試合であるんだったら先に言っていいよ。俺別のこと言いたかったから。え単純にキューおやすみなさい。 いやあの、まあ、そこはそれでいいんだけど、ちょっと、まあ今日やってて、宅間さんに一つ質問なんですけど、まあうん、怖かったからやってなかったことなんですけどね、あの俺、占い引いたときにあの、初日の夜の占い先で自分選べたんですけど、これって仕様なんですか、バレなんですか。 二日目自分のアイコンタップできたんですよ。占い結果。二、うん、日目の占い結果で、自分選択できてたんですよ。<laughs> バグじゃバグやろ、それ。あの、人揃って余裕があるんだったら一回試してもいいと思うんですけどあの、俺怖かったんでやんなかったんですよ。<laughs> 緑になった。えや、やった。選択できたってやってないだけで。 選択できた自分のアイコンを普通にあの押したらパッて占い位置として選択できてたんですよああじゃあバグなんやろうねうんバグっていうか設定忘れだろうねえっていうちょっと怖ってなってもう試すの怖いからやめたんですけどうんまあまあ優先順位は低いやろ占う人いないから だからもうやることなくなった時にやってもらうよ。だってさすがにいないやろ自分占うしー占いしなんか。だからもうそれ優先度は避けてそのままで一応言っても後々やることなくなったらやってもらうよ。うん、まあそうなんですけどねこうタップした時なんか悲惨だなと思って。 まだね。まあ、改善するとこも、ま、いっぱいあると思う。あの、CO、使用あれあるじゃん。CO 取り消しか。仕様取り消しできるようになったけど、チャットの使用取り消しが消えるまで帰れんね。役職仕様できないね。これ、仕様で、まだ。だから4番さんが、例えば、騎士仕様して、 あのー、使用取り消ししてもう一回結果書き直すために4バスの記事使用するときにチャットの使用取り消しが消えるまで使用できないね。うん、あと何だったっけあのー、自爆自首した後にすぐ結果って貼れるんですかなんかそこ話してたっけん 晴れる、晴れる、今晴れる。晴れたじゃん、今回。九<ぐ>番さん実習してすぐ晴れたやろあれ、タイミングよく上がってなくて、最近九番さん実習してたんですかあれ？うん、実習しては実習だと思うよ、うん。実習しては。ああ、そうなんだ。ああ。すごいっすね。もう見抜いてたんですね。いや、あの、話しぶりから単純に9黒出すだろうなと思って、60秒区切りで自爆しただけ。 そうそうそう。結構リスクあると思うけどな。あ,あと小池、イキングさんに言うと、あの柱じゃん、ほぼイキングさんの柱じゃん、あれ。自分釣ってもいいけどって言ったやろ、イキングさん。まあ、そうっすね。うん、あれね。あの、人それぞれあるけど、あれ、柱を残す人もいれば釣る人もいるから。 だからまず村あの2人村っつった時点で負けだから普通村できないんよね普通はチームプレイだし迷惑もかけるし、はい、だから俺は村で見ないのよただオーカムが走らしないだろうって逆精査する人もいるからだからその辺ももうあれよ 人見てやった方がいい,い,いと思う人狼でも村でも人狼で柱も強いからね逆精査する人がいっぱいいたらまあそうですねうんもう俺なんか柱はもう残さんけどまあ、さっきの6はず、まあ、っときたかったから6入れたけど いや、3見えんかったな。ちょっと最後めっちゃ迷ったんだけど、確かに6の初日の3投票は白いよね。あ<ー>まあ、勝てると思ってなかったよ、あれ。 やっぱ人それぞれ性差違うからね。ちょ待って6番さん3番さんがうまかったって俺の誘導はうまくなかったってのかいや俺9番さんを褒めるのは自爆のタイミングがうまかったと思う <laughs> あんまり自爆のタイミングは褒められてる気しねえわいやでも俺は Q1 さんは3番三番角黒だよねっていうのはちょっと失言チックなところあったと思う言いますよ自分の村の、うん、だって占い師誘導だ,だ,だ占い師の誘導のためにやってんだよ 占い位置の誘導それで3番占うんなら無理なんだけど9番のその発言において5番が確実に9番だったら人海出るだろうっていう狙いのもとやってるっていうやり方を誘発させようとしてるからもう一回お願いします簡単に言ったらわざと出現してあの占い位置を向けさせるように発言してんのえーっ とそれいや2日目の話ですよ 2>, 2日目だよまあ初日段階で Q 疑われてるっていうのもあるからね占い先を向けるってもう3日目絶対占えないの分かるじゃないですか噛まれるの分かるじゃないですか だとした場合全体の流れも見て全部あリ<ー><の>スナーさん参加できる人いません、まあ、番が始末後に結果貼れるかどうかっていうのはあんまり関係なくてそうじゃなかった場合いいあの発言のと急クロだろうなっていう読みのもとをやってるっていうのもある全部俺は先読みしてやってるからかめちゃくちゃ上手いじゃないですかだから言ってんじゃ俺はもうすべて すべてあの流れを誘導するようにしてんだよ、俺の人狼は。めちゃくちゃ上手いじゃないですか。いや、単純に俺は 3, 3番さんと9番さんで比べると、まあ最後戦ったっていうのもあるけど、3番さんが上手かったなって思っただけです。9番さんも上手かったのはもちろんその通り。だって、初日6番、7番に向いてしまってるんですから。う ヘイト溜まってるやっぱロッはつっとくべきだったねあれ、うん。は,あれはいあのー、うもうやめますその後ろ塗り。だ多分普通にやってる人との差ってさまあ俺の場合はその 盤面で詰めるようううなやり方っていののも一つの手だだと思うんだけど俺独自のやり方として発言で、まあ、俺が村だったら人害だったらっていうのを想定した上で、まあ、こう発言したらここに向くだろうなっていうのを全部計算してやるようにしてるからね。まあ確かにいや俺のちょっと話考えをちょっと聞いてほしいのが白いところから探して、まあ、消去法で決めたい。 って思うんですよ怪しいところってそんなにそんなに出てくるようなもんじゃないと思っててでだからこそ自分それそういう思考だから白いところ言わないと絶対に納得してもらえないと思うんですよその消去法で消去法でここって言ったところでまあはいやめますごめんなさいすいません白いところ言うのはやめます頑張って 黒いところ怪しいととこころろを怪し無理やり言ってもいいけどクラムさん言うようにもう釣られるの覚悟で言った方がいいよってことでこの村に来るならねもう俺がなんかそういうような,なん洗脳してるから拓馬のロジックが結構洗脳されてるからこの村ってはいじゃあクラムさんから天候お願いします <laughs> あごめん抜けるごめんなさいはい まあとりあえず抵抗やっときますあらら、抜けてた感想戦。感想戦やりたかっただけなん最後の人。いや、だから誰かやってたけど、これ、たくを攻略するかしないかで来てる人もいるみたいよ。 だから人狼引いた時人狼引いた時に拓馬さんに釣り寄って勝つで村引いた時にコマさんの村を見抜いてそこを釣り寄してる人を釣るとかまあやってるんじゃないかなと俺はみんなのこと思ってたけどまあ世渡り上手が強いんや。 弱たり上手いや俺は少なくともたく馬さんに勝つとかそういうんじゃなくてまああの普通に俺自身が先読み能力高めるためにやってるんですけどねうんまあ氷回収ゲームやほんと氷回収できたら勝てるからいかにすり寄って 票を集めるあんまりすり寄りすぎると読まれるからね。まあ一番強いのは信らないしにすり寄って信らないし抜くのが。 一番強いと思ってるけどね俺は人外の時はさすがに神で見てる人つらないもん普通の占いしまあとりあえず俺は拓馬さんによることよりも、うん、あの俺自身が独断上で暴れることしか考えてないっすわ。 うん。あと、あ,あ、感染で見てる人いないか、これ。あと二人。時間も時間だから、もう寝落ちしてる人も増えてんじゃないですか。うん。感染一応いましたけどね。降りてこないんですかね。あ、いた。 感染も寝てる可能性あるからね,い,ね <laughs> いや感染で残ってて降りてこないっていうことは見るせんか寝落ちだよそうだねあと2日だねアップデートまあ一つ問題重くならなきゃいいけどね今でさえちょっと接続切れが多いからキャラクター動き出してさらに重くなって接続切れが増えな いいなぁと思うんだけどねそこだけがちょっと心配だうんまあサーバー強化とかしてくれれば多少は変わるかもしれないですけどねサーバーの問題じゃないとは言ってた一応ねこの接続切れあの 重たくなるんじゃないかって言ってた。うんまあ、プログラムの中身の問題っていうんであれば、改善は必要だけど、多分根本プログラムを変えないとダメっていうことかな。そ,そうなんだろうね、詳しくはわかんないけど。あ、そうそう、たくまさん、さっきね、あの、俺、たぶん抜けたじゃん。うん ああ、落ちた。あの、ね、あの落ちてたとか喋らなかったよ。そう、なんか、あの時ね、なんか5分ぐらい、なんか誰も話が話してなくてね、シーンとしてたらいきなり俺がぶつって言ってなんか落ちたから。あ、聞こえてなかったのから。ああ、そうなんだ。うん変、転校しても返事ないから、えー。え、なんか誰の声も聞こえなかった5分ぐらい。 で、普通って切れたって、ロビーに戻されたってことそうそうそう。ああ、これ、切られた人多分この中いないと思うけど、何も出ないかな、表示。どうだろう、あの、オーバーフローして一回アプリが落ちるっていうのはありますけどね。ちょっと。 試してみようか立て直してすぐできるからクラムさんちょっと今から蹴るから蹴ったら入れんくなるんよだから一回立て直すからあのクラムさん立て直して入ってきた時どなんか出たか聞かしてあー了解ですじゃあ蹴るね今からああ<ー> <noise> からみんな戻ってこんね。クラムさんどうだったいや特段、あのルームが解散したあの可能性がありますの表示が出ただけっすね。ああ、真ん中かなんかに、ルームが解散した可能性がありますそうですね、真ん中株ぐらいに。あの もう一回、あの、うん、可能性がありますので、もう一回別の村探して入ってくださいみたいな感じの。あ、出た、アナウンスが。アナウンス出ましたね。あー、なんか出るんだ。清澄さん、出るらしいよ、アナウンスが。出てなかったあー、音量を低くしてるから聞こえなかったかな。かない,いや、文字やろ、クラムさん。いや、文字をあの、例えば、 ここで見たときにして、フリックしたときに出るような感じで、あの、うん、文字が出るだけ。あ、文字は出ましたよ。あ、出たのあ、出ました、出ました。あ,あ,あ、村をさあの、村が解散した可能性がありますってやつ。そう、そんな感じのことました、ね。ああ、それ出たらキックされてる。だその時 もしあれだったらあのミルダムのコメラン出てバグってましたって言ってくれたら立て直せば入れるからこれキックしたら10分ぐらい入れんかったはずだから確かつうかあのここの村立つ前になんか 別にもう一個雑談村立ってましたね。あ、本当。なんかやなくさんいたんですけど。やなくさん、ああ向こう嵐邪も雑談も嵐邪魔されるからやろうね。本当、何だ嵐。んねんねうんつまんね。なんであんな嵐。 何したいんだろう、ね、24時間体制で言います24時間体制そうそうそう何なんだろういや多分そんな目的意識持ってやってるわけじゃないですよ、まあ、知ってあげるならぶっ壊したいと思ってるんじゃないですかどのゲームにでもあるようなチーターと同じ理論,理論だと思いますよ俺は人を不愉快にさせて楽しむってこと まあおそらくは愉快犯目的でしょうね怖いねまあ、うん、精神的に何かしらの病気に近いものを持ってる連中じゃないですか大概 <laughs> <laughs> だよね普通じゃないよねやっぱあれかな 20以下かな二十歳超えていないやろ、普通。ああいうこと。いや、わかんないです、それは。いるまあ、声的にいるけど、20超えてて。言い方悪いっすけど、あの、頭のおかしいやつって20過ぎてもいますからね。あの、仕事で気狂ったやつとか。 ななんなんやろ、さらしかな。なんか学校でいじめられたりしてまあ学校もしくは職場じゃないですかうんってあの何だったっけ NHK をぶっ壊すって最初の頃言ってたしっけど最近それ言わくなって「たくまたくま」タマーとかなんか言ってる、ね、人いるじゃん。 何なんだろうな何してんだろうなって思うけど何が楽しいんだろうって思うけどね いや単純にひがみだと思いますよ、そうやってあの配信をやってることに対しての、その最新で生計を立って,ている人間が羨ましいとか、まあ、それできないからひがんでるとか、そういうレベルだと思うんですけど。ああ<ー>、<も>やっかみってこと自分が何にもできないから、やろうともしないから、できてる人間が羨ましいとかって、そういうレベルの問題じゃないですか。 まあまあそうですねあの、プライベートが充実してないんだろうなとは思いますね。ああ、なるほどね。まあけど、これで食っていくのも大変だけどね、うん、正直。いや、実際その苦労を知らなくて、やってもないからそういうことするんですよ。だからそういう連中はやればいいんだよ、配信を。 だよね相当アンチってことかいろいろなストレスたまるからね配信者ってそういうことっすね,ね、まあ、あの正直あんまりあれですけど俺も最近ずっとあの一定時間で配信始めてまあ結構苦労はしてますよ愉快のやつとかいるとねイライラするもんね まだね、だいいそこ、拓馬さんの領域行ってないっすよ、俺。どういなさすぎて、あんまりそういう苦労、まだ知らないっすよ。拓馬 <laughs> さん、今度見に行きますよ。じゃあ、コイギさんさ<今>の前にさ、今の時代よ、YouTube もちょっと改善されたやろ。ーやもちろん、もちろん。YouTube もなんかさ、<laughs> 入室して、何分かコメントできない設定とかなんかあるよね。確か今。 昔なかったか,か昔なんかすぐできるからもうすぐアカウント作って荒らしてブロックしてもすぐ作って今なんかね誰かの見に行ったらチャンネル登録してチャンネル登録してちょっと経ったないとコメント打てないとかなんか設定ができるみたいだね今だから少しは良くなってるね まあでもそういう措置取ってるとこって、大概大手の,の VTuber 事務所ぐらいじゃないですかね。え、みんなできないの、あれ。いや、俺はやり方知らないだけですけど、俺も知らないんだけど。できてもやんないです。うーんだって、俺みたいな無名の,あの実況者やったとこでね、まあ、今、平均して、同説2人か3人ですから、最大が。 <laughs> だってまだ立ち上げたばっかりですもんね、久しぶりに。いや,いやいや、立ち上げたばっかりじゃないよ。俺、あれだよあの、動画投稿は1年半前ぐらいにやってるよ。<laughs> あそうか、いや、申し訳ないです。いやうそうなんですけど、自分も留学こと組に行きたいなと思って。まあ、うん、あんまり宣伝ってよくはないんだろうけど、さ、まあ、一応、ね、機会があるんだったら、今だったら見に来てよ。 い行きます、いきます。普通、あんまりこれでも大垣に行っちゃいい,いいもんじゃないんだけど。<laughs> など人狼ボームがちょっと戻ってほしいよね。ちょっと廃れてきてるから。やっぱりその辺の宣伝もそうっすよね。ちょっと手入れないとなかなか戻ってこないですね。うん 初心者が入りづらいとか結構ありますよね。なんか前ネットの記事でも見ましたけど、なんか初心者って言っただけでなんか蹴られるとか、だからメタだとか言われたとか、なんかそういう人やっぱいっぱいいるみたいで。ああ。そうだね。やっぱ配慮がいるからね。 じゃ一元お断りみたいなのはどっちかっていうと VC 系統よりもあの人道ジャッジメントと見ないなその空ライさん系のアプリによく見られる傾向なんだよ、ね、まあそれがルーマスがちゃんとケアしてやらないとダメだよねそうだねじゃあコイキングさんからね <laughs> 新規を絶対に行くから <laughs> そのうちだから、こイきんぐさんが PC 買って、こイきんぐさんが初心者用の村を作って、配信すればいいんじゃないあー、じゃあ、みんなが入りやすいように、口調を柔らかくして、ちゃんと一からみんなできるようないいかもしれないですね。 ちゃんとあれだよ、あのその初心者用のあの村を建てるっていう前に、ちゃんと動画であの人狼ゲームとは何ぞやっていう説明から全部入って、あの動画上げとかないとダメよ。全員初心者じゃないとダメだね。全員初心者じゃないと。あ、もしくは。 そうあのこんあの、このアプリだったらさ、そういう集合機能みたいなのがあるわけじゃん、そう呼びかけみたいなのが。そういうのも踏まえた上で、呼びかけてはい,、はい、いついつこういうことやりますよみたいなのを SN、SNS で発信しながらやっていけばいいんじゃないあ、じゃあ自分がその下から土台をどんどんこう積み上げていって、で、あとは、タクマさんなり、クラウンさんなり、上にカくパーって。